では始めましょよろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、アメリアフの山口です、えー、昨日に引き続きどうぞよろしくお願いしますあの昨晩はですね情報交換会がありまして30人を超える方が来てくださったんですが大変盛り上がりまして食べ物もあっという間になくなってしまいまして私何も食べほぼ食べられずにですね二次会に行ってそこでもまた飲んでしまいこれはやばいなと思う で、あの、自転車で私来てるんですけど、家から。あの、家の近所のバーにしれっと入って、あの、ちゃんとタンパク質を取ってから寝ました、無事に。で、今日は二日用にならずに、あの、来れましたので、あの、元気よく行きたいと思います。はい。で、えー、まあ、冗談はさておきですね。えー、今日の、え、内容、まあ、この4日間全部そうですけれども、 あの、代表的な解析の流れをご紹介します。リシーケンスと RNA の解析とチップシークですね。で、逆に言うと、えー、フォローしていない、えー、流れもたくさんあります。メタゲノム解析もそうですし、デノバーアセンブルもそうですし。で、えー、社内ではもちろん、えー、そういう解析やっていますので、休みの間とかにですね、あの、講師等々捕まえて聞いてみてください。はい、そういったテーマの質問がある方はですね。はい。 で、もしくは、あの、この場でご質問いただいても、えー、全員の共有値となるので、えー、共有ナレンジとなるので、それはそれで、あの、歓迎です。であとは、えー、進める中で、えー、いつでも分からないところがありましたら、手を挙げて質問ですとか、あのー、うまく進まないところは TA さんに聞いてください。で、午前は、えー、私が座学でやりますので、まあ、あの、動かないみたいなことはないとは思うんですが、まあ、後半はあると思うので、お願いします。はい。 えーまあ、そうですね。で、今日の内容です、えー。リシーケンシングですね。ゲノムの配列解析ですね。で、前半は、えー、リシーケンスと何かから始まって、えー、まあ流れをご紹介します。で、後半では、えー、実際にやると。なので、後半の内容にとあってつけると、前半の内容になっていると思います。はい。なので、えー、この講義パートで流れを 分かった気になってもらって、実際後半で手を動かしていただこうと思っています。はい。あのー、あ、その前に、昨日もやりましたが、えー、講師紹介ですね。あのー、前半パートは前回も私がやりまして、で、今日の、えー、実習、午後の実習は三沢が担当します。えー、彼は R を使った統計解析が得意です。あのー、本当に統計学、 で、論文をいくつも出して、ファーストの論文をいくつも出しているような人です。はい。えー、で、よいしょ。はい。で、えー、リシーケンシングですけど、あの、ちょっとここで聞いてみたいと思います。あの、確か、昨日は NG です、実際にやってる人って聞いたときに、大半の 3,、えー、3分の2ぐらいの人が手を挙げたと思うんですが、リシーケンスを やる、やってる人もしくはこれからやろうとしてる人ですね。あの、モデル生物、非モデルに関わらずですね。ヒューマンとか、マウスとか、アラビドとか、非モデルとか、あの、とにかくゲノムの配列を読んで解析してますという方はどれくらいいらっしゃいますかよろし、くお願いします。あ、ありがとうございます。4分の1いないぐらいですね。ありがとうございます。そうなんです。あの、私の専門はこのゲノムの解析、遺伝統計学をやってたので、こちらなんですけども、 うん、NGS 業界ではどうやらちょっとマイノリティですね。おそらくあ明日の RNA がマジョリティなんじゃないかなと思ってるんですが。で、まあとにかくゲノム解析がですね、えー、まあホールゲノム全部、生物種丸々全部読むというホールゲノムから、だんだん狙いを定めていったホールエクソン、エクソン領域だけですね。で、アンプリコン、PCR プライマーを設計して狙った領域だけをやるもの。で、さらにもっと細かいターゲットリシーク。 これはハイブリで釣ってくるタイプのキャプチャーも含めてですね、えー、あります。はい。で、まあ、基本は DNA の変異検出を目的としたワークフローの総称ですね。リシークというのは。で、えー、まあ、リシーク公開データ取得して、クオリティコントロールをやって、えー、マッピングをして、変異検出をして、で、えー、ですね。まあ、検出した変異にアノテーション、アミノ酸置換を起こすとか、まあ、そういったアノテーションをつけるというのは、 一般的な流れかなと思います。明日の RNA はまあ、もう似たような流れですね。はい。です。で、えー、まあ、規模感を、えー、想像していただきたいんですけれども、ホールゲノムは、えー、例えばヒューマンであれば、3ギガベースの30億円きついが一ゲノム全部ですよね。で、大体、一つの場所を30回以上読むのが一般的です。なの,なので、90ギガベースは読まなきゃいけないというのが、まあ、昨日も言いましたけど、 それぐらいのボリューム感です。で、えー、あ、お席この辺いっぱい空いてますよ。はい。えー、っとですね。で、ホールエクソーム。エクソン領域は全ゲノムの2%弱ですよね。エクソン領域って全ゲノムの、まあ、人間であれば、ま,あ、こうまん丸まであれば大体、だいたい2%以下ですよね。なので、えー、わずか50メガベースぐらいの 3 3ギガに対して 50Mb ぐらいのわずか2%弱の領域だけを調べるのがエクソン解析ですね。で当然エクソン領域が遺伝子に関わっているわけですから、まあ、そこが病気とか何かしらのフェノタイプと関連があるだろうということで、まあ、その確率が高いだろうということでゲノム全部のわずか2%弱を調べれば、まあ、何かしらフェノタイプと関係があるだろうと。 という、まあ、効率を重んじて、エクソームが、えー、やられているわけです。で、確かにコストが、一昨年ぐらいまでは、はるかにホールエクソームの方が安かったのは現実です。ホールゲノムがだいたい80万で、エクソームが2、30万とかっていうのは、だいたい相場感でした。えー、外部の業者にシーケンスをお願いすると。ですが、えー、この、ここ最近というか、今年に入ってから、えー、まあ、昨年から、は、販売をされていますが、えー、イルミナ社のハイセック X ですね、が、 え、国内に2箇所も導入されているので、5が。そうなると、ホールゲノムの価格が一気に安くなりました。ので、これからはおそらくホールエクソームは縮小傾向にあるだろうとは思っています。もうホールゲノムが大体20万円弱でも読めます。業者で。ホールエクソームがまあ10万弱で読めます。まあ、2倍の金額はかかりますけど、見えることが山ほどあるので、後ほどご紹介しますけど、見えることが山ほどあるので、ホールゲノムに行くだろうなと思います。網羅的な解析は。 デザイシーケンサーでの解析の目的の大きな一つはスクリーニングですよね。全ゲノムを一気にスクリーニング全部して、で、何か狙いを定めると。あの、量でいうと底引き網漁法ですよね。とにかくでかい波をわーっと投げて、ごそごそごそっと取ってきて、取れた中から、えー、まあ、ゴミを捨てて、美味しそうな魚だけを取ってくるというのが底引き網漁法だと思うんですが、まさに、えー、ホールゲノムシーケンスは底,底引き網。 全部とにかく読んでキャンディデートの場所をピックアップしてそこをまた深掘りするというやり方だと思います。で反対側の反対側のこうターゲットが絞れれば絞れるほどもう機能が分かっている遺伝子例えば癌であればオンコジーンだけとか、えー、何かしらの疾患であればその疾患関連遺伝子だけをシーケンシングしてで変異がないかとかそういったことを調べるのがまあ、ターゲットリシーケンスのうまみですよね。 当然、読むゲノム量がはるかに小さいので、2万5000遺伝子どころか、まあ全ゲノムを調べていたのがターゲットであれば、ごくごく一部です。なんと、一覧で複数サンプル解析できるとか、そういったメリットがあるので、今後はホールゲノムを読むか、もうターゲットで狙った遺伝子だけを読むか、そういった二極化に行くだろうとは、我々は考えています、はいで。ホールゲノムは大きい計算機が必要です。 ですが、ターゲットリシークであれば、お手元のノートパソコンのバーチャル環境でも場合によっては解析できます。まあ、ヒューマンだとゲノムが3ギガあるので、さすがにバーチャル環境だと厳しいところはありますけれども、まあ、デスクトップパソコンで十分。デスクトップの Linux パソコンや Mac で十分、えー、ターゲットリシークのゲノム解析はできます。はい。ホールゲノムはちょっと大きいメモリの。ハードディスクもいっぱい乗ったマシンが必要。っていうのは、あの、業界の流れ。 で具体的な内容を見ていきますけれども、えーはい、SNV シングルヌクレオチドバリアントですね一延期変異を見つけいます、まあ、AGCT の並びが、はい、AGCT の並びがこうありましてでここが、えー、ケースじゃないコントロールさんだと緑なのがケースさんだと青の延期に置換されているので、まあ、この延期が 違うと、えー、病気に関係あるよねみたいな話ですね。で、インサーションデリーション。えぇ、ー、1塩期とか2塩期とか3塩期とか4塩期とか、1桁塩基のインサーションデリーションは、えー、まあまあご存知の通り、これが脱落するとフレームシフト起こりそうだねっていうことはわかりますよね。アミノ酸のコーディングしている場所だと。で、えー、もう一個 SV ですね。構造変異、ストラクチャルバリアンとバリエーションがあります。 構造変異は広い意味で言うと、あの、コピーナンバーバリエーションも含みます。この右下のデュプリケーションとかもありますけど、コピーナンバーバリエーションも、えー、広い意味では含みます。で、え、リファレンスの配列に対して、えー、まあちょっと大きなインサーション、あの、何、何百系とかも含めてですね、な、大きなインサーションがあったり、えー、大きなデリーションがあったり、ごっそり遺伝子3つないとかですね、はい、あったり、で、インバージョンですね、あの、逆位ですね。 が起こったり、で、トランスロケーション、点座が起こったり、これは染色体内点座っぽく見えますが、両方ありますね。染色体内点座もあれば、染色体間点座もありますね。で、えー、デュプリケーションもあると。なんで、インサーションの、まあ、派生型に近いですね、デュプリケーションは。こういったことが起こります。で、えっ、ー、と、SNV とインデルは、えー、ホールエクソーム以下、ターゲットリシークで見つけられます。 あの、一延期変異と数延期のインサーションデリーションであれば、えー、ホールゲノムじゃなくても、エクソンシーケンスやターゲットリーシーケンスで見つけられますが、この構造変異は、ホールゲノムシーケンスをしないと、原理上見つからないと思います。あの、エクソン1個丸々ないとかだったら、まあ、ギリギリデリーションで見つかりますけれども、あの、なかなか、こう、SV、構造変異はホールゲノムで読まないとわからないですね。なので、 まあ、SV を調べる方は、ガンとか、なんかそういう、えー、染色体以上を調べていると思うので、あの、まあ、コールゲノムで、一気に、その、検体のゲノムを読んでしまうと。ガン細胞だと、ガン細胞の、えー、ゲノムを読んでしまうと。いうのが、一般的手法です。で、まあ、ちょびっと横道取れますけど、えー、この SNV とかインデルは、ジャームライン変異ですよね。ジャームライン変異、染色細胞変異なので、 先ほどデプス、同じ領域を何回読むかの話しましたが、大体30回ぐらい読めば統計的に正しい値が出ます。30から50回ですね。読めば大体大丈夫です。けど、えー、癌細胞を調べる場合、癌細胞だったら SNV もインデルも SV も全部調べると思うんですけど、癌細胞だと、あの、まあ、癌の研究されてる方もいらっしゃると思いますが、あの、バイオキシーとかオペ検体は、癌細胞癌有率が1割とか2割しかないことが多いですよね。 あの、病理の先生が顕微鏡で見て、うん、何パーセント入ってるね、みたいなことを診断してくれますけれども、だいたい1割とか2割とか、そういった低い割合が多いです。となると、デプス30、30回読んだだけでは、癌有率1割だと、3回、三本のデータしか出ないわけですよね。なので、現実的に検出できません。エラーに埋もれちゃいます。な,なので、癌細胞の場合は、ミニマムでデプス100。で、理想は1000とかですね。やります。理想は1000とかやります。 で、我々が使っているターゲットリシークのデータですけれども、ターゲットリシークで、まあ、オンコジーンだけを数十遺伝子調べているような研究では、デプスが5000から1万ぐらい読むこともあります。実際に。かなりディープシーケンスとよく言われてますけれども、ディープシーケンスをやります。まあ、ターゲットで調べるので、この SV はほとんど見つかりませんけれども、まあ、シーズ V だけはギリギリ見つかりません。コピーナンバーバリエーション。シーズ V だけは、えギリギリターゲットでも見つかります。 見つかりますあの最近はいいアルゴリズムが出てきたので、あ,のあといいキャプチャーパネルが出てきたので、えー、見つかりますね。本当、去年、今年ぐらいからですね、それは。はい、で、まあ、価格もだいぶ下がってきたので、前言をごっそり読んでしまうという部分もまあ多いと。で読む、読み方を気をつけなければいけないということをこう頭に入れておいてください。で、じゃあ、何が見つかるか、具体例ですね。まあ、まああ この辺は分かると思います。GAA っていうコトンだったのが、えー、真ん中の A が T に変わってしまうと、グルタミンがバリーに変わってしまうと。はい。で、素水性の即座、えー、から素水性の速さに変わるんだったら、まだいいんですけど、素水性から浸水性の即座に変わったりするとかなり影響が大きいですよね。タンパク質の立体構造はそもそも変わるかもしれませんし、膜眼痛タンパクなんかだと、もう機能しなくなる場合もありますので、 あの、何から何に変わったかっていうのは意外と大事ですね。アミノ酸は何から、素水から浸水に変わったとか、えっ、ー、と、SH を持っているものから持ってないものに変わるとか、明らかに立体構造異常を起こすような変異がある場合には、えー、要注意ですね。はい。で、ええー、まあインサイションデリーションは、まあもっとすごいな、ということが予想できると思います。ええー、3の倍数のインサイションデリーションであれば、まあアミノ酸が1個ごっそり消えるだけなので、 あんまり影響なさそうな気しますけれども、えー、サンドバイス以外、1塩基2塩基のインサーション、デリッションだと、フレームシフトが絶対起こりますよね。あの、コーディング領域だと。なので、そういう場合には、あの、リーサルになる場合もあります。まあ、た、少なくともタンパク質の機能としてはリーサルですよね。そのタンパク質は機能しなくなると。思います。例えばこの例だと、えー、ストップコードに変わっちゃうとかですね。はい。そんなことが起こります。で、えー、構造変異の場合。 え、トランスロケーションだと、あの、こういう融合遺伝子と言いましょうか。あの、フィラデルフィア染色体といって有名な、あの、慢性骨髄性白血病の患者さんに見られて、これは家族性があるので、あの、家計を持っている方は、これ確か保険点数ついてるんですよね。フィラデルフィア染色体かどうかを調べるのは。えー、熊本の方に多いというふうに聞いてますけれども、あの、家計で、これ、こちらを持っている、えー、場合がありますね。 はい。9番と22番があの点座してしまう病気ですね。ちなみに、私の知り合いで1人いますね。こっち、これ持ってる人が。で、えー、まあ解析のパイプラインですね。解析の流れを確認しておきたいと思います。えー、昨日も大体の流れはご,せご紹介しましたけれども、えー、まあシーケンサーから出てくるファースト Q ファイルをスタート地点にして、で、クオリティコントロール、クオリティのチェックをします。ファースト QC でやります。で、えー、まあ綺麗だねと。 見えたら、あの、AGCT の偏りがあまりないとか、アダプターの混入がないとか、えー、そういったことが分かったら、えー、次にマッピングにやりますで。もしそういうのがあったら、えー、トリモマティックとか、ファーストエ2 l キットとか、いろいろなクリーニングソフトで、えー、クリーニングします、はい。今回はトリモマティックをご紹介しますね。で、マッピングは、まあ、BWA でやるか、ボーイツーでやるかですかね。あの、この後、イツーのお話もちょっと。 ま、BW でマッピングして、で、GATK で、えリアライメントとか、ベースクオリティのリカリブレーションとかをやります。はい、やります。で、えマッピングされたらバムファイルができると。あの、BW でマッピングするとバムファイルできるんですが、リアライメントやると、もう一回アライメントするので、もう一回バムが出ます。はい、出ます。で、そのバムファイルに対して、GATK、ゲノムアナリシスツールキットですね。 で、見つかった変異はデプスが浅いとか深いとか、そういったフィルタリングを入れます。ローデプスとか、昨日ちょろっと VCF の紹介しましたけど、やります。フィルタリングをします。で、まあ、一時的に VCF が出ます。で、その VCF に対して、えー、SNIPF というオープンソースのアノテンション付けソフトでアノテンション付けを行います。アミノ酸置換をしたとか、そういうことですね。あとは DBSNIP の RSID を、まあ、ヒューマンであれば、とかマウスであれば RSID を付けたりします。 で、えー、VCF、あのー、の出来上がりと、なります。で、これが1サンプルごとに出ますね。1サンプルごとにこの流れをやります。ので、100人分解析しようと思ったら、100回これを流さなければいけなくて、100個の VCFR が出来上がります。はい、出ます。<laughs> で、えー、やはり研究の目的は当然、この先ですよね。じゃあ、100人分の解析終わりました。 ケースに特異的な、ケースに共通する変異を探そうとか、まあそういったことが当然目的にはなるわけです。はい。で、なので、コントロール由来群と、まあコントロールいない場合もありますけどね、あの、疾患群、ケース由来群、ケース由来の検体たちで、まあどこが食い違っているかなとっていうのを調べます。はい。で、まあ家族性であれば、 もうピンポイントで同じ場所に変異が入ってたりするはずです。家族性であれば。代々受け継いでるので同じ場所ですよね。ですが、こういう、まあ、群とかだと家族性じゃないものを扱ってると思うので、遺伝子は一緒だけど場所が違うってことがあると思います。遺伝子、多分遺伝子 A の、えー、どこに変異が入ってるかわからないけど、とにかくアミノ酸置換を起こして、えー、タンパク質が機能しなくなってるから変異が起こってるってことなので、遺伝子単位での集計とかも必要になっていきます。はい。で、さらには、 あの、エクソーム解析すると2、3万変異が出ますし、ホールゲノム解析すると300万変異ぐらい大体出るので、えー、じゃあその変異が果たして病気に関わるのかどうかを統計的にフィルタリングしなければいけなくなります。その時に必要な情報が公開データですね。えー、まあ疾患別のデータベースも使いますし、人種別のデータも使いますし、 まあまあ、性別別はあんまり使わないかもしれませんね。X 線縮体、Y 線縮体の時だけですかね。とかまあまあ、誰でも持っているような辺ですね。で、えー、2003年に始まったハプマッププロジェクトで SNP 解析が行われましたし、2008年に始まっても、この間終わった1000人ゲノム、サーザンゲノムプロジェクトによって、この人種によって SNP のあるなしとかあり、ありる頻度が全く違うことがよくわかりました。 ので、日本人は、この千人間のプロジェクト、日本は参入できなかったので、えー、ハップマップ時代に集めた100人分しか、えー、読まれてないんですが、まあ、その日本人100人分だけ見ても、あのー、まあ、他の人種とだいぶ変異が違いました。アレルヒンでもだいぶ違いました。はい。で、中国人とはかなり近いと。まあ、アジアはだいぶ近いな、ということも当然分かったわけですけど、えー、黒人とアフリカ系の人たちとはかなり違うということも分かりました。 なので、そういったで、公開データが山ほどありますので、先ほど出た VCF ファイル、結果ファイルに対して、公開データを使ってアノテーションを付けします。で、えー、原因遺伝子の特定とか、まあ、機能のも、も、研究の目的である機能解析とか、そういったことをやるわけですね。はい。まあ、これが大きな流れかなと思います。はい。で、うん。で、実際に、あの、 いや今から検体を集めて、シーケンシングを始めて、結果が返ってくるまでに2ヶ月は絶対かかるじゃないですか。よし、やろうって思っても2ヶ月後,後なので、まあ、練習のためには、えー、公開データがたくさんあるので、公開データで実際に解析してみると、あの雰囲気わかるかなと思います。で、公開データをたくさんちょっと見、眺めてみると、デプスがどれぐらいかということもピンとくると思います。だいたい、こう、まあ、ペアードエンドで、 え、30かけぐらいのデプスになるようにリード数をデザインしてやったりすると思います。はい。で、えー、まあリファレンスゲノムに対してマッピングするので、リファレンスゲノムの情報と、まあ実際に生のデータと言いましょうか、解析データと両方用意する必要があります。で、リファレンスゲノムは、昨日もちょろっと言ったんですが、えー、まあ NCBI が当然リファレンスゲノムを出してるんですけども、え、アノテーション情報が完璧でないので、 イルミナさんがまとめてくれたアイゲノムスを使います。アイゲノムスというサイトですね。実際には、これはイルミナ .com にありますね。NCBI にもサイトされてますね。えー、で、もちろん生物種は限られてます。これはイーストですけども、まあ、ヒューマン、マウス、イースト。代表的な生物種はありますけど、マイナーなのは残念ながらありません。今回はイースト使っているので、これを落としてきてます。はい。ダウンロード済みです。皆さんのお手元のコンピューターに入っていると思います。 で、えー、解析対象のデータですが、ええー、まあ、3箇所あります。大きい世界中に3箇所、ええー、ありまして、よえー、NCBI の SRA がまず、が本家本ごとというか、まあ一番大きな場所ですね。 NCBI の SRA が一番大きな場所です。これはえとです、ね、木曜日に SRA の使い方をお伝えします。木曜日にお伝えします。で、でまあ、アメリカのサイトでデータも結構揃っているんですけれども、いかんせんあの太平洋を渡らなければいけないので、 え、ちょっと重いんですね。データをダウンロードするのに。しかも何ギガもでかいファイルをダウンロードしてくるので、できれば太平洋は渡りたくないなと。ところで、え、国立遺伝学研究所、DDBJ の中にも SRA があります。DDBJ Sequence Read Archive。通称 DRA があります。ここから、え、今日は取ってくることをご紹介したいと思います。あの、お手元のデータはここから落としてきました。はい。あとちなみにヨーロッパにもあります。 ヨーロッパが、あの、ヨーロッパの SRA なので ERA って言いますね。ERA と言います。これが DDBJ の DRA の s e q Lead Archive の、えー、トップ画面で、まあ、大体はこう、検索画面をポチッとしていただいてですね。で、うん、アクセッション番号が分かっていればアクセッション番号から入れます。あの、論文のマテリアルメソッドを読むと、ほぼ書いてあると思います。あの、論文の NGS の論文のマテメソにですね、大体この検体はこのアクセッション番号でアップロードされているよって書いてあると思うので、第三者が検証できるようになっているので、あの、まあ、気になっている論文の,あのマテメソでアクセッション番号が見つかれば、それをここに入れていただくと、えー、すぐ出ると思います。はい。ですが、あの、病気のゲノム、病気のゲノム解析の場合は患者さんの個人情報となってしまうので、あの、限定公開の場合もあります。限定公開の場合もあります。 許可を取ればあの手に入る場合もありますね。はい、で、あまあ、他にもですね、いろいろこうキーワードを入れてみたりとか、あのヒューマンリバーとかですね、まあ。そういったこともできますし、えー、スタディタイプも、えーまあ、今日はリシーケンスなので、まあ、キャンサーとか普通のエクソームシーケンスとかこの辺りを選べばいいんですが、あのメタゲノムに興味ある方とかもいると思うので、メタゲノムも公開されてますし、えーまあ、いろいろ あります。ホールゲノム。で、ホールゲノムシーケンス、すごくいっぱい公開されていて、あの、集計情報が下の方に書いてありますね。サーティスティックスって。あります。で、えっ、ー、と、生物種ごとの集計で一番多いのは、まあ、やっぱヒューマンですね。で、次がネズミですね。で、スタディタイプで多いのがホールゲノムシーケンスなんですが、人のホールゲノムが多いわけじゃなくて、多いのはバクテリアのホールゲノムが、まあ多いんです、実際。 ま、センターだとバイオプレジスとか GEO とかありますね。はい。はい。ですね。そんな中身です、実際。で、3番目があの RNA とかトランスクリプト p t o m e a n スになっているので、あの RNA の解析の方もここからもちろん落とせます。で、ここで落としました。えっ、ー、と、お試しに手元の資料のこの ERR038793 を入れてみたいと思います。あの、まあ、負荷かからないので、もし、 興味ある方は、実際に打っていただいてももちろん構いません。まあ、100人ぐらいが一気にわーってやっても、DDBJ で,でかいので怒られることはないと思うので。あ、もう、こう、効果が出ますね。で、え、まあ、サーチボタンですね。入れたら、サーチボタンをポチッと押します。ポチそうすると、このように、えー、実際の画面が、まあ、アクセッション番号を入れたので、ダイレクトに、来ました。 で、えぇ、ー、まあ、ここで見ていただきたいのが、ナンバーオブスポットえー、73万9千フラグメントを、ペアードエンドで読んだんでしょうね。リードは、その、200倍とかですかはい、になってますね。で、じゃもうちょっと、あのー、スタディについて調べたいなと。まあ、まあ、サブ、あ,あ、まあ、そうですね。 スタジーについて調べたいなと思ったら、この ERP、ここにある、右上にある、ここを、ポチッと押します。そうしますと、お、みんなが使ってるから、ちょっと重いのかなそんなことないかなはい。うーん。来ないな来ないなあれさっきはすぐ来たんだけどなみんなやってるな、きっと。 うん。気長に待とうか。はい。まあ、そこのスタディを先押しましたね。で、エクスペリメントも当然押せます。こち。お、エクスペリメントが先に来た。ま、あいいや、エクスペリメントを見ましょう。まあ、まあ、文字通り実験。どんな実験だったかって書いてありますね。えー、イルミナのライブラリを使って解析しましたよと書いてありますね。で、えっ、ー、と、 タグ、バーコードは、こんな配列入ってますよ。書いてますね。バーコードじゃないのかなあの、アダプターが入ってますよって書いてありますね。この AT、ATCACGTT というアダプター入ってるから、えー、ま、混入してるかもしれないから、気をつけてねってことが、まあ読み取れるかなと。で、これは、ホールゲノムシーケンスで、ゲノムを読んでいて、えー、ランダムなシーケンスをして、ペアードエンドで、 ってことが書いてありますね。はい。ハイセク2000で読んでますね。はい。はい。でそういうことがわかりました。はい。うんうん、おお。よ。これはまあ相変わらず来ないですね。はい。 でえー、お手元の資料になんて書いてあったかといいますとよ手元の、手元の資料には、あここだけしか書いてないのか、はいえーと。紙にはもうちょっと細かく書いてありますかね、きっと。私、今、手元に紙の資料ありますけど、もうちょっと、もう1ページ多いのかな、はい、書いてありますね。今、私が見お見せした字も書いてあるて。 と思いますが。<laughs> で、えっ、ー、と、まあ、ダウンロードするやり方を教えないといけないですね。ダウンロードするやり方は、ええー、この、まあ、左上にもありますけど、右側にもありますけど、このファスト Q っていうところか、SRA っていうところを押します。あの、昨日 SRA のことちょっと言いましたけど、ファスト Q がこれはあるパターンなので、いいですね。ファスト Q をこう押すと、あの、ダウンロードしちゃダメですよ。あの、深くか,かかっちゃうので。まあ、まあ、知れてるので、 ゲノムサイズが、あのー、読んでも45メガ、46メガとかですね。まあ、そんなもんですね。はい。でも落としちゃダメですよ。はい。これぐらいのサイズです。で、えっ、ー、と、事前に我々の方で落としてダウンロードしておいて、で、えー、まびいて、データ、デモデータのセットを作ってあります。それが皆さんのお手元の PC に入っているかなと思います。 え、A, です。ここまでで何かご質問ありますか大丈夫そうですかはい。で、えー、まあダウンロードの仕方なんですが、マウスポッチでももちろんダウンロードできます。が、えー、Linux で落とすので、ダブルゲットっていうコマンドで我々はよく落とします。というのも、大きいファイルをマウスポッチで落とすと時々止まりますよね。 で、止まった時に再開するのが、ちょっと面倒なので、また最初から、とかなるので、wget コマンドだと、あの、途中で止まっても、その止まったところから再開できるようなオプションがあります。これ入ってないですね。えー、-c ってやると、あれ ?c だったかな合ってるわかんないね。はい。やると、再開。continue の c だと思うんですね。再開されます。これは、えっ、ー、と、イルミナのアイゲノムから、えー、<coughs> リファレンスゲノムを落としてますね。テレビシエのビルド3.1を落としてますね。で、えー、これターテット X ビューで回答しています。で、こシズミです。で、ここに置きました。あの、ホーム IU のゲノムの中にサクサー3っていうジェスリー作ってあって、ここに置いてあります。はい、お願いします。あの、はい、あれをお願いします。 を目指しますえっと WGET で CP からダウンロードする際に例えば、えっと、同じ州で全ての株に対して GZ ファイルをするのをとしたいという、えっときに前にやった時は私は。 前にやったときは、アイオプションでリストを作成してやったんですね。で、なんか、ワイルドカードとか使って、アスタリスク .gz とかってできたらもっと効率的なのになって思ったんですけど、何かそういう方法はないんでしょうか。えっと、相手のサイトが対応していると、ワイルドカードが効きます、実は。じゃサイトによるとといううこでですすねそそうですね。あのそうですね 結構サイトによるなぁとは思っているんですが、あの、ワイルドカードが効くサイトと効かないサイトがあるのは思ってます。で、これは Web サーバーを立ち上げた方は分かると思うんですが、設定でファイル一覧を取得するっていうオプションをオンにしてるかオ,オンにしてないかなんですね。なで、はい はい。えっ、ー、と、wget のオプションでですね、あの、そうやってリスト表示を対応している、えー、サイトであればっていう前提条件につきますが、wget のオプションで深さを例えばいくつまでにごっそり全部該当するものを取ってくるみたいなオプションも実はあります。で、そう思ったが私実で、もう一番詳しい、世界中で一番詳しい人は Google 先生なので、Google 先生に wget えっ、ー、と、オプション、 とかでで検索すするわけですそうすると、あの、親切な人がですね、こうやってまとめてくれてます。で、何やら、はい。いろいろありますよね。何や再帰的なダウンロード、実行ってやつですね。この R オプションを使って、なんかぐる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 回るような。と、ありますね。 リンクを辿る最大回数をしてとかですね。なのでトップのページを指定すると、そこからリンクが貼られている、まあ、いっぱいあるやつをザーッと取りに行くこともできます。で、当然ワイルドができます。あの、米、うん、.gz みたいな。できます。まあ、サイトが対応してるからですね。あとはこう、あの、マニア向けのダウンロードソフトとかもあるので、それでやれば、あの、リスト表示対応してないサイトでもできる場合もあると思います。はい。あの、大昔ですけど、 あの大きな声じゃ言ないんですが、そういったことを学生時代に友達とつくあのやったことがあるので、はい。ごっそりデータを取る。やりますね。はい。全然関係ないと思うなんですけど、はいあの、正規表現とメタキャラクターとワイルドカードの違いがあまりよくわからないんですが、この違いって何でしょう、ね、正規表現は検索するときの表記法ですよね。なので、 えっと、広い、えっ、ー、と、それをごくごく一部に抜き出すと、えー、ワイルドカードになりますね。ワイルドカードは米かクエスチョンぐらいしかないと思います。米だと多分すべての全文字っていうルールで、クエスチョンだと一文字だけだと思うんですよね。でも正規表現はもっと数字も文字もあるかないかとか、どっちかとか、いろんなパターンが作れます。じゃあ、い文字列検索の時ですね。その違いですかね。え、正規表現とワイルドカード、あともう一個何か言いました メタキャラクター。メタキャラクターはタブとか、あの、記号で表せない文字を表すときに使います。タブとか開業とかですね。はい。だいぶマニアックな質問ですね。<laughs> ありがとうございます。はい。で、wget 以外にも、なんとか wget っていうなんか新しいソフトも出てますし、あの、この業界いろんな便利ソフトがありますね。 ま、ダブルゲットのご紹介でした。で、ええー、まあ、実際のデータも落としましょうと。まあ、先ほどの、ええー、これで、ああ、ここにありましたね。で、これですね、と。で、えっ、ー、と、実際の使い方としては、うん、先ほど FTP サイトありましたよね。これを、あの、左クリックしちゃダメですよ。 右クリックすると、えー、こんなメニューが出て、リンクのアドレスをコピーってありますよね。これを押すと、あの、いいですね。あの、長ったらしい。あの、一、ま、番下に出てるんですけど、ちょっとこれ、いいや。あの、まあ、URL が出ますよね。URL 出ますよね。なんで、あの、下に出てるんですけど、見えないと思うんですけど、右クリックして、 リンクのアドレスをコピーすれば、あの、すごい長ったらしいのを打ち込まなくても当然済むので、これ右クリックでリンクのアドレスをコピーしていただいて、で、えぇ、ー、Linux のターミナルで w g ゲ t トのところに、はい、ペーストしてください。というやり方で。はい。あの、これを入力してください。で、あの、昨日、 言いましたが、公開データは BZ2 だよって言ったのがこれですね。ほぼ、あの、全部 BZ、BZ2 になってると思います。やばい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 。やばいやばいやばい。余計なことしたらしい。はい。はい。よですね。で、えっ、ー、と、ペアなので、1度2両方落としました。45メガぐらいずつですね。 で、ダウンロードするときに、あの、まあ、ダウンロードするときに気をつける必要はないんですが、えっと、これサイズ違いますよね。あの、ペアで。で、これは圧縮されているので、違ってもいいです。違ってもいいです。でも、もし圧縮されてない状態だったら、サイズが1バイトでも違ったらおかしい。ので、そこは、あの、覚えておいてください。イルミナのシーケンサーの場合には、何円期読むかって決まってます。PG、あの、イオンだと、 読める長さバラバラですけど、イルミナの場合はもう101円キーとか、150円キーとか、絶対決まってますよね。で、ペアで、リードの本数も、の、ような長さも、絶対一緒なんです。ペアとエンドで。ということは、えっと、1番の、リード1の、え、リード、延期数も、リード2の、え、演技数も、全く一緒なので、ファイルサイズは全く一緒になるはずです。回答してあれば。回答してあれば。圧縮してなければ。なので、回答してある状態で、ファイルサイズを比べたときに、 あの、全く同じサイズであることを確認してください。で、圧縮すると当然圧縮効率が違うので、あの、A が並んでるとかだと圧縮効率でとで良くなるので、まあ入る、それはあの、仕方がないんですけど、圧縮すると。まあでも大体同じぐらいにはなりますけどね。でそこはあの、ご注意ください。で、A、ダウンロードしてあります。リシックすらデータの中に置いてあります。 午前中はバーチャルマシーンを起動しないつもりだったので、あのお昼休みぐらいに、ああ、あるねっていうのは確認しておいてくださいね。あのゲノムのところと、このデータのところですね。はい。こっち。はい。あの、この ADS を使って確認しておいてくださいね。はい。で、えー、 これやってもらわないよね。5個やってもらうんだよね。あ、置いてあるんだ。そうだね。そうだ。そうでした。はい。で、抜き出してるんでした。はい。えっ、ー、と、これやりました。B、えっ、ー、と、昨日あったと思いますが、BZ2 圧縮形式を回答するには、BZIP2 の D で指定して回答するか、b u n z i p 2というコマンドもあります。まあ、どちらでもいいですね。一緒です。 bzip2 で -d でこのファイルをえ回答をアンコンプレスすると。そうするとあの圧縮されていたファイルなくなっちゃいますので、もしこの bz2 も残したまんま回答したい場合は、あの、パイプをリダイレクトを使って回答とかっていうやつもあるんですけど、そこは、あの、ちょっと割愛しましょうかね。はい。そういうやり方もあります。 で、えー、次に QC ですね。次に QC ですね。ここまでで質問はありますかダウンロードするところ、ファイルの扱いあたりで。質問はありますかないですかあの、まあ、ゲノムに限らず何でも多分共通の話題だと思いますが、なさそうですかえっ、ー、とですね、QC ですね。まあ、これも基本はあの、 アプリケーション、ゲノムカリシック、RNA カーとか、そういったアプリケーションによらずに、えー、必要だと思うんですけれども、あの、公開データをそのまま使うのは、まあ、ちょっと危険かなと思います。なんでかというと、えー、当然測定環境違いますよね、と。シーケンサーも違うし、あのー、前処理も違う、試薬も違うし、前処理の、あの、腕も違いますよね、やった人の。テクニックも違いますよね。で、じゃあシーケンスかけましたと。で、シーケンサーって、 機械だから同じかというと、そうでもないですよね。あの、まあ、ち、NGS 使ってる方は分かると思うんですが、結構壊れて止まりますし、えー、調子が悪い時ありますし、なんか主役の調整失敗したとか、なんかコンタメしちゃったとかと全然汚い結果出ますし、えー、結構シーケンス結果のクオリティはばらつきがあります。あの、公開されているからといって綺麗とは限りません。はい、でアダ、アダプター配列が入ったまんまのデータも、やっぱりあります。 あの、ホールゲノムとかホールエクソームだとほぼないんですけど、RNA シークとかチップシークとか、それ以外の、あのゲリシ、ゲノムのリシーク以外だと結構アダプターの混入はありますね。あの、あります。まあ、あとタグノムとかですね、はい。なので、あの、これら、あの、ちゃんと、まあ他人のデータを借りてやるわけなので、まあ当たり前といえば当たり前ですけども、まあテストで使わせてもらうので、このあたりは注意して、 あの、他人のデータを、公開データをありがたく使わせてもらうと。ことです。で、えー、やることは、まあ、まず、チェックですよね。ファスト QC っていう操作でチェックして、あ、入ってるねとか汚いねっていうところは、アダプター除去とか、タグロード除去したり、ンダッシュンのクオリティバリューが大体下がるので、ンダッシュタ端はトリミングしたり、もしくはもう、リードが汚ければ、そのリード全体を捨ててしまったりします。します。 ええー、まあ、QC で使うソフトですね。あの、まあ、チェックするため、見るために、ファスト QC を使いますねと、昨日やりましたね。で、ファスト X ツールキットとか、プリンセックとか、トリモマティックとか、Q クリーナーとか、いろいろ、えー、ソフトがあります。ええー、で、まあ、よく使われている、まあ、今日はトリモマティックをご紹介しますが、RNA の世界では、ポリエーテールを除去するのにプリンセックよく使いますし、 伝統的にファーストエクストリルキットは、まあまあ、よく書かれていて、かつ動作速度早いので、ファーストエクストリルキットも、まあ我々も使いますかね。はい。使いましたね。過去形ですね。はい。です。いろいろあります、ソフトも。はい。で、あの、そうですね。はい。で、マッピングについてのご紹介ですね。あの、まあ昨日もちょっと言いましたが、 え、リファレンスゲノムに対して、シーケンシングされたリードが、どこに、えー、まあ、該当するのか、えー、アライメントされるのか、調べる。マッピングですと。まあ、下 AGCT があって、えー、こ,こからここまでだねと。まあ、これ、向き、表現してますよね。左向き、右向き、左向き、右向き、っていう。IGV で、こう、見、見てます。はい。で、マッピングに使うソフトですけれども、 あのー、BWA っていうのが伝統的にゲノムの世界では使われてますね。で、膨大2も、まあまあ悪くない。よく使われてますね。RNA とかでよく使われてますね、膨大2は。で、SOAP っていうのも、あのー、昔からありますね。で、ノバーラインは優勝のソフトですね。企業が作ってますね。あります。まあ特徴がギャップ共用型マッピングと、リンデルがあっても結構張り付きます。はい。で、SOAP2 とか、 えっと、BWA の前前身の MAQ、マックっていうやつは、インデル許可しなかったので、ダメでした。でも、これはもう200年、2008年9年ぐらいの,第の、第一世代型の NGS。第一世代型のジェザーシーケンサーっ変ですね。あの、ま、昔、初期型のジェザーシーーの時代のソフトでだったんですけど、最近は、えぇ、ー、まあ、インデルに強い。で、変異に強い BWA が、よく、ゲノム解析では使います。使います。で、 えっと、東北メディカルメガバンクから昨年出た論文なんですが、えー、日本人1000人以上、1000人余りのホールゲノムシーケンスのデータが論文が出ました。えー、東北メディカルメガバンクから。で、そこでは、えっと、BWA を使ってマッピングして、えー、この後出てくる GATK を使って変異検出したパイプラインと、膨大ツールを使ってマッピングして、えー、サムツールスの m p i ラップと BCF ツールスを使ってスイープ、SNV コーリングしたデータを 精度を比較した論文があります。あります。で、まあ、正確さは膨大2のパイプラインが良かった。でも検出力は b w 方が良かった。みたいな、あの、まとめだったと思います。あの、もし、ご興味ある方は、あの、はい。調べてみてください。あの、すぐ検索できると思います。東北メディカルメガバンクの論文なので。はい。で、えー、まあ、ソフトによってで特徴があります。特徴があります。えー、この後は、 えなので、あの、見てみたいと思います。よえ、NGSBW、えー、N B とですね。バローウィラーアライナーの役なんですけども。どはい。えー、BWA はアライメント、でかい、えー、リードの アライメントも対応したソフトだよって書いてあって、えっ、ー、と BWA の中には3つのアルゴリズムが走ってるんですね。うん。うんいいえー、まあ、バックトラック SW と MEM っていう3つのアルゴリズムが入っていて、この MEM っていうアルゴリズムを今は使っています。使っています。 でまあ、メムがリコメンドだよって書いてありますし、はいでえーとですね、メムがレーテストだよって書いてありますね、はい。で、これをメムのアルゴリズムを使うと、えー、と1メガベースの長さまで対応しています。1メガベースですね。なので、現時点で販売されているほぼすべてのシーケンサーに出てるリードの長さに対応したマッパーです。 まあ、基本的にこの3つのアルゴリズムをどうやって使い分けるのみたいなこと書いてありますね。はい、まあまあ、メム使いになって書いてありますね。はい、まあ、そんな感じです。で、これは結構、あの、メムが出たのは一昨年ぐらいなので、最近です、はい。はい。はい。最近です。まあ、こういうのを読んでいただいたり、まあ、ググっていただくと、アーダコーダ議論もいっぱいされてますので、で、マニュアルも、BWA マニュアルページっていうのが右側のリンクにあって、 マニュアルも使い方とか細かく書いてあるので、はい。あの、本当に使うという方は、この辺りを見ていただくと、いいかなと。いいかなと思います。はい。いろいろ書いてあるんですね。はい。これ BW ですね。で、まあ、防体2も同じようにサイトに行くと出ます。まあ、イ体1もありまして、イ体1はインデル負荷なので、防体2がいいと思います。 で、えー、マッピングされた結果に対して変異を検出します。で、えー、リファレンスに対して、えー、シーケーシングされて、マッピングされたリードが、えっ、ー、と、リファレンスと違う塩基のとこだけこうやって、文字が出ますね。はい。これはリファレンスは A ですけども G になっている。ここは C ですけど A になっているっていう例ですね。はい。で、まあ、ホールゲノムシークではこれがまあ300万、ヒューマンだと300万は出ますね。 で、一個一個見るのは、まあ、現実的に不可能だということは、想像に固くなると思います。で、えっと、リアライメントですね。あの、リアライメントって必要だってよく言われてますけども、あの、なんで必要かなんですが、BWA っていうマッピングソフトは、とても早くマッピングできます。え、ブラストと比べて100倍から、まあ、数百倍早いと言われています。なので、ブラストで1ヶ月間かかるマッピングが、あの、BWA だと、 数時間で終わるわけですよね。もう数百倍早いので。じゃあなんでみんな、B、ブラストじゃなくて BWA 使わないのかというと、まあ、ミスが多いんですよね。あの、早くがやる、早くマッピングするがゆえに、あの、エラーが起こりやすいです。BWA は。なので、BWA でどこにエラーが出やすいかというと、インサーションデリエーションがある場所とか、その周辺にさらに SNV があるような場所でエラーが起こりやすいです。じゃあ本当かなと思って検証しました。 えっと、まあ、書いてますね。インデルがある場所で起こりやすいで、えっ、ー、と、まず最初に BWA でマッピングした結果を IGV で見たのがこの例です。これ、あの、デリーションです。変異が1個あって、デリーションでした。ふんふんと。まあ、本当っぽいですよね。でも、リアライメントしました。リアライメントっていうのは GATK の,オあのソフトがあるんですが、インデルがちょっとあるので、ちょっと BWA ミスしてるんじゃないのかなっていうふうに予想して、 もう一度丁寧にマッピングしてくれる機能です。リア,リアライメントですからね。なんで、この辺があのリアライメントした方がいいっていうのを予測して、そこをリアライメントすると。そういう,うな機能が自衛的には入っています。で、実際にリアライメントすると、結果、実際にはもうちょっと大きなデリーションに変異が2個あったということがわかりました。ブラストだったらこういう間違いしないんですが、ビ w オブレードだとこういう間違いしちゃうんですね。実際にはこうだったと,ということがわかりました。 ので、あのー、リアライメントは、あのー、まあ、必須でした。はい。で、次にベースキャリブレーションという操作も行います。あ、ちなみにこの流れなんでこんなリアライメントとかベースキャリブレーションとか唐突に出たかと言いますと、あのー、ゲノムの変異の世界で、えっ、ー、と、GATK のベスト えっとですね、GATK の、えー、ホームページにですね、ゲノムアナリストスウルキットのページにですね、ベストプラクティス、つまりこれがゴールドスタンダードだよっていうやり方が公開されています。公開されています。で、これ読むと、あのー、 書いてあるんですね。マッピングは BWA を使いたまえって。で、リアライメントはちゃんとやりたまえって書いてあります。で、あのー、まあ、ジャームラインとソマティックだってジャームラインですね。で、ちなみにこれはあの、最新はこれですね。はい。ので、GHDK のベストプラクティスを参考にしてます。このベースキャリブレーションも、えー、GHDK のベストプラクティスの中でやって、やってねって書いてあります。で、どういうことかというと、シーケンサーによってなんですけど、 AA とか AG とか AC とか AT というふうに配列が並んでいるとどうやらあのクオリティバリューの値を高めに設定したり低めに設定したりしちゃうようなんですね。その2円期目をどうやら。で、AA になるとそのえとクオリティバリューが0からちょっと低めに算出しちゃう。AG だとその G をちょっと高めに算出しちゃうクオリティバリューはこういう特徴があるそうです。AGC だとだいぶ高めにカウントしちゃう。 こういう特徴が、あの、あるそうで、これを補正するのがベースキャリブレーションですね。クオリティバリューを統一する。なぜか統一するかというと、えっと、クオリティバリューの大きい T サインによって変異の検出に重みをつけているからですね、はいです。変異検出の信頼度が揺らぐので、クオリティバリューのバラつきがあると。そのバラつきを抑えてノーマライズしてます。ノーマライズしてます。マイクロアレイの発言のノーマライズのようにですね。クオリティバリューのノーマライズをしています。 まあ、結構統計的に、あのー、まあ、トリッキーと言いましょうか。難しいことやっています。これ、これって、あはい。感覚的にはソリッドの頃の昔の話なんじゃないかなって気がするんですけども、それに関してはいかがでしょうか。はい。あの、ソリッドの時は、すげえやらないといけなかったという感じですね。で、イルミナの方も、やはり傾向強度で読んでる以上、あのー、誤差とかブレは絶対出るわけなんですけれども、はい あのまだちょっとあるというところでしょうか。ですがあの、ブレ幅は相当少ないのは印象です。はい、ブレ幅は相当少ないですけども、まあ、やる必要があるねと思ってます。で、次にですね、変異検出のソフトですね。えー、歴史的に今と言いましょうか、ま、前はサムツールスの MPyLab を使っていました。で今,でも今でも使います。 にじで、その次に GATK というものが世に出てからですね、もう GATK になっちゃいました。5年前ですかね。5、6年前にもう最先端の研究者の中で、これからの変異検出は GATK だよねっていう話が一気に広がりました。で、ユニファイドジェノタイパーっていうソフトが GATK の中に入っていまして、これがもう業界標準になって、で、ベストプラクティスでもこれを使えと言ってます。はい。で、 え次にハプロタイプコーラーという変異検出ソフトも出ました。今ではこれが。2016年現在、このハプロタイプコーラーがマージョリティです。ただし、計算時間はユニファイトジェノタイパーと比べて結構かかります。ユニファイトジェノタイパーの変異検出の速度の、えー、ハプロタイプコーラー、4、5倍はかかっているイメージなんですけど、どうですか三沢さん。2、3倍ぐらいか,かってる感じですね。だそうです。はい。2、3倍ぐらい計算時間かかる。 ぐらいですねその代わり、この後紹介しますけど、とってもいいベネフィットもあります。あちなみにバースキャンというのは、えー、と融合遺伝子とかあじゃなかった、が、え、ん、ー、のソマティックミューテーションの変異検査ですね。に使いますね、バースキャンはい。正常細胞と主要細胞を比較して、主要細胞特異的なソマティックなミューテーション対策を見つけるのがバースキャンまあ、いろんなソフトがいっぱいあります。で、他に最近よく使うのがフリーベイズっていう変異検査 フリーベイズっていうのが最近あのアメリエフ社内では人気な変異券ソフトで両方やります GATK のユニファイドジェノタイパーもハプロタイプコーラーも、えー、フリーベイズも3つというか、はい、やりますでこのハプロタイプコーラーは GATK のバージョン2.0以降に入ってます最新の GATK は3.5ぐらいなんですけどユニファイドジェノタイパーは今でも入ってます で、バージョン1.6まではユニファイドジェノタイパーしかなかったんです。で、2以降は、えー、コマーシャルユースは優勝になりました。我々は企業として受託解析をやっているので、えー、コマーシャルユースなので、ハプロタイプコーラーは使えてません。まあ、買えばいいんですけど、えー、今のところはそこまで必要性を感じてなかったので、えー、ユニファイドジェノタイパーだけで変異検出をやっています。<laughs> まあ、そろそろ買えるかもしれませんが、あの、ソフトを購入して。 えー、JTK の最新版を購入して、えー、ハプロタイプコーラーを使うかもしれませんが。はい。まあ論文ももちろん出てますね。あの、どれぐらいのこう、えー、ちゃんとコールできたかっていう論文があります。えー、JTK のハプロタイプコーラーとか、えー、なんかいろいろありますね。はいバ。バースキャンを使ったとか。はい。で、これはインデル。下はインデルの検出ですね。サンプル ID が。 77番さんまで、78番までいいのかなで、やってるんですね。はい。あのー、まあ、GATK のハプルダックコーラが一番良かったねっていうのが結論です。ハプルダックコーラが一番良いというのが結論です。はい。特にインデルの検出、特にインサーションデリッションの検出ではです。で、えっとですね、最新の、最新版の GATK、あ、3.6に上がってました。3.6では、 え、ちょっと衝撃的な事実だったんですが、このリアライメントはもういらないよっていうふうに発表されました。先ほどリアライメントやるって言いましたけど、リアライメントはもうハプロタイプコーラーを使う限りいらないよと。なので GDTG3.6 からは非推奨になりました。リアライメントという作業は。で、これ結構計算時間食ってたので、リアライメントは。えっと、全解析時間の2割 から3割は食ってましたかね、リアライメント。マッピングよりも時間食ってたぐらいなので、これがなくなったのは非常に大きいです。解析時間が短縮されます。はい。まあ、ハプロテフコーラーは、あの、時間かかるんですけどね、ちょびっと。はい。です。はい。で、マッピングと変形数の話はこの辺で。で、次に、 まあ見つかった変異に対してアノテーションをつけますねと。はい。まあこの A が G に変わったとか C が A に変わったらどんなことが起こるかもそうですし、遺伝子の上流にあるプロモーター領域とか、えー、イントロンのジャンク、イントロンのこうエクソンのすぐ近くで、えー、イントロンがイントロンとして働くために大事な役割をしている場所かもしれませんよね。まあコーディング内容も変わりますしね。ということを、まあ遺伝子データベース、遺伝子アノテーションデータベースから えー、くっつけると。情報を付加すると。ことをやります。で、ソフトとして、えー、ヒューマンの研究を、人間の疾患の研究をされていた方は、このアノーバーっていう方が馴染みがあると思うんですが、えっ、ー、と、人のみなんですけども、高性能なアノテーションツールとしてアノーバーが使われていました。ですが、これは企業に買収されてしまいまして、コマーシャルユースできません。まあ、買えばできますけど、結構高いんですね。 なので、もうオープンソースになっていて、かつ、いろんな生物種に対応した SNPF がもう業界の標準になっています。SNPF です。これも、あの、NGS、えー、SNPF と検索すると、 サイトが出てきますね、はい、最新のバージョンは4.2で、まあ、Java で動くソフトです。でいろんなで生物種のデータベースも、えー、落とせるので、まあ、マニュアル等を見ていただくと、まあ、サポートオーバー3万8000ゲノムスって書いてありますね。3万8000生物種に対応してるよと言ってます。あの大腸菌でもこういろんな株によってありますよね。ああいうのにも含めてだと思いますけれども。 やってますで、GATK コンパシブルだよとか。はい。いろいろありますね。HGVS のノーテーションやるよとか。あの、人のゲノムの,あの変異の記法ですよね。の、えー、ネーミングのやるよとか。キャンサーの方もやるよとか。いろいろ書いてありますね。はい。のスニップ F が今はおそらく業界標準だろうなと思っています。で、まあ、シアトルシックルっていうのもウェブベースですけれども、あります。 えー、大きな流れとしては、こんな流れですね。あの後半では実際に手を動かしていただくんですけれども、えー、まずは、ファスト Q ファイルは手元にありますから、ダウンロード済みのものがありますから、QC、えー、ファスト QC を実行して、クオリティをチェック、コントロールします。ま,あ、まず目で見てみる。 で、トリモマティックによって、クオリティコントロールを行います。で、トリモマティックのすごいところは、あの、ペアドエンドの情報があったときに、あの、リードのクオリティが低いと、そのリード捨てますよね。捨てたときに、ペアの反対側も捨てないとダメなんです。これは。ペアドエンドじゃなくなっちゃいますからね。なので、ペアドエンドのデータをトリモマティックに渡して、QC、クリーニングして、で、 リードを片方側を捨てたら、もう片方側も同時に捨ててくれるソフトです。で、これって当たり前じゃんと思うんですけど、ペアとエンドの1個ずつしかクリーニングすることができないソフトが大半でした。ファストエクスルーキットもそうなんですけど、ペアのリードをセットでクリーニングできるソフトって今までなかったんですね。トリモマり桃ッきが出る前は。なので、あの、我々は自分たちで作っちゃったんですけど、あの、まあ、オープンソースではなかったんですね。 なんで、トリモマティックはそれができる。まあ、最初と言っていいぐらいのよくできたソフトでした。はい。で、やっぱりペアの情報を、例えばリードの片方だけがない、えー、ファイル、ファストキューファイルを BWA とかに投げると、ほぼエラーで、あの、固まります。止まります。あの、普通だったら1時間で終わるマッピングは3日経っても終わらないみたいなことが起こります。ので、クリーニングするときは、ペアセットでクリーニングするということは、あの、 常に気をつけておいてください。まあ、トリモマティック使えば問題ないです。はい、で、ええー、まあ、綺麗になりました。クリーンになったファーストキューファイルができました。それを BWA のメモアルゴリズムによってマッピングします。一ゲノムにマッピングします。で、これ大体いい時間ですね。が、えっ、ー、と、ホールエクソームのデータか、片側8ギガ、8ギガぐらいですね。8ギガバイト、8ギガバイトとかね。えっ、ー、と、まあ、5000万、3000万リード、3000万リードとか。 それぐらいですね大体のサイズ感は。のデータで、マッピング1時間半かなぐらいですかね。大体コンピューターの性能にもよりますけれども、大体1時間から2時間を見とくといいかなと思います。えー、我々のコンピューターは 3.5GHz6 コアのマシンを使った場合ですね。4コア分子化使わないんですけど、普段は。のぐらいの性能で大体1時間から2時間です。ホールエクソームで。ホールゲノムだと2日から3日です。1サンプルで。 2 3日かかりますあ,あ、マッピングだけ全部の工程があるんですね。マッピングだと何時間だろうな。か数えてないな。80時間そんなしないか。何時間かな。はい。あの、それは、三沢さんが言ってくれるかもしれません。怪しい。はい。で、えー、まあ、時間は、マッピングはかかります、ね。法律様だと1時間から1時間かかりますけど。で、白のタイプコラーによる変質も、これも1時間から2時間から3時間ぐらいですかね、かかります。 3時間ぐらいわかるかなはい。かかってます。で、えー、フィルタリングをやります。フィルタリングはまあまあそんな時間かかりませんね。デプスが浅いよとか、あの、ペアドエンドのはずなのに、やたら片側向きのリードが多いねとか、ですね。ストランドバイアスがかかってるね、みたいなことですね。とかね。で、フィルタリングします。で、このフィルタリングはまあ後で後半やりますけど、フィルタリングイコール捨てるではないです。この、 GATK のフィルタリングは。上のトリモマティックによるフィルタリングは汚いリードは捨てますけれども、あの、ノイズになるので、偽陽性の原因になるので、捨てます。<laughs> 偽陽性の原因に本当になるので、えっ、ー、と、汚いリードは捨てます。何千万リードも読んでるので、えっ、ー、と、100万リードくらい捨ててもどうったことないので、数パーセント以下ですから。だって、毎回数パーセント以下ですね。クリーニングされて捨てられるのは。でも、えっ、ー、と、GATK の方は、一応検出した変異は、 えっと、レアな変異の場合もありますし、えっ、ー、と、ちょっとデプスが浅いよとか、なんかおかしいよっていう情報があったとしても、捨ててしまうと元に戻れなくなってしまうので、あの、フィルタリングもラベルだけつけます。ラベルだけつけて、えー、捨てずに残しておきます。なので、えー、ホールエクストームで2万変異検出されたら、その2万変異を捨てることは基本しません。ラベリングするだけです。ラベリング。で、アノテーション付けします。 で、ラベルに加えて、アミノ酸値換を起こす、起こさないとか、えー、イントロンの、こう、両サイドにあって、スプライシングのバリエーションを起こしそうだとか、えー、ストップコードになってるとか、まあそういった意味付けを行います。はい。で、まあ IGV によって可視化するところまで、今日はやります。で、えー、これは1サンプル単位ですよね。あの、IGV では複数サンプル縦に並べて見られますので、サンプル間比較は数サンプルであれば当然できます。 ですが、おそらく本当にやりたいことは生命現象の解明なので、その変異がじゃあ何をしているか、どんな悪さをしているか、どんな病気の原因になっているかっていうところが本当だと思うので、そこは時間が結構必要になるので、今回は残念ながら扱わないので、個別に聞いてください。はい。です。で、えー、前半、午前のお話は 以上となりますが、えー、全体を通してでも、細かいところでもご質問はありますでしょうかゲノムやってる方が少なめだったので。はい、お願いします。すみません、ペープスのところの話なんですけど、はい、えと取ってきたサンプルの中、一腸細胞が少ないから。 どうなんでしょうかはいあのがん細胞のバイオ細胞ですねセルライン買ってきたものとかであれば、えー、必ずしも100必須とは思わないんですがまあでも信頼性の担保のためにデプスは厚めにしてやりますジャムラインとはやっぱり違うので変異の出方が特に構造変異が起こる場合にえっ、ー、と リなんだろう、シーケンシングのミスも考えられますし、え、マッピングのミスも考えられますし、検出するソフトのミスも考えられるので、結局、そういったミスを、え、何でカバーしているかというと、デプス多数決でカバーしちゃってるわけですよね。たくさん読むことによって。なので、多ければ多いほど、まあ、信頼度は上がると思います。ジャムライン変異であれば、まあ、統計的に30回で大体見つかるねってことはありますけど、ガンの場合は、そもそも DNA が壊れてしまっているので、 まあ念ありには念を入れてお厚めに読む方がいいと思いますこの時に、えー、と読まれている、えー、主要サンプルの10%は、えー、とジャームライム読めっていうふうにあの書いてあったりするんですけどもそれは何で何でなんしょうかジャームライムを読めというのはどういう意味なんですかねえっと正常サンプルと主要細胞を取ってきて、えー、主要細胞を含まれているほうを株主100で取るで、えー、と正常な細胞の方をまを、あ あの、なんか、リストから書いてあったんですけど。ほう、そうなんですね。パンじゃダメな理由は何だろうと思って。なるほど。えっ、ー、と、国内のとある業者さんに、ペアの細胞を、正常と腫瘍ですね、を送って、癌の比較の解析をお願いすると、確か腫瘍は正常の倍読んでますね。50と100読んでたように思います。なので、そのシーケンシング会社さんは、えっ、ー、と、まあ、50ぐらいにしてますね。ジャムライン、正常の方は。なので、まあ、 我々のイメージも、まあ、1対2か1対3ぐらいでいいイメージは持ってます。体重と癌で、まあ、ちゃんと綺麗であれば。実はがン率が低いとだ足りないですよね、もちろん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 私ぐ DRA から取ってくるときに SRA 形式のやつ、刃が私はファーストキューブを取ってくる派みたいな感じでんてて、うん、その後こうあとにアン SRA 派だったのでこう私を見たりしてたんです <laughs> <laughs> 最近はやっぱり DRA の方があの取りに行きやすさという点であのみんな DRA がいい。 少なくても日本の方はなんか認識、そういう認識になってきているんじゃないかなという気がするんですけども、でそれで、えー、ファスト Q がある場合は、えー、とファスト Q という感じのお話をされていので、そういう方向にみんな行ってきたのかなという印象があるんですけど、そのあたりどうですどこのサイドから落とすかですね、ヨーロッパかアメリカか日本の SRA のどこのサイドから落とすかでいうと、 最近はアメリカの SRA、NCBI の SRA から落とす方が、えー、傾向として増えています。で、なんでかというと、インターフェース、ダウンロードするインターフェースがとてもよくできています。とてもよくできてます。それは木曜日にやります。久保がやります。で、私もあまり使ったことなかったんですけども、その久保が資料をまとめていて、 あの、見てたときに、SRA のサイトでのダウンロード方法を教えてもらったんですけど、あ、これは便利だねって思う機能が盛りだしたんでした。で、DDBJ の DRA は、まあ、距離的、物理的距離が近いので、ダウンロード速度は速いんですけど、インターフェースが、うーん、はいっていう感じなので、さすがアメリカさんは、そう、インターフェースとかは上手いなと思いました。作り込みが。で、ダウンロードマネージャーもついているので、とてもよくできていました。なので、あの、 オーバーナイトで待てるとかあの明日はアメリカが休みだからネット混んでないだろうみたいな時には SRA に取りに行ってもいいかもしれません。はいまあ、ちょっと待てるとかだったんですね。でファイルファスト Q ファイルを落とすか SRA ファイルを落とすかの方ですけどもあの、まあ、実は SRA ファイルって回答する時にオプションでクオリティがが何とかなものは回答しないとか,なんか結構いろんなことができるらしいんです。 あの、私もそんなハッキングしてないので、詳しくはないんですけども。ですが、まあ、めんどくさいので、パソにしてます、私は。はい。まあ、好みの問題なので、まあ、どちらでもいいと思いますけど。ここまで聞こえてますか大丈夫ですかはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、では後半、実習パートを始めていきたいと思います。えっ、ー、と、はじめにですね、ちょっとご紹介させてください。 はい、えー、私、三沢拓馬と言います。えっ、ー、と、ここに書いてある通りなんですけど、えっ、ー、と、実際、専門分野っていうのは、えっ、ー、と、R を使った、えっ、ー、と、統計解析とか、あとは、やっぱ R ってコマンドラインの操作になってくるので、あまりこう、馴染みがなかったりするので、それを GUI 化したりとか、まあ、そういったことをやって、論文を書いてた人です。で、えっ、ー、と、これ見て分かる通り、今、これは h a n d は n g s ハンズオンなんですよ。 なのに、ゲノムとかの話を一切してないですよね。なんでかっていうと、専門分野じゃない人が今ここに立ってるんです。でも、えっ、ー、と、皆さんに何か教えられるだけの、えっ、ー、と、知識とか技術とかを、えっ、ー、と、すぐに習得できるっていうことの、えっ、ー、と、シンボルだと自分自身思っています。まあ、ですので、今日、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、ハンドアウトも用意してますが、このコマンドを覚えるだけで、まず一通りの解析ができるようになると。 思っていただいて間違いないです。で、えー、っと、その後に、例えば今の流行りの解析手法とか、そういったものを取り入れたいとか、そういう話になった場合に、まあ、昨日の授業でもありました通りの、えー、っと、やり方を調べる方法とか、インストール手順とか、そういったものを、えー、っと、勉強していく必要があります。とりあえず、今日の、えー、っと、コマンドで、えーと、とりあえず意味が分かっておけば、えー、っと、変異検出、アノテーションまではできるので、 えっと、まあそうですね。まあ、そこまであのサンプルに依存しますが、論文一歩をかけるぐらいの知識に力はつくんじゃないかと思います。はい。で、えー、本日、えっ、ー、と、講師、私、三沢拓馬の他に、えっ、ー、と、後ろに尾の上おりますので、今一番左の奥ですね。おりますので、えー、こちら TA として参加していただいています。えー、私の先輩に当たります。えっ、ー、と、得意分野は RNA 飼育、あとは融合遺伝子に詳しいです。もちろん、あの、 会社としてゲノム解析やっておりますので、もちろんゲノム解析のことについても OK です。えっ、ー、と、しコアな知識とかを聞きたかったら、えっ、ー、と、ぜひ、尾上の方までお願いいたします。<laughs> 次にですね、<laughs> はい、えっ、ー、と、午前中の授業で、はい、えっ、ー、と、午前中の授業で、まあ、えっ、ー、と、昨日ほど質問があまりなかったなと思ったんですね。 で、それを考えたときに、何でだろうと思ったときに、まあ、昨日よりも少し内容がコアになってきたっていうことの他に、これだけの人数がいらっしゃると、まあ、中にはシャイな方がいるんじゃないかと思うわけですね。えっ、ー、と、ですので、はい、こういうものがあります。はい、今、えっ、ー、と、お手元の端末でツイッターがあったら、これ、えっ、ー、と、シャープ、アジャックス。これ、ハッシュタグやると、えっ、ー、と、この講習会で使われているハッシュタグらしいので、 えっと、例えば質問とかを打つと、うちの社員が、今オフィスで働いている社員が答えてくれたりします。っていうシステムを作って、<laughs> そういうお願いをしてあります。で、メリットとしては、リアルタイムに気軽に質問ができますよね。あ、ただし、あの、帰ってくる保証はないですよ。<laughs> はい、リアルタイムに質問ができます。あと、ログが残ります。一人、昨日の話にもありましたが、一人が疑問に思ったっていうことは、多分大半の人が疑問に思っている内容も含まれてるんです。 ですので、こういったものが質問して、それに対する回答が来る、それがログとして残ることによって、ちょっと遅れていた人が、後でこれなんでなんだろうと思ったときに、ツイッターとか見ると、あこれこれ、こういうことだったんだよってことが分かりますよね。まあ、なので、疑問の共有に使っていただければと思います。こちらはツイッターのですね、ここに検索窓があって、アジャックスって打つと、今こんな感じになってると思います。はい、これ先ほど私がふざけてつぶやいたスーパーミサートタイム始まります。 で、その下にも、実は今日、自分そこでポチポチ携帯いじってて、何やってるのか遊んでたわけじゃないんですよ。実況してました。はい。午後は1時からですとか、ちゃんと真面目なこともしゃべってます。で、ここに何かしら質問を書いていただいたりとかすると、えっ、ー、と、うちのスタッフ、えっ、ー、と、特に一番張り切ってるのが、えっ、ー、と、4日目、久保なんですけども、<laughs> はい、いろいろ答えてくれると思います。あ、でももちろん、あの、一番いいのは、この場に、 せっかく皆様足を運んでいただいたわけなんで、この場で質問していただくのが一番いいんですよ。まあ、シャイな人のためのものだと思ってください。はい。次に、えー、と実際コマンドに入る前に、このページ出しておいてください。今日のコマンドは昨日に比べて少々難易度が高いものが含まれています。ですので、できるだけコ捨ペの方が、えー、と安全に進めることができます。もちろん手で打っていただいても結構です。どれぐらい大変なのかとか、そういったものがわかります。 えっと、このページにたどり着くのめんどくさいと思うので、えっと、Google 検索で GitHub アミリーフって検索すると3つ目ぐらいに出てきます。あ、やってみますかね。GitHub アミリーフって検索すると3つ目ぐらいに GitHub コーポレーションのページが出てきてで、このハンズオン講習会はプライ、えっと、パブリックリポジトリになっているので、あごめんなさい、これ中にか見ちゃいました。 はい。このページだけが、NGS Hands On というページだけが見えているはずです。ですので、それをクリックしていただくと、このページに飛べると。で、今回、えっ、ー、と、実施を行うのは、このリシークですので、じゃあ、下の方ですね。こちらのコフィペイオーコマンドを押していただくと、先ほどのページに飛びます。このページにたどり着けない方いらっしゃいますか 大丈夫ですね、えっと、何かわからないことがあったら手を挙げていただければ TA が直行しますので、はいえー、ではまず大 a 環境を立ち上げてください。 欧米環境まで大丈夫でしょうか。大丈夫ですね。はい、ではまずターミナル開きます。大丈夫そうですか。 はい。では、いよいよコマンドを打っていきましょう。えっ、ー、と、今回行う、えっ、ー、と、実習は、リシークの、えっ、ー、と、実習になっております。まあ、ですので、それ専用のフォルダを作ってあります。まあ、なので、チェンジデリストリー、CD、こちら、スペース、で、ルート、ホーム、IU、リシーク。これ、打ってみてください。 こんな感じですね。ここスペース忘れないようにお願いします。はい、うまくディレクトリの移動ができると、こちら、先ほどまで iu っていう場所にいたよって書いてあるところが、リシークに変わっていると思います。こちら、上も変わってますね。はい、で、ここで、えー、っと、今、る場所の、えー、っと、どんなファイルがあるか確認するコマンド、昨日も何度も打ちましたね。ls、打ってみましょう。そうすると、データっていうものが出てると思います。 ここまで大丈夫でしょうか大丈夫ですね。では、このデータの中、ちょっと見てみましょう。あ、ごめんなさい。その前にファスタファイルで紹介しなきゃいけないですね。申し訳ありませんでした。えっと、今回使うデータ、先ほどの解析データは、先ほどのデータというフォルダに入っています。で、これはファスタファイル、リファレンスのゲノムが入っている。 えっと、リファレンスのゲノムのことなんですけど、リファレンスのゲノムはここに置いてあります。また別個です。では、昨日も一度やったんですけども、おさらい含めて、えっ、ー、と、もう一回ファストファイル中身見てみましょう。 この画面までたどり着けたでしょうかたどり着けてない方いらっしゃいますか大丈夫ですか大丈夫そうですね。はい。えっ、ー、と、ファスタファイル。昨日も一回、えっ、ー、と、詳しい説明があったと思いますが、ファスタファイルというのは、この演技ファイルがとにかく羅列してあるものです。 で、一行目。これはコンティグが書いてあります。今回の場合だと染色体の名前が書いてあります。今ここには CHR。はい。あ、大丈夫ですね。今ここには CHR、クロモソームの1番というふうに書いてあります。で、えっと、これ長いんで、さすがにあの、でもお見せすることはできないんですけども、下の方に行くとまた、えっと、小なりで、クロモソーム2番といったように、とにかく羅列されているものがファスターファイルになります。 今、こちらレスコマンドで中身を見ていますので、Q ボタンですね。Q ボタンを押すと終了です。ここまで大丈夫でしょうか。次ですね。解析ファイル。 えっと、fastq ファイルスタートなので、今回は、えっと、それを確認してみます。同じようにレスコマンドを使います。で先ほど申し上げた通り、データフォルダの中に入っています。les データ、あ、えっと、ーー ls データと打つと中に入っているファイル名を参照することができます。で、今回、まず最初に言っておきたいのが、えっ、ー、と、昨日参加された方ってどれぐらいいらっしゃいますか大半参加されてますね。 えっと、昨日の段階だと、もうファイル、えー、ごめんなさい、えー、フォルダを開いた段階でいろんなファイルがもう用意してあったんです。で、今日はそのファイルを自分たちで全部作っていかないといけないということになります。昨日は解析済みのデータを置いておきました。今回はそれをデータを作っていきます。それが、えっ、ー、と、リシクの解析のフローのうちに出てくる結果ファイルです。それを一個一個作ってくるイメージだと思ってください。 えではファスト Q ファイル、どんな感じになっているか、もう一度えとおさらいを含めて見てみましょう。こちらのコマンドを実行してください。レススペースデータスラッシュ ER038793 アンダーバー1ドットファスト Q。 リナックスの基礎をおそらく教わっていると思うので大丈夫だと思いますが、レスの後には、どのフォルダを参照するかという名前が入ります。ファイル名が入ります。ただ、ファイル名は今、リシークの真下にあるわけではないので、データの err03 なんと、えっと、アンダーバー 1.fastq っていうファイルですよっていうふうにパスを指定してあげている状態です。打てましたでしょうかはい。エンターを押してます。エンターを押すと、このような感じになっています。 で、ファストーファイル。昨日にも説明がありましたが、えっ、ー、と、合計で4行の構成になっています。で、1個目にこういう、えっ、ー、と、情報が入っていて、2個目に延期配列。で、えっ、ー、と、だいたい1個目と3個目は、えっ、ー、と、同じようなものが入っています。で、えっ、ー、と、4行目。これが、えっ、ー、と、クオリティになっています。えっ、ー、と、これ見て、12345。6行あるじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、これはコンソールの幅が足りなくて、勝手に折り返されているだけなので、まあ、例えば、イメージしてほしいのは Excel。 とかで考えると、しっかり行に収まっている。というふうに、えっと、見てください。ファスト Q の参照できなかった人いらっしゃいますか大丈夫ですか大丈夫ですね。はい。えファスト Q ファイル4行ということを覚えておいてください。はい。では、今回使う、えっと、データの んと、規模をちょっと調べてみたいんですが、え、先ほど午前中の授業で、えー、っと、ダウンロードしたものを、ん、えー、と、まびいて、えー、っと、置いてあるという話がありましたが、実はまびいておりません。えー、今回は、えー、っと、セレビシエ、割とそこまで長いものでもないので、思いっきり、えー、っと、すべてを解析するという方針でいこうと思います。まあ、ですので、パソコン頑張ってるなーっていうのが多分実感できると思います。 ではこのコマンド、まず上のコマンドですね、実行してみましょう。解説はまた後で入れます。こちら、wc-l-data-err の一番のファストキュー見てましたでしょうか。 これ wc ってのはワードカウントの略です。ワードカウントのラインの略ですね。ですので、何行あるかという話、えー、何行あるかというコマンドになってます。押しますと、こういう、えー、っと、コンソールにこういった、えー、っと表示がされると思います。ここまで大丈夫ですかはい。えー、っと、これ行数なんですね。 で、これはデータの名前になってます。で、えっ、ー、と、はい、FastQ っていうファイルは合計で4行なんですね。ということは、これ割る4がリード数ということになります。大丈夫でしょうか。では、こちらでは打ちませんので、えっ、ー、と、皆さんこれ打ってみてください。おそらく同じものになっていると思います。 なってなかったら、あの、緊急事態なんで手を挙げてください。 同じにならなかった方いらっしゃいますか大丈夫ですかあとはコマンドがあまり打ててなくて、ちょっと今詰まってるっていう方いらっしゃいませんか大丈夫ですか大丈夫そうですね。では次に行こうと思います。えー、こちら、こちらも昨日出てますが、えー、と、fastqc。えー、と、こちらを使って、えー、と、実際のクオリティのチェックをしていきます。 今回のデータは、えっ、ー、と、先ほど午前中にもありました、公開データを落としてきたものです。要は、えっ、ー、と、自分自身がハンドリングしていないので、どういう操作をしているかとかもわかりません。えっ、ー、と、午前中の講義でありましたが、えっ、ー、と、何か、えっ、ー、と、タグがついているという情報もあったので、ちょっと心配ですよね。まあですね、そういったところを重点的に見てみましょう。ファスト QC のバージョンとヘルプ、昨日やった気がするんで、飛ばしてもいいかなと思います。特に解析に意味のあることではないです。 はい。では、順番に、ちょっとずつ複雑になってきますが、えっと、コメント、えっと、コマンドを打ってみましょう。すいません。えっと、1箇所間違えております。ここ、マイナスじゃない、ハイフン C、これ抜いてください。いいですね。これ抜いてください。これは、えっと、タグとかアダプターとかが付いてるときに、えっと、別途ファイルを入れることによって、それを削れるんですけど、今回そういったものはないので、はい、ハイフン C はいらないです。これは抜いてください。コピペ用のコマンドにもしっかり C 書いちゃってますけど、抜いてください。お願いします。 あ、あともう一つ、多分、つい、んと、最初に言っておかないといけないことがあって、Linux の基礎のテキストを実はあまり読んでなくて、ちょっとやってるかどうかわかんないんですけど、これ、あの、バックスラッシュ入ってますよね。日本語のキーボードだと円になると思います。これは、えっ、ー、と、コマンドの続行を示しているんですね。なので、ここで Enter を押したところで、コマンドは実行されません。この次のやつは入力されて、一行として扱われます。 理解できますか大丈夫ですか実例をお見せしますね。例えば、先ほどのレスデータファスト Q。これで先ほどファスト Q の中身が見れたと思うんですけど、レススペースのところにバックスラッシュ打って円幕のところですね。打って、 で、隙間なく、データ err, 1, fastq, って打つと、先ほどと同じ画面が出てくると思います。これなんでこういう風にしたかっていうと、これあの、今日出てくるコマンドをパラっと見ていただければわかるんですけど、ものすごい長いコマンドが出てきます。これを一個一個 <laughs>、あの、しっかり書いていくと、どこでこう開業されてるのかわからなくて、どれがどのコマンドなのかわからないので、こうしているだけです。もちろんあの、皆さんが打つときは別にこれ、 個性を一応推奨しているのでまあそのまま打たれるかと思いますが自分で手で打っている方は別に打たなくても位置繋がりで打っていただければ通ります引き続きこのコマンド打ってみてくださいファストキ QC これ C 抜いてくださいでは前でも打っていきますね では皆さん追いかけてやっていきます。えっ、ー、と、今回のこの1個目のコマンド。これはメイクディレクトリ y 今このフォルダの中にディレクトリを作りますよ。メイクディレクトリー。で、ここは名前です。なので、fastqc before というディレクトリを作りました。えっ、ー、と、いちいち書いていませんが、ls って押すと中身が見れるんで、はい、中にできてます。ただ今このフォルダは空っぽです。 はい。では、このフォルダの中に FastQC かけた結果を入れましょう。というコマンドがこちら。FastQC、はい、というソフトを使いますよ。FastQC コマンド。マイナス O、これアウトプットの略ですね。アウトプットは f a s t q c b e f o r e に入れてくださいよっていう意味です。で、このマイナス F、昨日これ入ってることによってエラーが出た方がいらっしゃったと思うんですけど、これはフォーマットの指定です。まあ、ですので、今回 FastQ フ,ファイルを入れるという話なので、FastQ ファイルです。 えー、さらに興味がある方は、えっ、ー、と、一応あの、書いてあるんですよね。サム、えーと、サムファイル、バムファイルも入りますよ、みたいなことを確かどっかに書いてあったと思います。なんで、今回はファストキューファイルを使うので、えっ、ー、と、ファストキュ Q と打っているよ、と理解していただければと思います。で、散々抜いといてと言ったのに、えっ、ー、と、私が今入れそうになったんですけど、はい。で、えっ、ー、と、海洋でデータですね。 ファスト QC は連続で何個も何個も入れることによって全部処理してくれます。はい、そうするとこのようにスタートされますね。これが今ファスト QC、クオリティチェックを行っている状態です。 はい。この辺りからパソコンがシュイーンって言い始めると思うんですけど、大丈夫ですか <laughs> あの、貸出用のパソコンがそこまであの、能力が高いわけじゃないので、途中で止まったりとかするのがちょっと怖いんですよね。昨日あの、IGV で止まった方いらっしゃったと思います。今日も実は IGV 止まるんで、ちょっとビビってます。はい。何かトラブルがあったらすぐに伝えてください。はい。では、えっ、ー、と、このファイルできているはずなんです。中身見てみましょう。何度も言いますが、中身を見るコマンド LAS で、先ほど作ったフォルダー。 ファスト QC before ですね。あ昨日 TA として参加させていただきましたが、コマンド打ってる時に一個ずつ打ってる方とかもいらっしゃったんですけど、えっ、ー、と、実際にあるファイルとかだと、えっ、ー、と、タブキーを押すことによって途中から保管されます。例えばこれだとファストとか打つと、あとその後に QC before って作るに決まってるじゃないかっていう時はタブボタンを押すと全部保管されます。この方が安全です。なんでかっていうとミスタイプがなくなるからですね。まあですので、なるべくタブ保管、なるべくこびてでいきましょう。 で、lsb4, lsfastqb4 を打つと、今、解析が終わった、解析って言っていいのかなクオリティチェックが終わったファイルがここに入っています。これ、色ついてるのはディレクトリーですね。はい。では、解析が終わって、ここまで、えっ、ー、と、zip ファイルと、えっと、それぞれの結果ディレクトリーできましたでしょうかできてない方いらっしゃったら、すぐ手を挙げてくださいね。 はい。で、実は、えー、このディレクトリの中には HTML のファイルができています。あ、皆様実行しなくても大丈夫です。はい。中身見てみると、それぞれのディレクトリの中に、あ、後ろの方大丈夫ですかね。あの、今日、えっ、ー、と、同じ画面を映してるんですね。こっちとこっちで。なんでかっていうと、昨日自分後ろからやったら、うわ、下見に行くと思ったんで、 どっちかだったら見れるだろうっていう感じなんで、まあ、見れる方をちょっと参照してみてください。はい。で、今、ls コマンドで、えー、fastqcb4 のこの先ほど入れたファイル名のディレクトリの中を見ると f a s t q c レポート h t m l できています。html、えぇ、ー、みましたね。html ファイルはブラウザで閲覧が可能ですので、えー、firefox デフォルトで入ってますね。これ入れてみましょう。 はい。そうすると、ゲスト OS 側の Ubuntu の中で、えー、Firefox が立ち上がり、2つのファイルが開かれていると思います。タブが2つになっていると思います。これが今回の結果です。大丈夫でしょうかできない方はいらっしゃいませんか大丈夫ですか 他にいらっしゃいませんか大丈夫ですか他は大丈夫でしょうかではゆっくり進めていこうと思います あ今回のレ、えー、シークの講義ですけども、実習ですね、実習ですけども、えー、と各、えー、とパートごとに休憩を入れようと思います。その間に追いついていただければ大丈夫なので、はい、十分時間はあると思っていてください。はい、では、Firefox で、えー、と今回使うデータというもののクオリティっが視覚、えー、化することができました。 で、今回使うのは、まあ一応ペアエンドで、えっと最初はやっていくんですけども、まあ途中からはちょっと時間もかかるので、片っぽだけ分析していきます。で、これファスト QC の結果ですね。あと皆様が今ブラウザで見ているものと同じものになります。で、えっと長くなるので、一個一個説明したりすることはしませんが、ファスト QC のあの ERR ホニャララ、えっとアンダーバー1の方ですね。は、まあ、こんな感じになっていると思います。で、えー、昨日もお話にありましたが、 えっと、例えば注意とか問題ありとかが出てるからといってダメなデータというわけではない。意図したものであったらそういうことが起こり得るっていう話ですね。もうちょそれが確か、えー、っと、お見せすることができた気がします。で、今回の場合はほとんど今綺麗な状態ですね。ちょっとパーっと眺めていきましょう。まずベーシックスタティスティクス。基本情報ですね。こんな感じになっています。で、今回イルミナのシーケンサーを使ったものなので、シーケンスのレングスがすべて100に統一されています。 パ、はいえー、ーベースシーケンス、えー、クオリティですね、えー。それぞれのクオリティの、えー、と値が、えー、とボックスプロトンになっているものです、えーと。こっちに行けばこっちに行くと末端なんですけども、やはり末端になると落ちてくるっていうのが、これはもう全,パラ、えー、全データ共通だと言っていいぐらいのものですね。これはよく起こり得ることです。ただ、今回の場合、ひげはちょっと伸びてますけど、 えっと、大体、もう上に入っちゃってるんで、まあ問題はないと判断されていますね。えー、それぞれどっからが、えー、と注意でどっからが警告なのかっていうのは、えっ、ー、と、文章を読んでいただければと思います。まあ昨日の、えー、と講義の方が、えー、としっかり書いてた気もするので、昨日の、えー、と資料と合わせてご覧ください。はい。パチパチ押していますが、これは皆様が今、ブラウザでやっているものですね。 はい、大丈夫でしょうか。はい。今回のデータ、割と綺麗なデータを使います。理由は悪いデータでマッピング率が下がったりとか、そういうものを、えっと、実習でやっていただくのはどうなのかなと思ったので、綺麗なデータを基本的に扱います。では、えっと、クオリティが悪いデータというのはどういうデータになるのか見てみましょう。はい。えっと、これ、パーベースシーケンスクオリティですね。末端に行けば末端に行くほど、ものすごい勢いでクオリティが低下しています。でも、これほとんどがもう警告域ですね。 あですので、こういったものは、導入して頑張って、うん、トリムとか、えっと、リードをなくしたりとかするんですけど、ここまで行くと、結構いろんな、とにかく削んなきゃいけなくなるんで、まあちょっとデータとしてどうなのっていうのもありますよね。あとは、コンテントの方を見てみると、1イン期目がこれ、知見100%みたいな、これ絶対おかしいですよね。<laughs> こういったものがあるので、こういったものを見て、えー、っと、あ、これ良くないな、とかじゃあこういうトリムしていこうとか、 こういうクオリティコントロールをしていこうとか、そういったものを決めます。えっ、ー、と、下にも書いてあるんですけども、最近、あの、そもそものシーケンスの技術がとても向上してきているので、えっ、ー、と、あまりこういうデータを見るっていうことはなくなってきているようです。ただ、えっ、ー、と、やはり公開データで、人の、えっ、ー、と、取ったものをこう完全に信用するのは、科学者としていかないものかと, <laughs> と思いますので、まあ、やはり自分で見るっていうのはとても大事なことだと思います。 はい。で、クオリティコントロール。あの、いろんなクオリティコントロールの方法があるんですけど、例えば、アミリーフで昔やった実績のやつを何個か何個探してみると、まあ、こんな感じのことをやっていました。で、クオリティコントロールっていうのは、データに加工を加えるわけですよね。まあ、なので、どういう操作をするかっていうのは、とても順番っていうものがとても大事になってきます。例えば、このワークフロー、流してみてみると、クオリティ20未満のものが、 80%以上含まれちゃってたら、リードそのものを除去する。ということになってます。で、その次に書いてあるのが、クオリティが20未満の末端を取りに行ですよね。これ、何が起きるかっていうと、ロングリード、末端、ロングリード長いので、えー、っと、とにかくあのクオリティが低いものが多く混在してきます。まあ、なので、これ、入れ替えてしまうと、あごめんなさい。えー、っと、この状態でやると、 うん、えっと、あ、いいのか。えっと、末端をトリムして短くなるわけですよね。配列表が短いリード後で除去されてしまうので、長い状態で、えっと、切ってしまうと、その分短くなった結果、後でリードが、大体がもう除外されてしまう。長ければ長いほどクオリティが悪いものが後ろにくっついてるから、それを切ったらもう残らない。っていうような状況が起こり得ます。 ま、なので、どういう処理をするのか。あと、順番っていうのが、順番によって、えっ、ー、と、クオリティコントロールっていうのが、本、う、当、ん、あ、クオリティコントロールの結果が変わってくるということです。まあ、なので、論文とか見て、どういうクオリティコントロールしましたとか、ファスト QC で、えっ、ー、と、見て、じゃあ、トリモアテックでやりましたとか、それだけじゃダメなんですね。どういう操作をどういう順番でしたかっていうのは、とても重要な項目になります。例えば、外注の業者、我々の外注の業者に出したところで、 はたしても、どういうことをしたかっていうのをちゃんと把握して論文なりに載せていただいた方がいいんじゃないかと思います。で、あの、午前中の講義にもありましたが、えっ、ー、と、片っぽだけ、ペアエンドのうちの一本だけが、なんか、端っこが良くなくてトリムされちゃったとか、そういったことがあると、あの、ペアエンドの片っぽだけがなくなったりしますよね。そうすると、マッピングのソフト、さっき、えっ、ー、と、BWA が例に挙げられてましたが、 そしたら、マッピングが行われずに停止するという可能性が起こり得たりします。まあ、なので、どういうアライナーを使って、アライナーを使うとか、そういった先の情報を含めながらクオリティコントロールをするっていうのも重要な要素を考えるところだと思います。はい。で、今回のデータですね。 あちょっとちっちゃいんですけど、これはあの先ほどの一番、クオリティコントロールの一番上の方にあったやつですね。えっ、ー、と、37ページ目に書いてあるやつと全く同じものがここに貼ってあります。見た通り、ほとんどが綺麗なんで、ほとんどが綺麗なので、じゃあこの辺ちょっと、この辺の末端のところ削ってみようよっていう実習ですね。では、いざクオリティコントロールをしてみようと思います。 コマンドがだいぶ長くなってきます。だいぶうんざりしてくると思います。頑張って打ってみましょう。もちろんコヒペでも OK です。この辺からおそらく、えっ、ー、と、打ち間違いとか、えっ、ー、と、増えてくると思います。えっ、ー、と、遠慮なく手を挙げて、えっ、ー、と、TA の方を呼んでください。では、このコマンドを実行してみましょう。 先ほど Firefox 開きっぱなしだと思うのでこれ閉じても大丈夫です。閉じてください。<laughs> まあ一番最初のコマンド、えー、先ほどと同じ「MakeDirectory」トリムドデータですね。ちょっと見にくいのでもうちょっと上に上げますね。 後ろの方これぐらいだったら見えますか大丈夫ですかはい、ありがとうございます。はい、メイクディレクトリー成功すると ls を打ったときに、えー、トリムのデータ出ていると思います。大丈夫でしょうかはい、ではひたすら長いコマンド打ってみましょう。 あ今これまだ実行してないんで、はい。<laughs> まだ実行してない。あの固まってるわけじゃないですよ。はい。皆さんはこの状態でエンターを押してみてください。 皆さん、打てたでしょうか何かエラーで止まったとかないですかえっ、ー、と、はい。前で実行する前に、えっ、ー、と、こちらコマンドの説明をしていきたいと思います。じゃあ、一番最初に P というコマンド、打ってるえっ、ー、と、オプションをつけていると思います。あ、もっと前から説明しましょうね。昨日の講義にもあった内容なので、まあ、さらっといきますが、今回使うトリモマティックは Java のプログラムですね。 なので、Java を実行するというコマンドを先に打たないといけません。この j a v a j a v というコマンドを打たなきゃいけません。で、これを打つ以上、ここはファイル名の指定になってしまうので、なので、トリモマティックだけとかは打てないんですね。Java、j a v a j a v って打つので、後ろはファイル名になります。もしもこれをトリモマティックってやったら、もうトリモマティックをもう実行するっていう風にしたかったら、自分でシェルスクリプトを書くしかないです。 Java の使い方大丈夫でしょうか誰かから質問が出るかと私は思ってい利用するか,かすけどうかというと誰もいないえさっきのところなんかあるんじゃない昨日は、はい、あ LGS ベーシックスのところにトリモマティック0.36フォルダができてそこに Java ファイルがある あ,るんでありますね、はいで、今回はユーザーローカルに、<laughs> <laughs> そこも、はい、誰か思ってたんじゃないかな思ってますかね。<laughs> 一応説明させていただきますね。えー、っとあ、昨日は実習用に NGS ベーシックの中にトリモマティックを置いておきました。ただ実際それをやると これは、えっ、ー、と、自分の、今回、あの、IU さんで入ってますけど、IU さんのフォルダの中にありますよね。なので、他の人から参照したりとかって、普通はできないですよね。ですので、今回はもっと上流に、えっ、ー、と、トリモマティックを配置してあります。一番最新版のものを。あ、これ、あの、皆さん、打たないでくださいね。下手したら、あの、動かなくなったりとかするので嫌なんで、はい。 で、もっと根幹的な部分。ユーザーローカル。で、ソースを置いてあるところ、src。ここの中に、実は今回のハンズオンで使うものが全部入ってます。いじんないでくださいね。<laughs> はい、全部入っています。で、トリムモ,モティックもここに入ってるんですね。で、じゃあ今回我々が指定したユーザーローカルンには何があるか。なんですが、 あの瓶多分いっぱい入ってるあ、大丈夫ですね。はい、これ、水色のマークでトリモマティック j a ー入ってます。ちょっとこれ、調べてみますね。 はい。ユーザーローカルビンの中のトリモモマティックは何なんだっていうふうに調べてみました。ls で -l つけるともっとより詳細な情報が得られます。で、一番左に l っていうやつが書いてますね。これリンクのことです。なんで、これはユーザーローカルビントリモマティックっていうのは ユーザーローカル SRC トリオマティックの中に入っているトリオマティックジャーのことだよっていう意味になります。理解できましたかあまりこう説明がうまくないかもしれなくて。何か質問があったら受け付けてますので。はい。こういったものをシンボリックリンクって言います。シンボリンクリンク。言えてますかシンボリックリンク <laughs>。はい。置いてあります。まあなので今、ユーザーローカルビンって指定すると勝手にここに飛ばされてここのものが実行される。ここが参照されるということになっています。 だいぶそうですか。はい。では、トリモマティックの説明戻りますね。先ほど、邪ャの説明まで終わりました。次、ペアエンドの指定が入っています。これ、あの、午前中でも言ってたんですけど、トリモマティックのすごいところは、 クオリティコントロールをした後にペアの片っぽだけ削れちゃったっていう時のた、時にペアエンドを指定しておくと、あ、これペアエンド入れるって意味ですけど、あの、ペアエンドじゃなくなったものを消してくれます。要はこれを使うことによって BWA とかのエラーを回避することができるんですね。ということでペアエンドを指定しています。あと、はい。ハイフンスレッドこれは、えっ、ー、と、CPU、えっ、ー、と、たぶん2コア、4スレッドとかの 多いいいんじゃないかと思いますがパソコンの、えー、とどれぐらいのパワーを使うかっていうパラメータだと思っていただければいいかなと思います。で、今回2スレットにしてあるんで、おそらく大丈夫だと思います。はい。で、次、フレットスコア。これ、フレット33っていうのはクオリティスコアの出し方。33を足すか、えっ、ー、と、64でしたっけちょっとあの、うろ覚えですけど。<laughs> はい。クオリティスコアの出し方を書いてみます。 で、はい。トリムログっていうオプションもついてますね。これはログファイルが出ます。どういうものをやりましたよ。どんなことをやりましたよ。このプログラムではどういうことが、えっ、ー、と、起こりましたっていうのが、このログファイルってやつにして、えっ、ー、と、書き込まれます。あとでちょっと時間があると思うので見てみましょう。で、えっ、ー、と、四つ目。このあたりからが、えっ、ー、と、クオリティコントロールの本番なんですけど、まず、ウィンドウサイズと平均クオリティの設定がスライディングウィンドウでされてます。ウィンドウサイズが、えっ、ー、と、20、あ、ごめんなさい。4ですね。 で、平均クオリティが20とかにしてあると思います。で、ウィンドウサイズっていうのは、延期配列、延期を何個ずつ見るか。4なんで、4つずつこうずらしてこうカウントしていく。この4つの中の平均、この4つの中の平均、この4つの中の平均っていうふうに見ていくんですね。これをそれぞれリードの先頭とか末端とかからやって、で、えっ、ー、と、設定した値よりも下だったら、トリムする、または削る、除去するっていうことになります。 で、えっ、ー、と、まあ、これはもうその除去になりますけど、これはトリムですよね。短くするんですね。で、例えば今、今回使ってるのは100ベースペアのものです。で、例えばじゃあそれを60、えっ、ー、と、じゃあ最初からこう数えていって、じゃあ60個目ぐらいで切った。残り40しかないんですよ。これ使っていいかって言われたら、なんかもうゴミじゃないですか。<laughs> だからそういったものを、えー、と除去する、ミンレンっていうのがあって、これミンレングスですね。 なので、これ以上短くなっちゃうよだったら、もうそのリード使わないよって意味になります。今回80で設定してますね。まあ、なので20、えー、っと、ちょっと20と80で、なんか <laughs>、わかりにくくなってきましたが、20個以上のベースが削れるようであれば、除去、えー、っと、リードそのものを除去してしまおうっていう命令になってます。これはトリノマティックのオプションですね。これだけ長い、えっと、こと書いてありましたが、実際見てみれば、基本的には、えっと、ファイル名が長いだけなんで、多分大丈夫だと思います。 はい、では、前のパソコンでも実行していこうと思います。はい、実行すると、ここ点滅して今動いてますよっていうアピールが Linux さんから入ってきます。大丈夫でしょうか、えー、ここ、今そこそこの時間かかってますね。これ、スレッドをもうちょっと高くすれば、例えば4つとか。 にすすればもっと早く計算が終わります、まあ、おそらく考える限り一番よくないであろうスペックに合わせて2にしているだけなのでもしもあのパソコン自分のお持ちのパソコンに自信があるようだったら4とかにしてみるとあ確かに早いわっていうのが実感できるんじゃないかなと思います。はい、でそうこうしているうちに、えー、とコンプリートサクセスフリー、えー、とトニモマ,マティックの処理が終わりましたというふうに出ています。 で、実際中はこうなっていて、アウトプットデータはトリムドデータに入れたと思います。あ、えっと、入れるっていうのは、あの、先ほどファスト Q とかだとマイナス O とかで指定しましたけど、今回はトリムドデータって自分でこう名前を付けて入れてるんで、トリムドデータの中にこれ入れてくださいよ。トリムドデータの中にこれ入れてくださいよ。一個一個指定している状態ですね。ログとかも、こうですね、トリムドデータの中にログドッ TXT 作って、その中に書き込んでくださいよっていう意味になってます。 はい。なので、指定先はトリムードデータになります。せっかくなんで見てみましょう。はい。中のファイル構造、ファイル構造っていうか、えっ、ー、と、ファイル、こんな感じになってない方いらっしゃいますか大丈夫ですか大丈夫そうですね。<laughs> では、中身見てみましょう。えっと、 うん。なんかいきなり結果の確認になってますが、ちょっとアドバンスなことを皆様あの、あまり手も上がらずにスムーズに進んでいるようなので、ちょっとアドバンスなことをやってみようかなと思います。まあ、後ほど私怒られるかもしれませんが。<laughs> はい。では、ファストー先ほどの、あ、説明しないといけないですね。これあの、ペアが成立しているものはペアアアウトプットに入って、アンペアっていうのはペアじゃなくなっちまったものが入ってます。 ちょっと覚えておいてください。で、今回使うのはもちろんペアです。ではちょっと中身見てみますかね。はい。えっ、ー、と、でかいコマンドで、えー、ごめんなさい。でかいテキストファイルを読むためのコマンドはレスでした。なので、レスでペアアアウトプットを見てみましょう。あ、ごめんなさい。今いるのがリシークの裏の中にいるんで、あれですね。トリムドデータから打たなきゃいけないですね。 間違えたこれ資料にないので見ながらちょっと打ってみてください先ほど説明した通りのタブ保管頑張って使っていきましょうタブ保管使った方が絶対に安全ですレススペース鳥ぐらいまで打ったらもうタブ で、勝手に多分スラッシュ入ってるんで、そしたらペアードとか打ってタブ。で、そしたら、その中にはペアード何度か1、2っていうのが存在してて、どっちかわからないんで、多分ここでやめるんですね、タブ他。なんで1って押してタブ。そうするとこれが出来上がると思います。やってみましょう。 今からこっちのコンソールでは実行してしまいますが、こっちのコンソールにメモを残しておくんで、あの間に合ってない人はこっち見ながらやってください。 田舎に参照することできたでしょうかちょっとここまでちゃんとついてきてるよって人あ,ありがとうございます <laughs> 皆さん超優秀ですね <laughs> はいここで何か気づくことございませんかここで何か気づくことございませんかはいえー、と何か気になる方、はい、33ページ見ながら何か気づきませんかね 皆様、気づきはありましたでしょうかあ、なんか宗教の加入じゃないですよ。<laughs> 気づきましたかこれ、3からになってるんですね。3、4になってます。はい、なんでか、1、2は棄却されました。捨てちゃいましたね。まあ、なので、こういった通り、しっかり、えっ、ー、と、ペア単位で、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、とトリムされ、えっ、ー、と、クオリティコントロールか。クオリティコントロールされていることがわかると思います。 本当は長さ変わってるやつもあるといいんですけどね。ちょっと近場にないんで飛ばします。<も>ここまで理解してください,いね。はい。ざっくりと理由の1番とか、はどっちでもいいんですけども、<laughs> 何が原因が落ちたかっていうのをうていただう、<laughs> えっと、そこまでちょっと用意してないんで <laughs>、ちょっと厳しいものがあるんですけど、えー、っと、今回落ちる理由としては、スライディングウィンドウ、4円期の幅で計算したときに、 えっと、クオリティが20未満のものがあった。または、えっと、末端が悪すぎて、削った結果短くなりすぎたっていう2パターンあります。それによって、1、えっ、ー、と、一リード目、2リード目っていうのは落ちたと考えられます。えっ、ー、と、実際にそのクオリティどこがダメだったのかとか見ようとすると、えっ、ー、と、それだけを発足牛脂にかけるとか、<laughs> あとはクオリティの、なんかあれですね、なんか、 クオリティスコアのあの文字を一個一個ちゃんとえっとこれが何番でクオリティが何にだからあ落ちるわとか <laughs> これやんなきゃいけないになるんでちょっと今回は割愛しようかな <laughs> と思います。はい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 。まずはあの、はい、そのパラメーターのその設定の仕方が今回。 選んだそれとも、どういうふうにある程度こう選んでいくのかっていうプロセスが心配になってま,しまずそちらからでもいいですか、あの私はあんま覚えられないんで。<laughs> はいえっと、トリモマティックの話でいいですよね。はいはい、トリモマティックは、えっと、実際あのこのページに飛んでいただければ、えっと、推奨している値っていうのが実は存在します。スライディングウィンドウは確か4、15が確か推奨値です。 ただ今回は、もうとにかくガンガン削って削った様子を見てもらおうと思ったんで、ちょっと厳しみに設定しているだけ。で、えっと、こういったところっていうのは、えっと、これ、トリオマティックとかにもかかわらず、やっぱり、えっと、我が道を行くと論文で通りにくくなっちゃいますよね。まあ、なので、他の論文とか見て、これこれこの人がこういうパラメータでやってるからっていうのも結構一般的な選択方法かなと思います。お答えになりましたでしょうか。はい、えっと、あの、アンペアドのリードが、まあ、その、アあるとして出てます。 はい、基本的にはこれは、大体どのマッパーでも落とすのが、えっと、BWA の場合は、ペアでちゃんとないと止まったりとかするんですけど、えーっと、あんまり他のを使わ、自分自身は使ってないので、ちょっとわからないですけどあと、ペアじゃなくても対応しているようなものであれば、えー、っと問題なく動くはずです。一応、ご質問いただきましたので、アンペアの中身見てみましょう。 はい、アンペア。先ほどの、先ほど削れたと言ったのは、ここに1があるので、これはペアエンドじゃなくなったってことですね、1番は。でも2はないので、2っていうのはクオリティで落ちてますね。クオリティが両方ともあの、削られちゃってますね。あの、ここに、なんていうんですかね、ペアじゃなくなった、まあ、ゴミたちが <laughs> 置いてあるので、もしもあの、自分が、なんだろうな。 そうですね、マッピングしたときに、ここの領域だけないとか、そういったときにこういうとこ確認するんですかね、まあ、あんまりここ使ったことないんで分かんないですけど、<laughs> まあペアじゃなくなったものなどが入っています。他にごご質問ございいいませんかはは

あ、ここですね。特定の配列が全リードの0.1%超えると。あの、アダプターとかって全部くっつけるわけですよね。なので特定の配列が全リードの0.1%優位に超えますよね。全部にくっついてまんすもん。<laughs> なのでこういったところを教えてくれます。で、えっ、ー、と、長かったんで確かコピペしてないんですけど、 こちら下の方まで見ていただけると、ないわ。ないかあったかこれか。このように、えっと、特定の配列とかちゃんと見てくれるんですね。あ、これちょっと違った気がしますけど。こっか。今回あの、ないんで出てないですけど。はい。ここに、えっと、えっと、アダプターの配列とか確か載ってたはずです。で、えっと、最新のファスト QC を使うと、しっかりそこをちゃんと、なんだろ、情報も与えてくれて、これは、えっと、イルミナの このアダプターっぽいよとかそういった情報までくれたりしますありがとうございますはいトリモマティックはむしろアダプターの除去ができるっていうのが振れ込みだったはずです,いすはいはいいろいろ質問をいただけて嬉しい限りですねえっ、ー、とクオリティコントロールもっと知りたい方大正義 Google 先生にちょっと見てみましょう クオリティコントロール、ファーストキューとかでやると、間違えた。これですね。このページにいろいろまとめが載ってるんですね。こういうのを紹介してもいいんですかね大丈夫ですよね。<laughs> はい。こういった通り、どういう言語で書かれてて、どういうことが得意かっていうのが載っています。トリノマティックは見た目なんかちょっとダメな、ダメな子っぽいですけど、実はそのペアエンドってここに書いていないすごい機能を持ってるんで、我々は結構重宝している。 っ感じですかね、えっ、ー、と、明日以降、えーと、とってもなんか優秀に見えるフリンシック使った、ね、確か使ったと思います。ちょっとお楽しみに。<laughs> はい、トリオマティックのオプションまでもう大丈夫ですかね。じゃあ、ちょっと先に進んでいこうと思います。 では、クオリティコントロール終わりましたので、はい、これ QC 終わった後、どんだけデータが改善したか。まあ、元から綺麗なんで、そこまで、あの、おなんないですけど、これコマンド実行してみましょう。ファスト QC、アフターをメイクディレクトリ y まずしてください。 はい。ファスト QC のアフターディレクトリー作れましたら、こちらですね。ファスト QC を実行していきます。が、すいません。またこれ C, C が入ってます。抜いてください。で、これ、今回ここいやらしいところに入ってて、ここに入っちゃってるんで、これコピペすると C が消せなくなっちゃいます。あ、消せましたっけ文通。ちょっとやってみますね。皆さんはウェブページにリロードすると消えていると思います。 リロードちなみになんか C 入れても動いちゃったんで多分無視されたんですけど <laughs> 大丈夫そうですね多分環境で違うのかなあでもまあ o v a だからどうなるか分かんないですけどはい C 入れても入れなくても大丈夫かもしれない <laughs> ただ、えー、と参照するデータがないから無視されてるだけかもしれないですね はい、今何やったかっていうと、ファスト QC のアフターっていうディレクトリを作って、先ほどのトリムとかが、えっと、ペアエンドじゃないものとかが全部抜かれた、要はクオリティの悪いものが弾かれたデータを、さらにファスト QC をかけて、もう一回視覚化しようっていう試みです。それがここまで。ですね。ファスト QC かからなかった人。大丈夫ですね。えでは Firefox 開いてみましょう。 はい。見た目。なんか、一個、黄色いのが増えちゃったような感じですけど、これって、シークエンスのレングス、あの、トリムしてるんで当たり前ですよね。<laughs> トリムしてるんで長さ変わっちゃいますよね。はい。そういったものなんで、なんか、あ、全部揃ってないよっていうマークがついてます。ただ、クオリティ自体は、はい。前回のやつ、あの、お手元の資料と比べてみてください。ビフォート。あ、今、あの、別に、あの、ブラウザー出してもいいんですけど、めんどくさいんで <laughs>。お手元の資料の、えー、っと、 38ページですね。38ページにビフォーのファスト QC の結果が入っていると書いてあると思います。見比べてみると、先ほどはこの箱ひげ図のひげの部分が下まで出てきちゃってたんですけど、この辺ぐらいまでありますかね。この辺ぐらいまでありますかね。ですけど、そういったものがトリムされたんで、 ここまで、えー、っと、クオリティの底上げに成功しています。まあ、元からそこまで、まあ、そのまま解析してもおかしくないようなデータだったんで、そこまでウおーってなんないかもしれないですけど、えー、っと、一回お見せしたクオリティの悪いものとかをやると、ああ、ここまでなんとかなるかっていう感じになるんで、<laughs> はい、ここは、えっと、一番多分こだわった方がいいところですね。ここで下手なデータを解析に回してしまうと、まあ、例えば、偽陽性で嘘の報告をしたりとか、そういった事件につながっちゃったりするんで、 大丈夫でしょうかはい。えっ、ー、と、今日は割と詳しく、えっ、ー、と、自分がこれから解析するんだっていう勢いを、意気込みを、えっ、ー、と、ぶつけてもらいながら、クオリティコントロールやっていきました。えっ、ー、と、今は52ページじゃないや、えっ、ー、と、51ページのコマンドを打ち終わったところですね。皆さん大丈夫ですか <laughs> はい、最後、f フォ e クスせらけてないよって人。大丈夫ですね。はい。 ええと、では、今どんなことをやってみたか、えー、おさらいしましょう。はい、データのクオリティチェックを最初にしました。落としてきたそのものですね。はい、で、えっ、ー、と、見て、まあ、大体良かったんだけど、まあ、練習も兼ねて、ちょっとデータトリムしてみよう。もうちょっと底上げ、クオリティを底上げしてみよう。ということで、えっ、ー、と、こういったことをしました。クオリティ20未満のリードマッタンをトリムしたよ。で、それでトリムしすぎて配列が短くなっちゃったら除去するよ。で、片側だけ,側だけになっちゃったら、もうそのリードいらない。 っていうことをやったデータに対してもう一回クオリティチェックをかけてみました。そうすると先ほどのこれですね。これですね。これだけの改善がもう目で見て取れるというところになりました。クオリティのリードマッタン特に、これだけ箱をヒゲずのこのひげが伸びていたところが結構短くなってますね。これだとクオリティの底上げができています。 で、先ほどちょっと話にも触れましたが、アダプターの配列とかが存在した場合は、オプションを追加することによって、アダプターの配列を除去することができます。これがトリマティックのいいところです。で、ブラストとか昔ありましたが、まあ今もありますよ。えっ、ー、と、BWA っていうとても高速な、えー、とマッピングのソフトが出てきました。で、今回はさらに MEM っていうオプションをつけて、えっ、ー、とあ、推奨されているオプションですね。BWAMEM というものを使って、マッピング作業をしていきたいと思います。 えっと、今日 BWA 初めて触ると、ほとんどの方が初めて触ると思うので、じゃあ BWA のヘルプ見てみましょう。じゃあ BWA メムヘルプ。打ってみましょう。 えそうすると、このように、まただーっと流れているわけですね。でスクロールして上の方に行くと、はい、こんな感じで使ってくださいよ、いうセージ書いてます。えー、と基本的に新しいソフトを入れたときは、このヘルプコマンド、これ Linux 大体共通だと思うんですよマイナス H とか。えー、とえっと、ヘルプが見れるものが大半かなと。あとはマニュアルですかね。まあ、いろんなコマンドがあるので、まあ、ヘルプ引いてみてください。まずは公式のヘルプを見る。 その次は海外の質問サイトを見るという順番でやっております。はい。で、BWMM、ヘルプってやるとこんな感じになる。で、ここで見てほしいのはこれですね。インデックス、はい、用意してくださいよという話になってます。インデックスファイルが必要です。 はい。では、インデックスファイルというと何かっていう話なんですけども、はい。インデックスファイル。これは目次のファイルっていう意味しかありません。ここでいうインデックスファイルはどういうものなのかっていうふうに、え、ことについて説明します。ここでいうインデックスファイルは、リファレンスゲノムのファスタファイルに対するインデックスファイルです。インデックスファイルの役目はあくまで目次ですので、えっと、例え話しますね。えっと、イメージしてくださいね。はい。今あなたは砂漠にいて、 ちょっと意地悪な人は個米粒を1個落とすと、はい、その個米粒拾ってと言われると、無理ですよね。<laughs> でも、この辺にあるって言われたら、ちょっと希望が見えてきますよね。こういった通り、何かとても膨大なものから一つのものを探すっていうときに、手がかりになるファイルを先に作っておきます。それがインデックスファイルです。で、今回の BWA の場合はどういうことをやってるかっていうと、BWA をそのまま入れると、サーチするファーストファイルの中の参照したい配列、すごい長いですよね、リファレンスゲノム。 その中のどこっていうのを参照するのには、とっても時間と膨大な容量がかかる。ので、それは無理だと。ということで、インデックスファイルというものを作って先に、えっ、ー、と、目次を作っておくんですね。で、実際に中身っていうのはバイナリーになっていることが多くて、見る、えっ、ー、と、人間が見てわかるものではなかったりします。はい。で、今回はファストファイルの、ファスタファイル、リファレンスゲノムのファスタファイルに対するインデックスファイルを作ります。しかも BWA のものです。だんだんわかんなくなってきましたね。<laughs> bwa のインデックスファイルを作るんですよ。で、何に対するかっていうと、p スタファイルですね。はい。で、bwa mem のインデックスファイルを作成するコマンドがこちらです。はい。まず、打ってみましょう。はい。make directory からですね。 メイクディレクトリー打ちましたでしょうかあもちろん先に進める方は進めも大丈夫です。えっ、ー、と、前の方では一つ一つもうそんなの説明いらないよっていうレベルのことまで喋っていくので、興味がある方は見てください。はい、メイクディレクトリー、今回、えっと、P ってついてますね。これ P って何かっていうと、うんっと、再帰的、再帰的って言わないのかなもうあの先のディレクトリーまで作るっていう意味ですね。えっ、ー、と、今回の場合は、メイクディレクトリーで、 はい。今、実際に作られたのは、このセレビシエっていうディレクトリなんですね。で、P を付けることによって、さらにその先に、えっと、フォルダを作ることができます。じゃあ、このセレビシエ中見てみると、中に BWA インデックスっていうフォルダができてます。ディレクトリですね。ディレクトリができています。なので、この P オプションによって、2つ一気に作ったよっていう意味合いになります。 はい、ではえっ、ー、とそこに移動しましょう Change Directory の略、CD ですねはい、CD、CeleBCA、BWA インデックスはい、打っていきますはい、CD、CeleBCA、BWA インデックスできたでしょうかはい。 ちょっと手癖のように押してしまいましたが、ls って押すともちろん何も入ってません。作ったばっかりなんで。はい、じゃあ自分は果たして今どこにいるのか。はい、これ昨日教わったコマンドがあると思うんですけど、昨日も教わったコマンドがあると思うんですけど、pwd、えー、押すと自分が今いるところがわかります。はい、ちゃんと西行くテレビして b w インデックスの中にいるでしょうか。はい、今ちょっとここにいないんだけどっていう人は手を挙げてください。 ここでミスると,、えー、とインデックスタイルが参照できずにおそらく、えー、ともっと大変な、えー、とミスにつながるというかちょっと時間がかかりますみんなここにいますでしょうか大丈夫ですねはいではお次にですね え、どれだこれか。ln- じゃない、-s で、えっ、ー、と、先ほどのホーム i u ホーム .iu ゲノム、サッカー3のゲノム .fa、ファースタファイルですね。これ、実は一番最初に参照したやつです。リファレンスゲノム。はい。何やってるかっていうと、ln、これはリンクを作成するっていうコマンドですね。マイえっ、ー、と、-s、これはシンボリックリンク。 シンボリックリンクを作成するというオプションです。で、えっ、ー、と、どこに作るっていうのを指定して今いないので、今いるところに作られます。なので、意味合いとしては、ホーム IU ゲノムサッカースリーゲノム .fa のシンボリンクリックを、えっ、ーと,えー、と、今いるディレクトリは、えーはカーレントディレクトリといいますが、に作るということになります。 エンターを押してみましょう。一瞬で終わると思います。リンクを作っているだけなんで。えっ、ー、と、Windows とか、Mac もそうなのかな。Windows ユーザーの方は、えーと、ショートカットだと思っていただければいいと思います。はい。ls を押してみると、まあ、ウ t ツの環境で、今、このデフォルトの環境だと、水色でゲノム .fa できていると思います。はい。もうちょっと詳しく見てみますかね。ls-l。はい。そうすると、これ先ほど見た質問でいただきましたね。 ゲノム .fa, ここにあるゲノム .fa っていうのは、ここの絵のリンクだよって書いてますね。なので、今後は、これを一回、ここの、ここの打つだけで、これ打たなくていいわけですね。ここで作業する限りは。っていうことができます。<laughs> ここまで理解できますか大丈夫ですか はい。では、いよいよ BWA を動かしていきましょう。まずは、インデックスファイルの作成です。はい。BWA インデックスゲノム .fa 打っていきましょう。これで BWA のインデックス作成機能を使うっていう合図ですね。ゲノム .fa で打っているので、今作ったシンボリンクリンクを参照しています。はい。私の環境では6秒341秒出てきたんですけど、皆さんどうですかできましたか ましたね、えでは中身見てみますかね、はい、l も s 手癖のように打っていきましょう、はい。こちら、一番左にあるこの水色のやつ、これは先ほどでっこに作ったゲノム .fa のリンクになっています。で、これらが、えー、と実際に、えー、とできたインデックスファイルの実態ですね。えーと 今からやることは皆さんやらなくてよいです。例えば、これをテキストファイルだと仮定してあ、あ中に見えましたね。これはバイナリーじゃないですね。ごめんなさい。<laughs> これはテキストファイルで入ってました。人間でも見える形の、はいえー、とインデックスファイルです。まあ、実際、これ、中身調べてないんで、どういう意味なのかちょっと説明することはできないんですが、興味ある方はえーと Google 先生に聞いていただければと思います。 もう普段できればいいやって感じで、えー、と適当になっちゃってますね。<laughs> はい、えー。このように、えーと、ちゃんとインデックスファイル作れましたか大丈夫ですか解説でも大丈夫ですかね。はい。では、BWAMEM によるマッピングを行います。で、今までは、えー、とペアエンドでいろいろ加工してきたんで、 えっと、二つのファイルがあったと思うんですけど、まあそこそこ時間もかかるし、ハプロタイプコーラーで <laughs> 時間もかかるし、えっ、ー、と、まあやり方を学ぶ分なら一個でいいだろうということで、えー、と1ファイルで行っていこうと思います。えっ、ー、と、もしもこの中に途中でもう、あ、こっからは知っているから大丈夫とか、まあ、でも全部終わったと。そういった方はもう一個の方をやってみるとか、そういった自己学習とかね、<laughs> してみてもいいんじゃないかなと思います。これ OV ファイルって持って帰っていいんですよね。あの自分のパソコンにいる方はね。 なんで家で復習してみるっていうのもいいだと思います。はい。では、マッピング行っていきましょう。えっ、ー、と、ディレクトリを移動します。今はインデックスファイルのディレクトリの中に入っちゃってるんで、ここにあの解析結果作りたくないですよね。はい。なので、もう一回リシークの直下に移動しましょう。チェンジディレクトリスペース、ホーム IU リシーク。で、ちゃんと移動できてると、pwd でこうなる。 大丈夫そうです、ね、はいではマッピングの結果入れておくための、えー、とディレクトリ作りましょうはいもうだいぶ映られてきましたねメイクディレクトリ a マッピングこれはマッピングっていう名前のディレクトリを作っています これ、解析の仕方はそれぞれの美学なんですけど、私の場合は各ソフトごとにディレクトリーを作って、その結果を入れていきたいんですね。<laughs> もちろん、あの、ちょっと解析バーッとしたいっていうやつだったら、もう、あれですね、もうホームの下にこう全部作っちゃうとか、そういったことでもまあいいとは思いますが、まあデータってでも、後でデータ整理するの大変だと思うんで、まあ自分でわかりやすい形にまとめておくのがいいんじゃないかなと思います。 マッピングディレクトリーできたでしょうかもちろんマッピングディレクトリー作りたてなんで何も入ってませんはいではいよいよ MEM でマッピングを行いますえっとまずこれ打ってみますかねちょっと時間かかる人もいるかもしれないんでこれじゃあ打ってみましょうで自分で試行しているときにあったのがえっと環境によってここの、えっと、シングルクオートによってなんかエラーが出たりするんで まずちょっと打ってみて実行してみてくださいできなかったらちょっとシングルポートを自分で手打ちするっていうことをやってほしいですね自分の方ではコスピア用のコマンドで動いたんで大丈夫かなと思います 今ここ、点滅しながら、はい、今、Linux さんが頑張っていると、自己主張しているんで、はい、今ここで、はい、パソコン止まっちゃったよ、いないですね、さすがに。<laughs> ちょっとスペック面で怖いところがちょこちょこあるので、もしもあのパソコンの様子がおかしいとかあったら、遠慮なく手を挙げてください。はい、自分のパソコンであれば、えー、と25秒で終わっています。 はい、マッピングできなかった人、大丈夫そうですね。<laughs> えー、では、コマンドを何を打ったか、ちょっと前でしゃべっていきます。えー、まず、このマイナス M っていうオプションがついていると思います。あえー、と Large m ですね えっと、これっていうのはサムファイルとかバムファイル。バムファイルは中に見ることできませんが、サムファイルのですね、昨日のあの講義資料にサムファイルの中身っていうのがあったと思います。そこを見るとわかるんですけど、そこにフラグ列っていうものがあるんですね。これは、その、えっ、ー、と、リードの属性が書いてあります。昨日あの、ウェブサイトを見ながらやったと思うんですけど、これこれこういうマッピング状況だよとか、そういった情報が、えっ、ー、と、フラグ、あの、数字で書かれてるんですね。はい。 で、この M っていうのは何かっていうと、これはあの、BWA の進化によって、えっと、新しいことができるようになった。確か、えっと、融合遺伝子かなんかだった気がするんですけど、なんか新しいことができるようになったんですよね。で、新しいフラグのナ,ナンバーが出たんです。で、みんな、この BWA のサムとかのそのフラグ列に対して、この後の、この後に行うソフトたちは、えっと、作ってきてるんで、もしもここのフラグ列に知らない番号があると、 止まっちゃいますよね。分からない番号があるよっていうエラーになっちゃいます。それが困るんで、それの互換性を求めせるために、えっ、ー、と、違う番号を入れる。違う番号を入れるっていうか、うん、そうですね。確か、えっ、ー、と、この後にピッカードだった気がするんですけどね。はい、フラグ列の、あの互換性を保つためのコマンドですね、はい。とりあえず、あの、おまじなんだと思って入れてくれればいいと思います。ゲノムリシーク変異解析においてはですよ。次ですね。 えっと、この一番長い部分、前、えっと、ハイフン R。これはリードグループの情報を入れています。えっ、ー、と、この後の解析に、あ特に GATK っていうソフトを使うんですけど、GATK ってこのリードグループっていう属性の情報がないと動いてくれなかったりとかするんですね。結構グルメな、えっ、ー、と、ソフトウェアになったりするんで、あ、GATK だったかな。GATK か。はい。そういった情報を自分で手打ちで付与しています。 何やってるかっていうと、リードグループっていう、えっ、ー、と、ヘッダー、リードグループのヘッダーを作ってますね、これは。と、アットから始まって RG、これ、えっ、ー、と、タブの記号ですね。ANT だから、えっ、ー、と、タブに変換されます。で、こういったテキストを挿入しています。これはリードグループの情報です。で、えっ、ー、と、打つ理由は、えっ、ー、と、GATK デバブファイルを使うには、これらの情報が要求されるからです。仕方なく打ってます。 で,すね、で、なんでこれリードグループっていう列があるのかっていうと、えー、っと今、バンファイルはあの1つのデータから取ってきましたよね。いろんなものをこう1つのやつにまとめるっていう、いろんなサンプルをまとめるってことができるんですね。なんでこういう情報を付与しておけば、あとでなんかじゃあ VCF にしたときに、このリードはこのサンプルから取ったとか、そういう情報が分かりますよね。まあ、そののためのあの名前をつけてると 各サンプルとかの名前を付けていると、あ出所ファイルの出どころの名前を付けていると思っていただければいいかなと思います。はい。で、これ、リードグループですね。で、えっ、ー、と、残り何やってるかっていうと、はい。まず、インデックスじゃない、えっ、ー、と、パスタファイル。これ、あの、先ほど作ったインデックスのところですね。ゲノド .fa. なんとかって名前がついてたと思うんですけど、インデックスファイルは。あ、もう一回見せましょうね。 はい。先ほどインデックスファイル作ったときに、ゲノム .fa ドットホニャララでついているやつがインデックスファイルでしたね。なので、ここでは .fa まで、ドット fa までつけて、あとのやつはインデックスファイルの、それぞれの拡張子に従うので、ここまで指定しているという状態ですね。大丈夫ですかで、えー、結果ファイル、えー、ごめんなさい、入力ファイルは、トリムが終わった、 ファスト q ーじゃない、えっ、ー、と、トリムが終わった、えっ、ー、と、1番のファストキューを使っています。先ほど、あの、ここから1ファイルで行いますっていうのは、1番も使えますよっていうんですね。で、この1番のファイルを、この先ほどディレクトリを作ったマッピング .sum っていう名前に、結果を格納してくださいねっていう命令になります。Linux における、この、え小なり機構どっちでしたっけちょっとわかんないですけど。<laughs> はい、これは、リダイレクトという合図になります。 このファイルに書き込むっていう意味ですね。マッピング、えー、と問題なくできてますでしょうか何か分からないことあればすぐ手上げてください。えー、では、サムファイル、えー、と昨日の講義にもありましたが、サムファイルっていうのは人間が見れるような形で置いてあって、えー、とより高速に扱うためには、機械後に直していこうということで、ワンファイルに変換していきます。 今、マッピングの中をちょっと見てみます。はい、マッピングの中にはもちろんサムファイルとして出力されてきたので、ERR038793、これ自分でつけた名前ですが、アンダーバーマップド SAM というものがあります。では、これをバムファイルに変換していきます。変換をするには、えっ、ー、と、昨日割と何回も使ったと思うんですが、サムツールズというソフトを使っていきます。 では、こちら、えっ、ー、と、ページ56番のやつ、コピペして、または、えっ、ー、と、打って、えっ、ー、と、言ってください。 捨ててきましたかはい、サムツールズビュー。まあ、この辺はあの使う、えー、と虫が飛んでますね。<laughs> サムツールズビュー、えー、とマイナス -b マッピングで、リダイレクトで、えー、とマッピング ERR038793 マップドドット a ムですね、えーと。やってることは一緒で、サムファイルを バウンファイルに変換したものをバウンファイルという名前を付けたファイルに格納しているという意味合いになりますはい押してみますそうするとちょっと時間がかかった後にバウンファイルが形成されますではしつこいようですが中身を見ていきましょうはいどうぞ ああはい。今回、あの、ファイル1つで、マ、うんはい、ング以降やるそうですねど、さペアエンドのい,いあ、ごめんなさい。あ ああ一緒に格納したいってことですよね。その前というのは、またその今のマッピングのところのコードを書き換えて、ああ、そうです。ばいいですね、そうですね。はい、別にもう一回その今、アンダーバー1のところを2に書き換えてゃると、2の結果だけが上書きされちゃうんですか、ね、えっと、アウトプットのファイル、あ上書き。あっ、のあれか。 1番を、はい、2番に書き換えちゃうとあッの名前を一緒にしたままだともちろんです、はい。これリダイレクトなんでこれを新規で書き換えることとなえます、えーと。この場合使えないですけどこれ二重にすると追加って意味になります。ただ今回は追加しただけではマップバムファイルかアンファイルのフォーマットには多分合ってないのでそういうことはできないので、えー、としっかり BWMM とか えっと、サムツールズとか、そういったものでちゃんと結合していかないと。ソフトを使って結合していかないといけないです。あー、どうなんでしょうね。じゃあちょっと先輩に聞いてみますかね。小野えさん。二つの、二つのファイルを同時に格納したい。<laughs> ごめんなさいね。<laughs> はい。えっ、ー、と、今質問を受けたのが、 今これだとファスト Q1 個じゃないですか。で、これを2個同時にバムとかサムとかに入れていきたい。どういうオプションですかどうすればいいですか前いいやってください。<laughs> <laughs> オプションがあるんですね。<laughs> うん、はい、じゃあ見てみます。 これ、まんま入れていいってことですかねまんま並べていいんですかね <laughs> うん。あんまり、普段、あの <laughs>、自分の場合は個別にやってるんで <laughs>、あれなんですけど、多分こうやって書いてるってことは、なんか、後ろにくっつければいけるのかなと思っちゃいますけど、まあ、ちょっとあの調べてみたら、多分すぐ出てくると思うんですね。超有名なやつなんで、はい、すぐ出ると思います。はい。わかりました。はい。 この場あはせっかく BWA が動くようにトリモマティック使ってきたんでこれでやった方がいいかなと思いますね。さて、えー、と演者側から、えー、と TA の先輩に無茶振りも終わったところではいマッピングできたでしょうか大丈夫ですか 他に質問あれば大丈夫ですか他に質問とかないですかね。はい。じゃあ今ここで、えー、と打ったコマンドの説明が終わったところですね。で、バウンファイルが、えー、と変換されているところですね。 えっと、では、そのワンファイル、えっと、作ったので、ちょっと中身見てみましょう。ls-lh。ごめんなさい。lh。言てください。で、えっ、ー、と、マッピング後のフォルダ。こうなってます。えっ、ー、と、昨日、えっと、弊社代表山口が紹介しておりましたが、h、これヒューマンなんとかっていう略だって言ってましたけど、<laughs> はい。直感的に人間がわかるようにサイズの表示がメガとかギガとかキロとかに変換されるんですね。 はい、見ていただくと、サムファイル、人間が読めるような状態のものとていうのは171メガの大きさになっています。で、次、バムこれはもう機械がもう使うためのものはもう41メガまで圧縮されているんですね。サイズの違いが、えー、と見て取れると思います。より機械が、えー、とパソコンが、えー、と解釈するのに適した形になっています。 変換うまくいってない方大丈夫ですかいらっしゃいませんかで次に行きます。えー、っと、昨日の講義でも、まあ、繰り返してんですけども、ありましたが、ワンファイルやっただけでは、えー、っと、名前順、えー、っと、クロモソーム順番に、クロモソームの順番に、えー、っと、されてなかったりとかします。えー、っと、なのでそれを並び替えていきます。サムツールズに、えー、っと、相当という機能がついてますので、これ実行してみましょう。 サムツールズ、スペース、ソート、スペース、で、マッピング、err038793、アンダーバー、マップドドットバム。先ほど作ったバムファイルです。で、このバムファイルを並び替えるよっていう意味で、アウトプットの、えっ、ー、と、ソートはアウトプットのオプションを要求してきてますね。なので、アウトプット、マッピングの中にソーテッドバムというものを作りましょう。という命令になります。 よろしいですか。実行していきます。はい、うまくいっていればマッピングの、えー、フォルダ、えー、ディレクトリの中にソートットバムできていますか。できてない方は手を挙げてください。映が向かいます。 大丈夫そうです、ね、はいでは今このソート機能を使ってソーテッドバム作りましたでは次はサムツールズでバムファイルを高速に扱うためのインデックスファイルを作成しましょう、はい、2行目のこちらのコマンドを打ってみてくださいサムツールズインデックスマッピング ERR03893 アンダースコア3ソーテッドバムですね インデックスという機能を使います、はい。うまくいっていれば、同じように LS でマッピングで見たときにドットバイできていると思います。これ、昨日も見ましたね。 タムツールズが、えー、っと作ってくれたバンファイルを高速に扱うためのインデックスファイルです。はい、.by できてない方いらっしゃいませんか大丈夫ですかでは大丈夫そうなので、 皆さん、えー、LES マッピング打ったときに、こういう状態になっているはずです。大丈夫ですね。はい、えー。ここからはちょっとした確認作業になります。はい。マッピングの結果を確認してみましょう。 サムツールズ、えっ、ー、と、インデックス、スタッツ、えっ、ー、と、マッピング、先ほどのソーテットバーム。まず打ってみてください。 いいですかサムツールズ、インデックス IDX、ID スタッツ、マッピング、先ほどのソーテット版指定できましたかエンターを押していきます。はい、そうすると、中身のインデックスファイルをちゃんと人間が見れるように変えてくれるんですね。ちょっとスクロールで上の方を見てみます。えー、と詳しくは省略しますが、昨日、えー、と習ったと思います。リード数、マッピングされたリード、マッピングされなかったリード。 えと昨日、えーと、確か質問してくださった方がいて、一番右の列、一番下に米印ありますね。これがマッピングされなかったものだよって説明したときに、じゃあ、ここいらないのか、はい、いりません、ここゼロです、はい。マッピングされなかったものっていうのは、もうだって、どのクロモソムかわからないですよね、マッピングされてないんですもん。まあ、ですので、ここに集められます。 ただなんでこうなってるかっていうと、やっぱりあの整形されてた方が後で加工しやすいですよね。CSV ファイルとか皆さん大好きですもんね。<laughs> 自分もそうですけど、はい、タブ区切りとか好きですよね。やっぱこう四角になってほしいんですね。まあ、なんでこう形を取ってるんじゃないかと、はい、個人的には思ってます。ではい、今回見てわかる通りなんですけども、はい、えっ、ー、と先日行ったのは、えっ、ー、とまあ、やっぱ速さを求めてて、えー、と説明することがメインだったので、クロモソム1番だけにしてました。 今回フルデータです皆さんは今これだけのビッグデータを相手に解析していると割と胸を張っていいことなんじゃないかなと思います。はい、一応あの先月じゃない先月 <laughs> えっと先日のことは一応ここに書いてあるのでまあおさらいがてら見ていただけると思います。 で、これを踏まえて考えると、はい、3列目、これっていうのはマッピングされたものになるわけなんで、これ全部足せばマッピングの層は、これ全部足せば、えー、っと、マッピングされなかったリードの層は、まあもちろん、米印のところだけ参照してもいいですけど、同じコ,メコマンドで、はい、3列目足して、4列目足して,ってことか絶対楽ですよね、コマンド的には。はい、なのでそういうことをやっていきます。では、マッピングの結果をちょっと計算して確認していきましょう。 はい。えっ、ー、と、まずじゃこれ打ってみてください。ちょっとずつ難しくなってきましたが、何かわからないことがあったりとか、えっ、ー、と、エラーで止まったりとか、打てなかったりとかした場合は、ちゃんと呼んでください。<laughs> どうでしょうかそろそろ打てましたかでしょうか。では前の方でちょっと解説を入れていきますが、先ほどとやってること同じですね。はい、wc、えっ、ー、と、ワードカウント。で、マイナス l、ライン。ということで、行数を数えるコマンドです。で、トリムドデータのペアドアウトプットの err038793 の1のファスト Q。はい、これが先ほどの、えー、とトリム前のデータですね。これ先ほど見たやつです。あの、トリム前ですよ。 あ、ごめんなさい。トリム後の、えっ、ー、と、マッピングじゃない、えっ、ー、と。<laughs> んね。あの、マッピングされる前の全リードの総数です。全リードは597,105あるんです。はい。これを基準に考えます。では、その次のコマンド、打ってみましょう。 次のコマンドちょっとずつ難しくなってきます。サムツールズ i d x、ER、s t a t s m a p p i n g e r r 0 3 8 7 9 3 s a l t e d b a m をダイレクトリダイレクトして march.txt っていうものの中に入れてます。これ一次ファイルなんで、まあ、名前なんでもいいんですけどまずこの2行打ってください。これ別のようなんでね、ここまで打ってエンターここまで打ってエンターでそうするとこの数字が出てくると思います。ちょっとずつ難しくなってきましたけど。 わからなかったら手を挙げてください。<laughs> こちらのコマンド、実はさっきと一緒です。ソートされたバムファイルのインデックスファイルを見ています。先ほどの、えっ、ー、と、ここを全部足したら、そうはですね、とかそういう話したファイルですね。それを一時的に march.txt というファイルに、えー、と保存しています。march.txt の中身はまさにこれですね。なんで一回保存したか。これを今から、ここの列を取り出すとかやりたいからですね。 はい、ではちょっと見慣れないかもしれないですが、オークコマンドを使って、えーと、加工を取り出ししていきましょう。オ、はいえーク、ダラーの $3、これ3列目って意味です。ダラー $3、3列目で、えーと。参照するファイルは一番後ろにーク習慣があります。マド で、プリントサムっていうのは、サムしたやつをプリントしなさいよ、いわこのソール上に移しなさいよっていう命令です。ちょっとあの、書式が複雑なんで、これを説明すると大変なんで、あの、リナックスは結構、コマンドがわかりやすくまとめられているサイトが多かったりするので、えっと、見ていただけると、えっと、理解が含まれるんじゃないかなと思います。サムというのは、オブジェクトになっているので、ダラーさんを足したものをこう、 イコール足してイコール足してイコール。どん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 足して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 いきなさいよっていう命令が打たれているんですね。で、それが一時的にサムという配ルの中に入って、それがプリントされているという状態になっています。押してみます。はい、そうすると576,200、えー、ごめんなさい、576,020という数字が出てきたんじゃないかなと思います。この数字出てないよって人、大丈夫ですね。 はい。これが、えっ、ー、と、マッピングされたものの総和ですね。ここの3列目を全部足すと、マッピングされたリードの総数と言っているので、今はこれの総数を出しました。これを出したところです。はい。じゃあ、同様に4列目出してみましょう。そのコマンドがこちらですね。 はい、22,086リード出ましたか、まあ、新しいオブジェクトの名前が入ってでさらにあの4列目になってるだけ先ほどとほとんど変わってないですはいこれによって4列目の、えー、っと合計が分かりました はい。そうすると、全リード、えっ、ー、と、マッピングとかする前の一番最初のファーストキー全リードの場合は59万7105あって、で、マッピングされたリードは57万6 2 0ですよね。で、マッピングされなかったリードがこれだけありますよね。足したらこうですよね。超えましたよね <laughs>。これ何かっていうと、マルチマップ起きてます。一つのリードが何箇所にも何箇所にもえと配置された、えー、 いやマップって言いましたが、僕。<laughs> えっと、一つのリードが、えっと、何箇所にもアップされている状態になっています。まあ、なので、重複しているんですね。はい。というわけで、ここの引き算、1001リードになりますが、これはマルチヒットしてしまっているものになります。えっと、別に解析のときはこのままやってもいいと思います。ただ、今回ちょっとちゃんと、えっと、操作できているのかっていうのをちょっと見てみたいんで、じゃあ、ユニーク。 ちゃんとあのマルチマップを含めずに、ちょっとワードカウントしていこうかなと思います。まあ、ここはおまけみたいなものですが、やっていきます。はい、ではユニークの数数えていきます。ユニークリードにすれば、ちゃんとファスト一番最初のファストキューファイルとマッピングされたものが一致するはずですよね。 なんで、ここまでの解析をうまくいっている方は、ここで同じものが出るはずなんです。ちょっと足並みを揃えるがてらやっていきたいと思います。はい、サムツールズビュー、えっ、ー、と、B と、えっ、ー、と、ラージ F、256、これ昨日出ましたね。マルチマップを表すフラグです。はい、256のフラグのもの。マルチマップしてる、あ、そっかそっか。以外ですね。を、えっ、ー、と、ユニークドットバムに入れる。はい、打ってみましょう。 これでマルチマップしているもの以外のものが、このバウンファイルの中には含まれているということになります。じゃあ、このバウンファイルを先ほどと同じように IDX 2つの機能と、えっ、ー、と、オークコマンドを使って数えていけばいいですよね。じゃあ、同様にやっていきましょう。はい、先ほど、えー、っと、あ、インデックス少ないかな。 インデックスを作って IDXStats で、先ほどマルチ .txt だったんですけど、まあ今回はユニーク見てるんで、じゃあユニーク .txt という名前をつけて、この中に入れていきます。 ましたかね一応ご紹介しておきますがえとマッピングのあこ,れこここれに作ってますねユニーク .txt の中は同じようにマッピングされたものの情報が入っていますただこれはユニークマップのみ 先ほどのマルチマップを除いた版ファイルなので、数字が変わっている、リード数が変わっているという状態ですね。えでは、ワードカウント、ワードカウント、オークコマンドを使って、えー、列の総数,数数えていきましょう。 それぞれぞ3列目4列目この値が出たんじゃないかなと思います。先ほどと違うのはここがマルチ .txt ではなくユニーク .txt になっているだけです。 はい。はい。何を批准しているのか。えっと、バムファイル、まあ、もともとサムファイルですよね。 えっと、サムファイル、ワンファイル、えっと、サムファイルを指定するときにフラグという列がありましたね。えっと、マッピングをすることによって、サムファイルが出来上がったと思うんですけど、そこにはフラグという列があるんです。そこに256って書いてあったら、これはマルチマップしてますよっていうことを教えてくれています。なので、この256っていうフラグが振られたものを今覗くっていう作業をしました。昨日あの参加されているようでしたらあの、サムファイルの中身が載っているので、 で、確かあの同じことを確かやってた気がします。25。6を使ってユニーク見てみます。とかやった気がするんで、それ見ると分かりやすいかもしれないですね。 はい。では、それぞれユニークのリード数、確認とできたでしょうかえー、そうすると、えっ、ー、と、575,019と、えっ、ー、と、2千0 8 6になってるんじゃないかなと思います。これ足すと、ぴったり、597,105になってるんじゃないかなと思います。はい。ずれちゃったって人。あ、大丈夫ですね。これずれてたら間違いなかの自分が、えっ、ー、と、数字打ち間違えた感じになって <laughs> よかったです。はい。大丈夫そうですね。 でででではこれでこここれまま正ししくマッピングできていることが分かりましたで今、えーとまあ、結構な手間をかけてこうユニークでリードの数を確認しましたが本筋のデータ、解析、この先に解析に使うデータっていうのはこれでいうところのユニークではなくてマルチマップを残したもの、ソーテッド・バムを使って解析をしています。 なんでか、ユニークなやつ削っちゃったら、それが、どっち、そもそもどっちだったか分かんないわけですよね。だからもう削るっていうことはこの先はしません。えっ、ー、と、フィルターをかけるだけにします。えっ、ー、と、クオリティが悪いやつとかは、その事前の段階でトリモマティックとかで覗いているので、まあ、とりあえずはユニークは、えっと、一緒に残しておいて、解析してから、えっと、もしもそれでなんか、じゃあちょっと興味がある変異がユニークマッピングされてなかったっていう時には、また考えることになりますね。 ここで削ってしまうと見,、えー、と見たい変異とかが見たい領域の変異とかが、えー、と見逃したりとかする可能性があるのでここでは削ったりはしないですユニークではなく今せっかくやってもらいましたがユニークではなくこっち使えます、はい、では皆様、えー、お戻りになられたので先に進んでいこうと思いますえー、現段階で、えー、ともうマッピングという、えー、と一つの山場を越えております 今行ったことは、リファレンスゲノムの中に自分たちがーシーケンシングで取った、まあ今回は公開データ扱ってますが、シーケンシングで取ったリード、まあせず100ベースペアとかのものをどれだけ、どこに当てはまるかなっていうのをマッピングした状態です。ということは、もうマッピングでリファレンスが分かっているわけなので、リファレンスと自分が今マッピングしたところの塩基が違うところを探せばいいってことになりますね。えー、そういったソフトが、えー、とそういったことを今変異検出と呼んでいます。 で今回は GATK というソフトを使ったハプロタイプコーラーという機能を使って、えー、と変異検出をしていきます。えー、午前中の講義の時に、えー、GATK のハプロタイプコーラーが今どれだけの勢いがあるかっていうのはだいぶ、えー、と伝わったんじゃないかなと思います。えー、ですので今回ハプロタイプコーラー、まあ、せっかくなんで使っていきましょう。えっ、ー、と、午前中言ってたかどうかわかんないですけど、えー、GATK これ2.0から入ってて、 1.6まではえっとフリーです。で、えっと、それ以降は商用利用が不可になってます。まあ、なので、アカデミアの方が、えっと、メインで使うのかな。あと、企業の方も多分お試して使うのは、まあ、OK なんじゃないかなと。まあ、そういったレベルのものです。はい。えー、では、GATK ハプロタイプコーラー動かしていきましょう。えー、まず、えっ、ー、と、これはまあ、私のやり方ですが、えっ、ー、と、データを、解析結果を入れるフォルダを作ります。はい。MakeDirectory、バリアントコール作りましょう。 はい。そうすると、えっ、ー、と、今、リシークの中にいると思うので、えっ、ー、と、リシークの下に、えー、バリアントコールという d フリが作成されたかと思います。はい。次。えー、ちょっと長いですが、GATK、えっ、ー、と、Java のプログラムです。まあ、なので、えっ、ー、と、先ほどと同じように、トリモマティックもそうでしたね。Java、j a v a j a a で、Java の、えー、とファイルがあるところ。で、これもあのこちらの方でユーザーローカル B に揃えてえて、ー、シンボリックリンク作ってございますので、えー、GATK の正確にはゲノマナ s シ s TK.java こちら打ってみてください。これ全部、えーと、これがコマンドナイズなんで、これ全部1つのコマンドです。で、打っていきましょう。 長いのでおそらく皆様コピペされたんじゃないかなと思います。ではこれエンターで押してください。で、これハプロタイプコーラー結構時間がかかります。この間にえと先ほどのコマンドを説明していこうと思います。 皆さん耳を澄ますと分かると思うんですけどパソコンがシューって言ってますよね <laughs> 結構頑張って計算するようなアルゴリズムが組まれています自分のパソコンも薄型なんで今すんごいなってるんですけど皆さん大丈夫ですか <laughs> あの熱暴走で落ちるとかちょっとあれなんで <laughs> はいえー、っとでは今計算が、えー、っと行われている間にこれ結構時間かかるんですよ多分20分ぐらいかかると思います で今までの質問とかも受け付けてますので、えっ、ー、と、20分何度か皆さんで協力して持たせてください。はい。まず説明していきます。えっ、ー、と、今回打ったのは j a v a j a じゃえっ、ー、と、ユーザーローカルビンゲノムアナレシス t k j a v えっ、ー、と、これはここへのシンボルリンクリンクが貼ってあるので、この java コマンドでこれを、えー、と起動しなさいよという話になっています。で、えっ、ー、と、-large r ありますね。これはリファレンスのゲノムの位置を示しなさいよ。 といういコマンドっていうか、えー、とオプションですね。なので、リファレンスのゲノムは、ホーム、IU、ゲノム、サッカー 3, ゲノム .fa に入ってます。これは一番最初に紹介したファースタファイルのところです。えっ、ー、と、今回使っているのはセレビシエ、イーストなんで、えっ、ー、と、ここを指定しています。で、このゲノム .fa っていうのは、えっ、ー、と、あれですね、iGNOME を使う、落としてきたものです。で、マイナえっ、ー、と、ハイフン T。 これでハプロタイプコーラー、ハプロタイプコーナー機能を使いますよ。という話になります。で、えっ、ー、と、ラージアイ、これはインプットファイルですね。えー、先ほど、えっ、ー、と、予告してから休憩に入りましたが、マッピング ER038793 アンダーバー、ソーテッドバム。このソーテッドバムの方を使います。マルチマップをまず許容して、えっ、ー、と、解析を行っていきます。で、このあたりなんですけども、えっ、ー、と、一番最初これ書いてなかったんですね。 ただこれだと動かなかったレエラーとかが起きたりします。で、これは、えっと、このために調べてきました。読んでみますね。<laughs> はい。えー、っと、これはインデックスを作成するとき、要はその、結果ファイルを作るときに、こう、どういうレイアウトっていうか、どういうなんか形で作るかみたいなことを指定しているらしいです。で、リニアってやると等間隔のやつができるらしいですね。あの、Excel とかみたいに、こう、セルで区切られているわけじゃないので、スペース何個とかそういう話になりますよね。スペース何個とかタブ区切りとか。 まあ多分そういうところの話なんじゃないかなと思います。で、それの付随するパラメータがこうですね。で、元々はここ、この上だけで実行してて、で、やって、これ使いなさいよで、このパラメータ入れなさいよってわざわざ GATK が教えてくれたんで、こう打ってます。特に理由はないです。多分、環境によって変わってくるんじゃないかなと思います。で、最後、アウトプットはバリアントコールの中に VCF ファイル作りなさいよということです。これ重要なので、ちょっとおさらいしておきたいんですが、あ、先に講義だけしておきますね。 あちなみにこれ見てると面白くてですねこれそれぞれ進捗がリアルタイムでやっぱ時間かかるプログラムなんでどこまで進んだかとか止まってないかとか気になりますよねですのでハプロタイプコーラーは一日こうやってコンソールに表示してくれてますあ今これでえっと見てみると例えばここでは CHR44 番の染色体が終わりましたよ とか。まあ今1個終わりましたね。十二番、7番ですね。七軸体とか。こういった、えー、とプログレスメーターが書いてあると思います。今全体の40%なので、あと私には倍喋れと、今 GATK は教えてくれているわけです。<laughs> はい。いきます。えっ、ー、と、ではこの間に先に VCF ファイルの話をしておきたいので、まあちょっとこのページだけちょっと飛ばした、飛ばさなくていいね。は <laughs> い。VCF ファイル、これ、えっと、解析が終わると .vcf というファイルが出てきます。<laughs> バリアントコールフォーマット、略です。 で、それぞれどういうフォーマットになっているかというと、CHROM、えっ、ー、と、これが、あの、えっと、変異の数だけ、行がバーって出てきますけど、まず一番左側、これは染色体の番号が書いてあります。で、押す、これは変異箇所の1延期目の延期ですね。1延期目ですね。はい、変異、1延期、えー、っと、1延期の変異であれば、えっと、それがそのままずばりですけど、まあ、なんで1番目ってわざわざ言ってるかというと、インサーションとゼリエーションがあるから、 何個も何個も3つ入ったとかありますよね。それで1個目を表しています。で、ID。えっ、ー、と、ここは、えっ、ー、と、情報が、えー、今回ないので、えっ、ー、と、ポイント、えー、ドットになってますが、何かしらの情報が、えっ、ー、と、事前の段階で加わると、えっ、ー、と、何かしら、えっ、ー、と、えー、その時に入力した情報が入ります。えっ、ー、と、解析に必須なものではないです。えー、次、リファレンスゲノム。これは、えっ、ー、と、リファレンスゲノムの、えっ、ー、と、塩基を示しています。 えと何度も繰り返し、大事なことなので繰り返しになりますが、リファレンスゲノムのどこにリードが当たっているっていう情報なので、リファレンスゲノムとリードの比較なんですね、そこにマッピングされている。なので、リファレンスはもちろん1個しかないんで、リファレンスは C ですよ。で、荒れる、えっ、ー、T、変異があったというところは T になっています。要は、リードの方が T になっているということですね。リファレンスは C だけど、リードは T になっているよっていう変異を教えてくれています。 で、それぞれに、あの、クオリティが、えっと、付与されます。えっと、これは変異のクオリティです。えっと、詳しくは、えっと、フレッドスケールっていうクオリティの値を GATK は使っているらしいんですけど、うーん、あんまりこれ使ってうんぬんってやったことないんで、ちょっと、んか自分で調べた方が、えっと、正確なことが言えるんじゃないかなと思います。もし、こなことを聞きたかったら、TA にお願いします。私はちょっと多分無理です。はい。 えっと、次ですね。フィルター業っていうのが、ちょっと長いんでこう削っちゃいましたけど、フィルター業っていうのが付与されます。ここにはフィルタリングの条件が、えっと、載せることができます。これ、後で自分たちで作っていきます。午前中の授業、えっと、結構、しっかり聞いていた方はわかるかもしれないですけど、GTK でいうフィルターっていうのは削ったりはしないんですよっていう話を、実は、えっと、弊社代表山口しておりました。何かっていうと、例えばカバレージが低かったものを、フィルター業に、ローカバレージ とかそうういタグを打つことにによよって後ででで相当できるるうすんねこの段階で削ると自分が興味あった変異とか自分が興味あった領域が削ってなくなってしまう可能性があるのでタグをつけて後で削れるようにあとは、えー、っとなんか変異出てそうだけどローカバレージかうんっていうふうに悩むためのものだと思いますこれは後ほど自分たちでフィルター上げをつけてみようと思いますで最後インフォーあ最後じゃないですね、えー、っと後ろから3つ目になりますで変異の情報が入っています で、えっと、重要なのは、あ、インフォっていうのは、ごめんなさいね。これ変異情報って、えっと、今さらっと言いましたが、今日の最後にアノテーションっていう項目があります。ここに記載、えー、これを、工程を経ることによって、インフォ列にアノテーションの情報などが記載されます。次いきますね。で、VCF ファイル、その次はフォーマットっていう列があります。 で、フォーマットっていうのは、えっ、ー、と、GT, AD, d p GQ, PL って書いてあって、まあ、それぞれこういう意味合いになっています。で、これっていうのは、それぞれ、その次にあるファイル名のカラムがあるんですけど、そこに対応しています。えっ、ー、と、コロンで区切られています。なので、ジェノタイプはこの01、えっ、ー、と、AD、これが3、ええカンマ6、ええ d プスが9、えジェノタイプクオリティが90、 で、えっ、ー、と、pl っていうのが220,090っていう感じになってます。で、それぞれどういう意味合いがあるかっていうと、01っていうのは、えっ、ー、と、0が、えっ、ー、と、リファレンス。1が、えっ、ー、と、アレルっていうか、えーと、変異のあったリードの方の塩基ですね。なので、01なんで、これはリファレンスと、あとは、えっ、ー、と、アレルの、えっ、ー、と、ヘテロ状態になっている。要は、あの、 マッピングされたリードの中には C って書いてあるものもあれば T って書いてあるものもあるよっていう状態ですね。はい。で、次にカバレージの情報が書いてあります。で、これはそれぞれ、えっ、ー、と、延期別、リファレンスと、えっ、ー、と、アレルか、アレルによって、えっ、ー、と、分けて書いてあります。で、えっ、ー、と、この情報を見ると、リフが C、えっ、ー、と、アレルが T になってるんで、カバレージが36って書いてます。 だから合計国には9個のマッピング、9、えー、っと、1つのリファレンスの領域に対して9本のリードが積み重なっていて、そのうち3本はリファレンス、要は C を示している。6本はえーっと T を示している。という意味合いになります。で、その次なんですけど、これ、ものすごい数書いてますけど、これ90でクオリティが90なんで、す、え、ご、ー、ういうことになってます。これの計算方法は、えー、っと、クオリティスコアで検索していただくとわかるんですけど、難情っていう世界の えーとクオリティーのやつなんで、えー、と10%のミスで、えー、とすいません計算式まで覚えてないですけど、あの一発で検索したら出てきます、はい。まあ、そういう状態,状態ですね。なので、これはものすごい信頼性の高い、えー、と解析っていうか、えーと、結果という話にはなってますが、まあ、そもそもあの、変わり自体が低いので、そこまで信用していいかどうかっていうと、ちょっと微妙なところということになります。 で、一番最後に書いたのが、それぞれの最優値ですね。これ、それぞれ00、01、11っていうふうに対応していて、で、今回、これ、最優推定値っていうのは、えっ、ー、と、一番低ければ低いほどいい数字なので、0で、01が採用されている。まあ、なんで、これ見たときに、まあ、えっ、ー、と、ヘテロって言って間違いないでしょうっていう、ここはサマリーみたいなもんなんですね。っていう状態になってます。 そうこうしているうちに、私の方ではヘテロタイプがいらないや、なんだっけ、ハプロタイプコーラ終わってるんですが、はい、まだ終わってない方。あ、結構いますね。えっと、パソコンのスペックとかにもだいぶ関わってくるので。えっと、これ確か名前順で、クロモソムの名前順になるんですよね。はい、まだ、えっと、ログを見ていただいて、コンソール見ていただいて、はい、CHR10 にも達していない方。 あそこまでいけるんですかね。じゃあもうちょっとまではいけると思います。一旦じゃあ、ここであの質問とかあれば受け付けますが、何かないですか話す内容に困った演者を助けると思って質問していただければと思います。いは,はい,いあはい。えー、っと、統計的な意味をものすごく語り始めると,、えー、っと、手元の資料も無理なんで。<laughs> 最優推定値は、優度っていうものがあって、あのグラフとかのモデルの確からしさ、もっともらしさを示す数値になります。で低ければ低いほどいいです。もっともらしいと言っていいです。今回、2 2はい。えっ、ー、と、220、09。先ほど、えー、とちょっとあの早口で言ってしまったんですが、00、えー、01、11っていう組み合わせ、これですね。 これがあ、見えないですかこれ0011、あ、ごめんなさい。0 0 0 1 1一っていう順番に対応しています。なので、えっ、ー、と、これ一番低いのは0なんで、ここは何かっていうと01を含んでいるので、この結果、サマリーがこれって感じですかね。言っていけることはわかりますかね。えっ、ー、と、ここは CT のヘテロを表すんですね。で、0っていうのはリファレンスの方の で1っていうのはアレルの方ですね。なんで今0、1って両方も書いてあるんでこれは CT のヘテロになります。00って言われたらリファレンスリファレンス要はリファレンスだけ、まあ、だから変異じゃないですよね。で11って言われたら、えー、とアレルだけっていう状態になってます。で今ここの解析結果を見てみると左右推定値を見てみると220、0、90って真ん中の01のところが0になってて一番低い値を取っている。 のえー、CT のヘテロにと,、えー、と結論付けられているという話だと私は、えー、GATK のマニュアルを見て思いました。はいはい、で、左右推定値、これあの実際の左右推定値の統計的な値じゃないっぽくて、なんか中でなんか比で計算しているとかそういう話も書いてあったりとかして、実際の数字じゃないかもしれないです。ただあの、対応関係、位置関係は間違ってないと思います。順番ですね。 220-090ってやつの,そのサ,サブっていうかが、うんあの、その左側の90ってやつで大まかに分かるっていう、90ですか。99.9、はい、の,99の信頼性っていう、うん、あこれはとことうんリンクしてるんですかね。これ多分 これは、えっと、自分は別の意味だと思ってたんですけど、これ多分あれなんですよね、あの変異の確からしさ、あるかどうかの確からしさな気がするんですけど、どうなんだろう。尾上さん知ってますかそこまで細かくですよね。<laughs> すみません、ちょっとここは分からないですね。こことここのリンクについてはまたちょっと調べていただければと思います。 プ、はい、プロタイプコーラー終わってない方 <laughs> かかりますね、はい、もうちょっと誰か私を助けていただけないでしょうか <laughs> はいありがとうございますはいはい えっ,1えっと、一延期の変異の場合は、もう0と1しかないですよね。ただ、インサーションとか、デリーション、あ、デリーションないか。えー、っと、インサーションとかだと、1個のところに2個入ったりとかするんで、そういうときは2とか3とかで数字が出てきます。はい、えー。このことに関してなんですけど、ちょっとだけ宣伝っぽくなりますが、アメリエフっての、社員がブログやってるんですね。で、あ、見たことある方もいらっしゃるかと思いますけど、で、VCF ファイルの 徹底解説みたいな、確か、えっ、ー、と、ブログを誰かが上げてた気がします。そこ見ると、ちょっと分かりやすいかなと思います。私も実はそこから入りました。はい。過去の先輩が書いてくれたやつですね。はい。ハブロタイプコーラー終わってない人。いや <laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。 ああ、わかりました。えっ、ー、と、ごめんなさい。あの、あの、半分削れてるんで、ちょっと <laughs>、あれなんですけど、えっ、ー、と、これは、クロモソーム1番の136ベースペア目の塩基。ベースペアっていうのかなもう一個だけど。<laughs> はい。136個目の塩基が、リファレンスは G なんだけども、えっ、ー、と、リードの中に A が含まれているっていう状態です。で、クオリティスコアはこう。で、やっぱ前回のやつ、えっ、ー、と、一番目より高い。だから、角度が高いんでしょうね、たぶん。で、えっ、ー、と、ここで言うと、11なんで、これは、 えっと、リファレンスは G だけど、多分全部 A になってます。っていう状態です。あ、書いてますね。リファレンスは0。えっ、ー、と、アレルは9。なんで、A が9個ある状態になってます。リファレンスは G なのっていう状態ですね。で、えっ、ー、と、クオリティは29になってるんで、まあ、先ほどよりは低いのクオリティになってます。371、29、0。なんで、これは0、1。 えっ、ー、と、00ゼロゼロ、01、11。で、一番低い1が採用されて11になます。大丈夫そうですかはい、ありがとうございます。ハプロサイプコーラー終わった人あ終た、終わってない人じゃない終わってない人ちょっとあの、エラー出てないかどうか確認していただくことできますか ?TA の方に。今、あの、多分五5、6人しかいないと思うんですけど、 ププロタイプコーラーが終わってない方のところにちょっと TA の方行っていただいて止まってないかどうかどうぞはい 以上のえっと、リファレンスに対して2つ以上の変異が出るような場合もあります。いすすはい、インサーションとか。あえっ、ー、と C、例えば ATT とか、とかなんか連続で書かれますね、AAA とか、かうう C、ATT とか、<laughs> そんな感じになったりしますね。 そうなのかもしれないですね。まあ、でも今回のやつにも多分探せばそういうのもあると思うんですけど、まあ、今回は一円期のものしか多分紹介してはいないですね。であと、一番最後に IGV とかでえっと可視化するので、その時にインサーション、ディリッションを探していただけると、まあ、グレープコマンドとか使って、新しいものが見れるかもしれないですね。はい、エラーで止まっている方っていらっしゃいませんでした大丈夫ですね じゃあ多分そろそろ終わる方がほとんどだと思うので、じゃあゆっくり進めていこうと思います。変異検出の、えっ、ー、と、やつが終わっているという仮定して、えっ、ー、と、今説明した内容の自分で VCF ファイル見てみましょう。この resvariant.err038793.vcf 打ってみてください。VCF ファイルできている方ですね。できている方はこれで自分で中を見ることができます。これは一列目と二列目、じゃえっ、ー、と、1行目と2行目を抜粋したものなので、 えとこれよりも下が多分見れると思うんですね。で今質問いただきましたように、えっと、もしかしたら下の方にダーッていくともしかしたらインサーションとかディレーションのものが書いてあるかもしれないですね。はい、コマンドとしてはこうなります。 バリアントコール ERR038793.vcf で最初の方はヘッダーの情報がぶわっと書いてあって何が何だか分からないと思うんですけどあヘッダーってあのコメントを,あのコメントをこうシャープで表す習慣があってこのシャープがなくなるまで下にスクロールしてみてくださいそうするとこの画面が現れるんじゃないかなと思います この画面見れない方いらっしゃいませんか？いらっしゃいましたら、手を挙げていただければ pm の方で。 ありましたね。こんな感じになってます a。A A A C。これは A っていうリファレンスに対して、えっ、ー、とインサーション A A a C が起きている状態です。で、えっ、ー、と見てみると、あこれはゼロ一になるんですね。 これは01になってますね。はい。インサーションはこんな感じになってるらしいです。これ、デリーションですね。ここ、いいですね。<laughs> tg が t だけになってます。という意味合いになってます。こういうように表示されます。このように、これ、自分で解析して出した変異なので、えー、とここまでくればもう変異を検出したっていう話になりますね。vcf ファイルがある種1個のゴールです。 で、この後に、さらに、えっと、議論を深めたいときに、アノテーションなどを行って、じゃあ、ここの、えっと、部位が何なのかとか、これは上流流とかを調べたりとか、エクソン、えっと、イントロンとか、そういったものの、えっと、議論に落とし込んでいきます。ハブロタイプコーラー終わってない人あれ <laughs> なかなかですね。す何ません、今何ぐらいですかあ、そうですか。 はいえー、とではじゃあ講義的な内容でまあえっとこれコマンドをちょっとまだ実行は待ってくださいちょっと難しすぎるんで <laughs> 今何やりたいかっていうと先ほどの これですね。えっ、ー、と、信頼度というものを考えたときに、これあの IGB で後ほど見ていただきますが、昨日もちょっと作業しましたね。えっ、ー、と、例えばここの P の領域、G か。ここの G の領域に、えっ、ー、と、T が3つあって、あ、これ、白いリードわかりますかねここに実は白く書いてあるリードあるんですけど、これあのマルチマップすると白で表示されます。なんでマルチマップを今許容してやってるんで、白く表示されている状態です。 まあ、なので、今、ここで見ると、えっ、ー、と、G が TTT になって、これ変異っぽいんだけど、もうこれ4本しかないですよね。いわゆるデプスが4本の状態になってます。まあ、カバレージとか言ったりしますけど。で、こっち見ると、14行、14リード、含まれてるんですね。まあ、なので、これとこれを比べたときに、どっちの方が信頼性高いかって言われたら、もちろん14個が支持してるこっちですよね。逆にあまりに少なすぎると、えっ、ー、と、 ま、デプスが十分確保できてないと、それは、えっと、リファレンス、リファレンスってわかりにくいですね。えー、っと、角度が取れてないので、あまりいい解析結果とは言えないです。まあ、なので、ローカバレージのものを抜くためにフィルタリングをかけてみようかなと思います。で、えー、っと、信頼性が十分に確保できてない、この VCF ファイルの、あ,あ、ごめんなさいね。えっと、これ一番上に書いてあるのは、あの、 v c f ァイルって、あれですよね、シャープから始まるのがヘッダー行で、実際の変異っていうのは、1行にブワーっと並んでいて、1変異1行でしたよね。まあ、なので、えっと、シャープから始まるものを抜いて、バネ SV へ抜いてで、それ以外の、えっと、カウントした時の、それ以外の、えっと、行をカウントしたときがこれだけ。だから57、えー、57,869個の変異が確認されたということになります。 えともしもあの自分で打ってみたい方は打ってみてくださいあ一応やりましょうかね、はい、グレップっていうのは、えー、と特定の文字列をターゲットにして、えー、と抜き出してくるコマンドです で、えっと、マイナス V で、それ以外っていう意味に変わります。だから、シャープから始まる、これ、ハットで、何から始まるっていう意味になりますが、シャープから始まるもの以外のカウントをしなさいよっていう命令になります。で押してみると、57,869という数字が出てきて、で、これが先ほどの VCF ファイルですね。ヘッダーから始まる行は、ヘッダーと言われる行は、すべてシャープから始まっているので、 シャープがなくなくったここ、でんか 4, つに4行に分かれているように見えますが、まあ、明らかにこう区切られている位置がおかしいということでこれはえと1行に1変,、はい、1変異情報入っています、まあ、なのでこのシャープを抜いたところの行数を数えればいいだろうという理屈でのグレープコマンドのえと意味合いこ,れこのグレープコマンドを使っています はい。ちょっと順番が前後しちゃいましたが、これだけあるんだけども、この中にはカバレージが低いものが含まれている。ので、信頼性を確保するために、えー、っと、カバレージが低いものっていうものにタグをつけていく。消さないですよ。タグをつけていく。ということをします。はい。で、このコマンドがそれぞれ、えー、っと、それを意味合いを表しています。ちょっとあまりにも難しいっていうか、えー、っと、 あまりこうリナックスに強くないので、あの、どうしてもあの調べながら難しいコマンドになっちゃったんですね。だから一個一個、あの、意味を書いてます。あの、この、ま、丸1とか打たなくていいですよ、もちろん。コピペンのコマンド使ってください。で、これ打っていただくと、ローカバレージのものっていうのが何個あるのかっていうのを調べることができます。でもこれは調べるだけなんで、えっと、フィルターのタグとかを付けたりしてないですよ。タグは後で GATK を使って付けます。 今は何個ローカバレージのものが含まれているかというのを探してみましょう。このコマンドを打ってみてください。 リナックス基礎でパイプってやってるんですかあ大丈夫ですねはいえ固、ー、定用のコマンドでもいいので打てたでしょうか、はい、やると667数字出てきますね えっと、ちょっと解説難しすぎたんで、多分もうちょっと上手い人なら簡潔に書けるんじゃないかなと思うんですけど。はい。1行目。これオークコマンド。先ほどの、えー、と抜き出しのコマンドですね。今回は10行目を指定して抜き出しています。バリアントコールフォーマット、バリアントコール、えー、とディレクトリのこの VCF ファイルの10行目。先ほどの、えー、とサンプル列が入っているのは10列目だったんで、サンプル列の10列目を抜き出してくるっていう状態です。<laughs> で、これ、パイプって言います。まあ、えっ、ー、と、リナッ基礎でやってると思うので、えっ、ー、と、詳しくは省略しますが、標準入力と標準、あ標準出力を次の関数に受け渡せるんですね。なんで、えっ、ー、と、先ほどのサンプル列を抜き出す。で、サンプル列は01とか11とか、えっ、ー、と、あと0、0、00か。00ないか <laughs>。っていうから始まるもの、先ほど結構、えっ、ー、と、詳しく説明したものになります。で、01から始まるものをやっています。 なんでかいち,いちも変異じゃないかと思うんですけど、まあ今回は、えっと、01。例えば、がんとか考えたときに、すべてが全部変異があるって言ったら、それなんかがんじゃないっぽいっていうか <laughs>、はい。それなんか人種とか、そういう話になりそうな気がするんで、まあ、とりあえず今回01だけ見ています。これは、グレープっていうのは、今これから始まる、えっと、列を抜き出しなさいよっていう意味合いになっています。で、次、カット。で、これで、えっと、先ほどのサンプル列っていうのは、 え、コロン区切りになってたと思うので、コロンでそれぞれ分けています。で、コロンで区切った中で3つ目に、えっ、ー、と、デプスの情報が入ってましたよね。で、そのデプスの情報を、えっ、ー、と、10未満のもの、デプスが10未満だったら、次に送ってくださいねっていう命令を書いて、で、それは何個あったのよっていうのが最後のコマンド。とっても難しいですね。すみません。これもうちょっと多分うまく書けばいけると思います。はい。もうちょっと短くできるんじゃないですかね。 大丈夫そうでしょうか。えっと、もし興味ある方、Linux のコマンドそのものに興味がある方、いたら、これ、あの、それぞれファイル保存するとかはしてないんで、ここだけ打ってみるとか、こっからここだけ打ってみるとどうなるのとか、こっからここまで打ってみたらどうなるのか、そういったものを見てみて楽しいかもしれないですね。例えば、こっからここまで打つと、えっと、10行目がブワーって <laughs> 出されるだけです。 ここからここまで打つと10行目の0、1から始まっているところだけがコンソール上に表示されます。そういったことになります。10列,10列目。ごめんなさい。はい。そういう感じですね。まあ、ここまでやると,んと、区切られた、カンマで、コロンで区切られた3つ目の要素だけが羅列されます。という感じになります。興味がある方はそれぞれ、えー、と区切って1から2までとか、そういったもので区切ってみると Linux のコマンドが何やっているのかっていうのが直感的にわかるんじゃないかなと。 思いますえー、では、いよいよこの667個の変異っていうのはなんか使えなさそうなんで、じゃあ GEPS が10以下のもの、あ、これあの別に、えっ、ー、と、意味のある数字ではなくて、今回10以下のものにしようかなと思ってるだけの数字です。えっ、ー、と、実際こういうところの、えー、とパラメータの値っていうのは先ほどから申し上げているとまり、えー、GATK のベストプラクティス見てみるとか、あとはサンプルによっていろいろ変わってくると、 いうところなんで、論文は大体こういうふうにやっているとか、まあそういったところで、まあ偉い人に巻かれていくスタイルかなと思います。で、まあ今回は、えっと、練習なんで、まあえさっきからの9とか多かったんで、じゃあ10にしようということで適当に決めた数字です。はい。やっていきます。では変異のフィルタリング。フィルタリングって言いますが削除はしてないです。まあ後ほどわかると思います。言っている意味が。ではこのコマンド、長いですが打ってみましょう。結局は GATK なんで、ほとんどの先ほど説明した通りの 説明したような同じようなえっとものが含まれていますね。やってみましょう。 コマンドの入力に成功するとまた同じようにバーッと何か動いているという話ですね。ただ、えー、と今回は変異検出のように時間がかかるものではなくて、もう私もその間2秒で終わってるんですけど、そこまで重くない操作になります。 えーとでは、コマンドを説明していきますが、えー、java-jar、えー、とユーザーローカルビンゲノムアナシックドット jar で、えっ、ー、と、GATK を起動しています。で、えっ、ー、と、リファレンスゲノムの場所を示すコマンドで、えっ、ー、と、今回はバリアントフィルタレーションという機能を使っています。これによってフィルタリングをかけることができますが、これ、GATK のフィルタリングというのは、えっ、ー、と、削る、えー、フィルタリング、本当の意味のフィルタリングするんではなくて、タグをつけている、えっ、ー、と、ニュアンスですね。 で今回、えーと、フォーマットは、えーとえーとえー、とこれ入力ファイルが、えー、VCF ファイルですねで。アウトプットのファイルが、えー、とフィルでこれ勝手に自分の名前を付けたものです。フィルタリングされているよという意味ですね、はい。アウトプットがこうです。ですみません、これ以上調べ忘れちゃって、どんなものか覚えてないんですけど、野上さん、これ、意味すぐ説明できますクラスターウィンドウサイズ。 はい。すいません。あの、ちょっと、抜かったので、調べていただければと思います。はい。はい。で、フィルターエクスプレッション。これが、えっ、ー、と、条件指定するところですね。今回は、えー、とデプスの値が10以下というものを指定するので、条件指定は DP が10以下というふうにしています。で、最後、フィルターネーム。えっ、ー、と、DP が10以下のものには、どういう属性というかタグをつけるかというフィルターの名前ですね。合致したところには、この、楽印が押されます。ローカバレージですね。 はい。えっ、ー、と、これは多分おそらく時間かかってないと思うんで、じゃあこのコマンドを打ってみましょう。レスでバリアントコールの中のフィルかけたものですね。err038793 アンダーバーフィルドット vcf。打ってみましょう。 先ほどから例に挙げてきた1番目と2番目、あれ確かデプス9とかだったと思うんですけど、はい、見てわかる通りですね。フィルター業に、ローカバレッジっていうタグが、タグっていうか、えっ、ー、と、文字列が入ってしまいました。これは、えっ、ー、と、デプスが先ほどの、これですね、9。要は10以下。未満か。10未満になっているからです。じゃあ、ローカバレッジってやらなかったものはどうなってるのか。フィルターをパスしましたよって書いてあります。えっと、どうだ。これか。パスってなってます。 で、この時のデプス見てみると、はい、11。まあ、どんぐりのいの正比べですが、<laughs> はい、11なんでパスしてます。このようにフィルタリングをかけていきます。後で、この検索ワード、ローカバレージっていう言葉を検索ワードにして、ローカバレージを含んでいるものは削るとか、そういったコマンドを打っていけば、えっと、クオリティのコントロール、変異のクオリティのコントロールをが可能になります。そういった使い方を、えー、っと、推奨してるんですかね、JTK。わざわざフィルタリングをかける。 タグをつけるっていうところに落ち着いてるな、そういうことなんじゃないかなと思います。フィルタリングかからなかった人、ロカバレージっていう文字が見えなかった方、いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。えっ、ー、と、今日はあれですね。スムーズに皆さんコマンド打ってくれたんで、ちょっと間に合わないんじゃないかなぐらいに思ってたんですけど。結構難しいコマンドもあるんで。 まあまあ、ですけど、ハプロタイプコーラーで、まあ、マシン性能っていうのがちょっと噛んできたことはあったけど、まあ、結構スムーズに進んでいるんじゃないかなと思います。えー、っとですね、まあ、その皆様のご協力のおかげで、えー、VCF ファイルが出ました。で、えー、っともう変異検出が皆様は、えー、っとこのコマンドを理解しながら使っていると、もう皆様はあれです、ね、変異検出をファストキューファイルっていう一番最初の段階からできるっていう段階なんですね。はい、ここまででまず変異検出ができています。 それは多分自信を持ってもいいいことだとだ思いますで、えー、と実際論文を書くとかそういうことになってくると実際それがどういう機能を持っているのかとか遺伝子名は何なのかとかあとはその領域はどんなコーディングされているのかとかあとはこの変異はタンパク質にどれだけのインタクトを与えるのかとかそういったものがえっと必要になってくると思いますでそういった時にえっとその付加情報を付けていくという作業をします、まあ、それを帰属アノテーションと呼んでいます で、えっ、ー、と、午前中の授業で SNIPF とか ANNOVER ーーとか、まあ、いろんな、えっ、ー、と、アノテーションのソフトはあるんですけども、まあ、SNIPF がいろんな種,、えー、と種に対応したデータベースを保有しているので、今回は SNIPF を用いたアノテーション方法をやっていこうと思います。えっ、ー、と、では、これもまた私のやり方ですが、はい、m a k e d i r e c でアノテーションのフォルダを作りましょう。 メイクディレクトリ n アノテーションですね。そうすると、リシークのファイル下にアノテーションっていうディレクトリが作られています。大丈夫でしょうか。<laughs> で今回の SNPF ですね、えーと、なんかいろんなログファイルみたいなのがやたら出てきちゃうんで、一、え、層、ー、そ,その中に入って作業しようかなと思います。 はい、じゃあ、チェンジディレクトリで今すぐとアノテーションのフォルダの中に入ってください。えー、一応、確認のために、えー、皆様の足並み揃えていただきたいので、PWD コマンドを打って、ですねホーム IU リシークアノテーションの下にいるかどうか確認してみましょう。<laughs> ここに辿り着けてない方はあの、のールなくしてあげてください。えっ、ー、と、まず説明を省きてですね、まずコマンドを実行してみましょう。こちらのコマンドですね。はい、snipf も、えー、と Java のプログラムになっております。まあ、なので、java-java、ユ ja、えーザーローカルビン、これももちろん、あの、 こっちで用意した、えー、とシンボリックリンクです。で、えー、C。これはコンフィグファイルというものが存在します。SNEPF には、えーと。データベースの情報などが入っています。後でお見せしますね。えー、とそのコンフィグファイルの場所を示しています。まあ、これも同じように、えー、とシンボリックリンク作ってございますので、えー、こういうように指定してください。で、インプットのフォーマット、アウトプットのフォーマット、VCF ですよっていうふうに指定しています。で、今回使うデータベースの名前がこれ。R64-1-82。 というやつです。これが、えー、とセレビシエのデータベースです。で今回、リファレンスゲノムで持ってきたのはサッカー3ってやつで、本当はサッカー3っていうデータベースが欲しかったんですけど、えー、と新しい SNPF だとそれがなんかなぜかなくなってて、対応するやつを探すと、アンサンブルでやっている R64、これが対応するという論文を見つけましたので、これを使います。はい。で、えっ、ー、とビュ、フィルタリングかけたものに、えー、とじゃあ、当てていきましょう。あこれ、あの、あれですよ。フィルタリングかけない方でももちろん動きますから。 はい、今回、フィルタリングをせっかくかけたんで、フィルタリングかけた方を使っています。<で>バリアントコール、えー、ERR038793 フィルドット VCF、これでフィルタリングの情報が入っている方に、スニップ F の、えー、とアノーテーションを付加した VCF ファイルを作ります。えー、と名前は F にしてます。1個説明してなかったですね。この F っていうのが、えー、とファイルの,その、えー、とアノーテーションの情報を書き込むときのフォーマットになります。 これなんか一昔前のやつですけど、前のやつっぽいですけど、なんかこっちの方が見やすいっていう <laughs>、個人的な話かもしれないです。えっ、ー、と、他にも、えっと、いろんな記述と方法があります。これ、打てたでしょうか はい、打つと Linux がまた頑張ってくれてですね、今いろいろな中でデータレースを参照しながら、えー、とその変異の場所とかを探してですね、えー、とこの変異はどういうインパクトがあるとか、そういったことを今、書き込んでくれている状態ですね。はい、えっ、ー、と、おそらく私のパソコンでは10秒ぐらいかなと思うんで、皆さん多分私よりも早くコマンド打ってると思うので、もう終わってるんじゃないかなと思います。 はい、ではレスコマンドを使って中身見てみましょうどういう情報が書き換えられたのか書き加えられたのかちょっと調べてみますはい非常に見にくいと思いますがあまだだった <laughs> ごめんなさい はい。非常に見にくいと思いますが、はい。chrom, pos, これ、あの、vcf ファイルの、あれですね、ヘッダーでしたよね。で、先ほどインフォレスに加わると言いました。はい。ちょっと見づらいですよ。chrom, はい、これ。pos, これ。id, なし。r e f c, alt, t, for, 1912.77。フィルターが、えっ、ー、と、ローカバレージで。インフォレス、ここです。いいですかインフォレス、これです。株区切りなんでずれちゃうんですよね。はい。 なんで、インフォレスこれです。で、ここに見てみると、これですね、先ほどよりもいろんな属性っていうかいろんなものがこう、付加されているんですね。アップストリーム、上流とか、これモディファイアーとか、その、えっと、タンパク質に与える、えっと、変異のインパクトですね。そういった情報が全部記載されています。 これ詳しくやると多分私には無理なので、えー、ともしも詳しい話を知りたいという人は、まあ、スニップ F のサイトを見てどういう意味なのかっていうのを調べる、フォーマットを調べるのが一番いいんですけど、まあ、もしちょちょっと聞きたいんだったら、まあ、先ほど一番最新のやつ、Twitter とか、あとは TA の尾上、えー、と,とかに、えー、と聞いていただければと思います。でえー、とスニップ F の先ほどの F コマンドをつけると、このように、えー、とパイプで、えー、と区切られます、情報が。 ここまでできていれば、ス s n プ f によるアノテーションが完了しています。皆さん、SNPF アノテーションできましたかできてない方いらっしゃいませんか大丈夫そうですね。はい、では、えっ、ー、と、まあ、遺伝子があって、DNA があって、まあ、それが、えー、転写されて、タンパク質になると。 まあそういったところにまあ興味が持たれるわけですよね。まあ、なんで、ここにはインパクト等の情報を一応書いておきました。えっ、ー、と、先ほどモディファイヤー書いてありましたけども、これは、えっと、そこまでインパクトないよう、まあ、例えばロ、あの、なななんですかね、えー、と変異があっても、えっ、ー、と、アミノ酸実は変わらないとか、よく起こりますよね。そういったものが、ローとかになってて、で、もしも変異したことによって、コロンがストップして、タンパク質が生成されないとか、そういった時にはモデレートが入るとか、そういったインパクトの強さになります。 はいでえー、とうまくいったように見えましたが、ちょっとこれ、何も考えずに打ってみましょう。グレップ、えーえー、とクロモソーム M、ERR038793F.VCF、F F v C F、ちょっと何も考えずに打ってみましょう。 やーっとコンソールに何か流れたんじゃないかなと思いますで。指定した文字列は赤くなってるんじゃないかなと思います。この画面までたどり着けましたか大丈夫ですかここまで進んでないよって方。だいぶそうですね。ありがとうございます。えー、とでは今 CHRM という、えー、とキーワードをもとにグレップ コマンドを使って抜き出してみました。これは crm というふく、えー、と文字列を含んでいる、えー、行をえっと表示しなさいよと。まあ、標準出力にえっと出しなさいよというコマンドなわけですが、えー、chrm のところのえっとスニップ f による結果見てみると、エラー、クロモソーム、m o s o m e not found 書いてますね。これうまく、えっと、アノテーションできていません。なんでかっていうのを考えたときに、先ほどサッカー3と,と R60 4の1の1の82っていうものは対応しているという話をしたんですけども、これ結局あの違うところが作っているんですよね。データベース、サッカースリームデータベースと R64。違うところが作ってて、CHRM、要はミトコンドリアの DNA の表示の方法に表記揺れがあります。この R64 の方では CHRMIT って書いてあるんですね。データベースの中では。なので SNPF が えっと、CHRM って、あの、VCF ファイルの中には CHRM って書いてあるんですよ。でも、NIPF はこの情報を与えられたんで CHRMIT を探しに行くんですね。あるわけないんですよね。だって M なんですもん。<laughs> まあ、なんで、えっと、正しくマッチングが行われなかった CHRM と CHRMIT は違うよっていう話になって、クロモソのが見つからなかったよってエラーが出て、まあ、結局ここはアノテーションがされていないんですね。じゃあ、ここを回避してみましょう。こういう問題が起こります。トラブルシューティングの一環ですね。 はい。それを回避するコマンドがこちら。ちょっと難しいんですけど、セットってコマンドですね。はい。何も考えずに、まず打ってみましょう。一瞬で終わると思います。 セットコマンドっていうのは、えっ、ー、と、テキスト、あの、文字列の電池管とか、あとは行単位でとか、まあ、いろんなオプションを設定できて、まあ、テキストを加工する、えっ、ー、と、コマンドの一種なんですけども、今回やっているのは、この e コマンドで、えっ、ー、と、こういうものを指定しています。これは chrm を c h r m, m i t に置換しなさいよっていう命令文になります。詳しくは、あの、セット、えっ、ー、と、ググっていただければ、えっ、ー、と、もっと、えっと、いろんなことができるっていうことがわかると思います。 で、やっていることは、セットコマンドを使って Chrm を ChrMit に書き換えたこのフィル何も、えー、フィル無印のファイルを、フィル2っていうファイルを作って、この中に入れなさいよっていうことですね。まあだから、全置換された Chrm が ChrMit に置き換わったファイルが新しく生成されるというコマンドになります。今、同じフォルダの中に作っているはずなので ls コマンドを押していただくと、 あ嘘ですね。<laughs> バリアントゴールでしたね。ごめんなさい。バリアントゴール。1個下の階層に行って、えー、バリアントゴールの中見ると、これですね。err038793 アンダーバーフィール2っていう先ほど、えっ、ー、と、全置換した、えっ、ー、と、VC ファイルができているはずです。ls.、えー、とドットドットスラッシュバリアントゴールですね。 ドットド,ドットは1個下の階層っていう意味ですね。1個下の階層に行ってまたバリアントコールっていうところに入ってるという意味です。これ、フィール2できたでしょうかできてない方がいらっしゃいましたら手を挙げてくださいね。はい。じゃあ、セットコマンドを使って CLHRM といういののををに変えたた。ものを作りましたじゃあこれに対してアノテーションやってやれば CHRMIT もうまく、えー、っとマッチングされるんじゃないかという話になりますねじゃあこれ打ってみましょうここですね先ほどと違うのはここだけになりますああと出力ファイルですねここにフィル2って付いてるだけです はいえー、私のパソコンでは15秒ぐらいかかりましたかねはい ls コマンドを打っていただくと f2 できているでしょうかできてないよっていう人はまた手を挙げてえっ、ー、とま TA、あの方にお配ってください 大丈夫そうですかね。えっと、では、えっと、エラーがちゃんと回避できたかどうか、同じようにグレープコマンドを使って、えっと、見てみましょう。CHRM って打てば、もちろん MIT って入りますよね。じゃあ、先ほど同じ CHRM で、えっと、今回の F2 のコマンドですね。こちら、打ってみてください。 先ほどとは明らかに違うコンソールの動きがあったと思います。CHRM がミトに変わってますね。で、正しくマッチングが行われた結果、これでちゃんと書き込みがされていると。これでトラブルシューティング完了です。ミトコンドリア DNA のアノテーションできなかったっていう人いないですか大丈夫ですか ただこうやって表記揺れがあるっていうことは、まあ、厳密に言うと違うデータベースから取っているっていうことなんで、まあ、信頼性はやっぱり本家よりは下がっちゃいますよね。表記揺れがあるっていうことは違うものを参照している可能性もあるわけで、同じデータ、えー、と同じデータベースを作っている元が、作ったわけじゃないので、ちょっと日本語おかしかったですね。データベースを作っている元が一緒じゃないっていうことが確定しているようなもんなんで、あそこまで精度がちょっとこの段階で下がっているかなと、個人的には思いますが。 まあつかないよりはいいだろうと。と、まあ、いうことで、ちょっとトラブルシューティングしてみました。これでアノテーションっていう工程が終わりです。あとは、興味のある領域とか、えーとまあ、遺伝子の名前ももう入ってるんで、遺伝子の名前とかを検索して、えー、こういう変異がありましたとか、論文に載せていくことになります。はい、アノテーションについて何か質問ございませんかそうですかね。 はい。えっ、ー、と、次の工程が昨日の様子を見て一番怖いんですけど、<laughs> <laughs> IGV 起動してみてください。<laughs> Igv の起動に成功するとこの画面になります。まだ Igv が起動できていない方、ああやっぱりいらっしゃいますね。もう一度待ちょいま,しましょう。 今、皆さんがやっていただいたことは、HASTQ っていうもともとの根源のシーケンス結果のファイルから、もう変異検出が終わって、アノテーションまでつけて、もう変異があった遺伝子とか場所とかまで全部分かって、要はもうドライの解析、もうほとんど終わってる状態ですね。今、これからやるのは、最後にそれをちょっと目で見て、ちょっと実感してみましょうっていう状態なんで、もうドライの解析が終わっていることになります。 はい。それでは IGV がそろそろ立ち上がったんじゃないかなと思います。えっと、ではまず IGV のゲノム、リファレンスゲノムですね。リファレンスゲノムの情報を、えっと、入れていきます。で、これデフォルトだと多分 HumanHD19、これですね、が入ってるんで、まあ今回使ってるのは、えっと、セービシエっていうやつなんで、えっと、自分でゲノムファイル読み込まないといけないですね。はい。このゲノムっていうボタンを押しましょう。 ゲノムフロムファイルですねファイルから指定します一応場所最初からいきますね IU っていうホームがホームディレクトリがあってその中で今やっている実施はごめんなさい IU っていう、えー、とホームディレクトリがあってここの直下にゲノムっていうディレクトリがあります OK ですか はい。で、この中にサッカー3っていう、えっ、ー、と、ファスタファイルとか、まあ、いろんなインデックスファイルとか置いてあるところがあって、ここのうちのゲノム .fa、これが、えっ、ー、と、さっき、えっ、ー、と、一番最初に見た、えっ、ー、と、ファスタファイルですね。で、これをオープンします。で,ますできましたかあれですね。 はい。では次にマッピングの結果のファイルを指定しようと思うので、じゃあバムファイル読んでみましょう。バムファイルは本日自分で作ったものを使いますので、リシークの中のバムファイル、マッピングの結果でしたね。マッピングの中のソーテッドバムこれ選びます。 そうするとこちらのビューワーにファイル名が追加されているんじゃないかなと思います。どのファイルかわからない人とかいないですか、はい、あもう一回。あはい。 ゲノム、えっ、ー、と、リファレンスは OK ですね。あ、はい。では、ロードフロムファイルから。はい。で、えっ、ー、と、今回開きたいのはバ u ファイルで、今回自分でマッピングしたファイルになりますので、ホームディレクトリー IU の中のリシーク。はい。で、マッピングの結果ですので、マッピング。で、えっ、ー、と、バ u ファイル使いたいので、ソーテッド d b u できましたか。はい。鉱業はユニークバームなんですけど。あ、ごめんなさい。それ最初ユニークでやってたんですけど、あの結局ユニークだと削ったものをあの何か根拠があって削ったわけじゃないので。予想的バ場面でいいことです、ね。想定場ムでいいです。ごめんなさい。ちなみにあの鉱業通りにユニークワームやっちゃった人はどうやってユニークワームを開いた状況からそれにするのか。 はいえー、とリムーブトラックというのが、えー、と右クリックで出てきます。で、それぞれ、えー、とリムーブトラックってやって <laughs>、イエスってすると勝手に消してくれるんで。今消しちゃったのでもう一回読んできますね。 はい、IGV なんですが、えーと、いろんなファイルをどんどん,どん,どんこう追加して、抜けていくことができます。先ほどみたいに、一、えー、つのファイルを選んで消したりすることもできるし、えー、追加したりすることもできます。で今回、わざわざ変異情報を出してきたので、変異の情報も読み込みましょう。変異の情報っていうのは、えー、ともう,うんと、アノテーションついたものでもまあいいかな。ちょっとあの後で見づらくなるんですけど、はい、アノテーションのファイル、F2 ですね。 ちゃんとミトコンドリアの DNA までマッピングして、えー、アノテーションつけたものを開いてみます。ホームリシークアノテーションの中の ERR0478793F2.vcf。開いてみます。 で、そうすると、この VCF ファイルには、えっと、バム、えー、ごめんなさい、インデックスファイル作られてないよって。昨日あの、NGS ベーシックの時に、わざわざ自分で VCF ファイルのインデックス作ったと思うんですけど、それをやらなくても、勝手に怒られます。ないって。<laughs> はい。なので、勝手に作っていいって聞かれてるんで、はい、GO! って言うと、勝手に作ってくれます。はい。これで高速に一応 V、えー、なんだっけ。VCF ファイルか。VCF ファイルを扱うことができるようになってます。 IGB 上で、はい大丈夫でしょうか。ファイルの読み込みがうまくいってない方いらっしゃいませんか。 えっ、ー、とこれリファレンスは、うん、えっとえっ、ー、と VCA の3のリファレンスを使ってるんで、うん、サッカーーですね、はい。ってことは VCA をミトに戻したものを、うん、えとミトにしてその後もう一度エグいに戻したものを。 VCF ファイルのこれ情報として使っているのは、えー、と結局それ、あれですよね、M とか文字列だったんで、あとであの、この次に出てきますが、VCF ファイルの変異情報のところにカーソルを合わせると文字が出るだけなんですね。だからそこを M に直してなくても、見とっていうなな文字列が出るだけです。だからあの情報として読み込むファイルの中に文字列の情報は別に何でも大丈夫です。インフォとかはただの文字列情報なので、このマッピングとか、この 機能に関わるようななものではないではいす実際にあのプロフソンの M を出してみても出ないんですがあですかちょっと待ってくださいねあ多分自分で指定しなきゃいけないかな <laughs> はいごめんなさい、うん、そうですね IGV メインだったら直さなきゃいけないのかな <laughs> 今初めて知ったんですけど <laughs>、はい、みたいですね じゃあ今回ちょっと違うところでブラウジングしていきましょう。はい。では、えっと、ファイルが読めていると思います。今ここに表示されているのは VCF ファイルと、あとは WAM ファイル。えっと、マッピングの情報と VCF ファイルを今両方並べている状態ですね。えっと、頑張ればこんな情報が出るんじゃないですかね。 えっと、まあ、皆さんで同じ画像を見てもらいたいなと思うので、えっ、ー、と、ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、これはごめんなさいコピペ用コマンドを作ってなかったですね。ここに、ここに資料に書いてある、これ、CHR2 の802493804928打ってみましょう。で、2っていうのは <laughs>、えっと、ごめんなさいね。ここで選んだ方が早いです。いいですか 2っていうのは、なんかどう打っていいのかわからないんで <laughs>、ここから選んだほうが早いですで。先ほどご質問いただきました通り、ここに CHRM っていうのがあって、先ほど M をミトに書き換えてしまったので、これが反応しないという話ですね。まあ、だから多分自分でミトって打てばいけるんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、ちょっとこのゲノム .fa だと、こういう感じになってるんで、ちょっと無理でしたね。はい、じゃあここにえと追加していきましょう。 ここまでやって GO ボタンを押します。打てたら GO ボタンを押してください。そうすると手持ちの資料と同じ画像が撮れると思います。まあ、これだけ見ても何だかなとかわからないですけど、まあ、これだけの変異情報があるぜっていうのをこう見ようとするとカラフルで綺麗だなと思うわけですね。 大丈夫になかなか重いので、ちょっと苦戦している方もいるのかなと思うんですけど、ここまで画像出てないよ、まだ行ってないよって人いますかあ、皆さん行ってますか大丈夫そうですね。じゃあ先に進みます。今、この段階だと、まあ、色がついているところ変異情報なんですけど、まあ、たくさん変異があるっていうのはわかる。ただ、何が何だかわからないっていう状態ですね。まあ、なので、これをもっと拡大してみましょう。 でえっと、皆さんで足並みを揃えたいのですいませんがまたちょっと打ってもらえますかね <laughs>、はい、次のプリントにあるすいませんがここで打ってもらえますかね8 0四の八8 0の804の116ですねそうすると同じ画像が撮れると思います 正しく出て,ていると、えっ、ー、と手持ちの資料と同じようにこういう画像が取れるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。この辺までまだ行けてないよって方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。もうだいぶ終盤ですけど、はい。 なかなかとありがとうございますもうちょっとです、頑張ってください。<laughs> はい、えっ、ー、と、これの意味合いですけども、下、えっ、ー、と、自分が先ほど読み込んだサッカー3の、えー、シーケンス、リファレンスゲノムの情報ですね。例えばこれ。これっていうのは、本来ならば、リファレンスだと A、こうですね、A になっているんですけども、まあ、中には G になっているものもある。これが A と G のヘテロになっているわけですね。 で、IGV は先ほどいろいろなあの、不可情報を入れたと思います。例えばこういうところに合わせると、まあ何個あるよとか、デプスの情報が表示されたりとか、あ、ここ大変なことになるんで、<laughs> わかりますかねもう一回いきますね。えっと、SNPF のアノテーションってすごい大量にいろんなもん情報が付与されましたよね。まあなので、それを表示しようとすると、こうなります。わかりますかねはい。ただ、 こうやって一覧に表示してくれるんですね。先ほど打った情報、えー、と入れてもらった情報というのはここに集約されています。いいですかあ、あのカースル、えっ、ー、と、この何、サイドバーとかに行けば、あの、ちゃんと取れるんで。で、それぞれアレルが何個だとか、えー、と先ほどのアノテーションの情報とかいろいろ書いてあるんで、まあ、こうやってブラウンジングしていくのがいいんじゃないかなと思います。 ここまで大丈夫ですかね。もうほとんど終わりですけども、IGV、えっ、ー、と、正確なが皆さん動いてそうなんで、機能できなかったところとして、例えば、あ、これホームボタンですね。一番最初の、えっ、ー、と、ホールビューに戻ります。例えば、こういったところ、今あの、わざわざ手打ちしてもらいましたが、ここをドラッグ、えー、ごめんなさい、ドラッグとかしてみると、ここが拡大されたりするんですね。で、あまりにも、えっ、ー、と、広すぎると、リードの情報とか、あの、描画できない。で、 もっと狭くすると、ようやくこういう情報が出てくるという感じです。あ、で、今ちょうどいいんで、変異の情報は先ほどのように、まあ、あの、リード上に、えっと、A とかとか、なんか、T とか書いてありましたよね。例えば、こうやってデリエーションの情報とかがあると、こうやって、間が空いているような図が書かれたりとか、インサーションがあったりとかすると、アイマーク、 みたいなのが入ったりします。えっ、ー、と、講義時代はそろそろ終わりなんで、まあ、この画像を残しておいてあ、もう打つものはもうないですよ。まあ、なので残しておいた後で自分でこうブラウジングとかしてみて、あ、こんなのあったとか、楽しんでもいいんじゃないかなと思います。はい、最後、まとめです。 え本日、どんな解析を行ったか。皆さんが FastQC、ごめんなさい。FastQ ファイルっていうえーとシーケンスの一番最初の段階のファイルから、バリアントコールまで行って、さらにアノテーションまでつけて、とならサンプルが自分のものであれば論文にもできるような、そういったところまで、データによりますけど、そういったところまで解析することができました。ドライの解析ですね。今回のコマンドを全部、今回はコマンドを全部乗っけてしまっていますので、 まあ家に帰って自分のファストーファイルとかがあるんだったら、これでもうドライの解析ができると、大見え切っていきましょう。はい。で、今回何をやったか、もう一度改めて言ってみると、はい。データをダウンロードしてきました。これは我々がやったことですね。で、ファスト QC によってクオリティチェックしました。このデータにおかしなところはないのかどうか調べました。で、おかしなところはまあ大体なかったんですけど、まあもうちょっとクオリティの底上げをしてみようかな。ということで、今回はトリモマティックという、 ソフトを使ってクオリティの底上げを行いました。で次に BWAMEM というものを使って、まあ、BWA というやつメモオプションですね、を使ってマッピングを行いました。これでリファレンスゲノムの中のどこに位置するのかというリードの情報を振り分けました。で次に GATK、ハプロタイプコーラーというものを使って変異を検出しました。もう前段階で リファレンスゲノムの中のどこにあるかっていうのが分かってるんで、あとは見比べるだけなんですけど、まあ数が多いんで、ハプロタイプコーラ、これ頑張ってくれてます。先ほどのインサーションディリジションとかの情報を加味して考えてくれているらしいので、えー、と結構な、えっ、ー、と、ヒえっ、ー、と、クオリティか。結構なクオリティで変異を検出してくれてるらしいです。 で、その次にやったのは、えっ、ー、と、その中には、当てにならない変異が何個あるということで、まあ、d e p を一つの、えっと、基準として、フィルタリングをかけました。重要なのは、GATK のフィルタリングは、削ることではないと。タグをつけた後で削るための要素を作っておくことだと。いうことですね。GATK のフィルタリングを行いました。で、もうここまでで、ほぼ完璧な、えっと、VCF ファイルができているんですけども、 この後に、えっと、ま、もっと生物学的な議論をね、していきたいがために、アノテーションというものを行って、スニップ F というソフトを使ってアノテーションを行いました。これで遺伝子名とか、えっと、性質とか、タンパク質に与えるインパクトとか、その中すべて、えぇ、書き込まれているということです。一つおまけ的にお見せします。今回は、えっと、セレビシエというものを使いました。これ皆さん打たなくても大丈夫ですよ。 今回はセレビシエというものを使いましたが先ほどデータベースの情報がいろいろ記載されていますと冒頭でお伝えした SNPF のコンフィグファイル中身ちょっと見てみますねそうするとこんな感じになっていますいろいろヘッダー行があって こんな感じですね例えばプレボテラとかの、えー、となんだっけデータベースはこの名前で入ってるよとかということになってます。私がさっき見つけた R64 の1のほにゃらら忘れちゃいましたがあれっていうのはここでセレビシーを検索して出てきたものです。これレスコマンドで,で見てるのでスラッシュボタンの後ににんかセレビシーとかやると検索ができるんですね。今シーケンスにななっちゃいましたけど SE で <laughs> という検索コマンドとかを使いながら自分が当てたい、自分が調べたいデータベースとかを見つけることができます。一応外部のデータベース、昨日喋ってたですね、GFF ファイルとか、そういったものから作ることもできるんですが、SNPF 的には推奨です。なので、なるべくコンフィグファイルの中から自分の扱いたいデータベース見つけてみてください。 で、スニップ F によるアウンテーションを行いました。で、最後に IGV による解析結果の可視化ですね。まあ、やっぱりあの、コマンドラインだけで打ってきたので、まあ、自分がどんなものをやってるのかって、やっぱ意識しにくいんですよね。なので、最後に見てみるっていうのは、まあ、やっぱり、うん、現象にして真理、みたいな。<laughs> だと思いますので、最後はやっぱ見て確認する。自分の興味があるところがあったら、そこの領域を先ほど見よパチパチ打って、あ、確かに入ってるわ、とか、確認してみた方がいいんじゃないかなと思います。 え最後になりますが、今回、えっ、ー、と、一連のパイプラインを、えっ、ー、と、私が紹介しましたね。ただ、えっ、ー、と、世の中にはいろんなソフトがあるわけです。あの、午前中の講義とかにも、えっ、ー、と、喋りましたが、例えば BWA だけじゃなくて、マッピングですね。マッピングの時に BWA だけじゃなくて、まあ、創筆とか、えっ、ー、と、膨大とか、まあ、いろいろ使われているものがあるわけですよね。で、サンプルとか、その、各々の環境とか、研究領域とかによって、やっぱり、最善の手っていうのは違ってくると思うんですよ。 まあ、なので、まあ、これ、あの、2014年の、えっと、レビューから取ってきた図なんですけど、まあ、それぞれクオリティコントロールではこういうものがある。えっと、プレプロセッシング、まあ、あの、リアライメントとか、アービスカリベーションとか、そういったところにはこういうソフトがあるとか、こういったものが期待されています。こういったレビューっていうのは結構、毎年のように発表されていて、最新のものとかをグーって、グーグルスカラーとか、そういったもので見てみると、まあ、今の流行りとかも分かってくるわけですよね。まあ、なので、まあ、これだけの、 ソフトが各々今日やってきた、今日やってきたこの工程の中にいろんなソフトがあるわけですね。まあなのであくまで今回やったのは一例です。今回のこのデータに対してアメレフ、私が勝手に作った解析フローです。まあなので自分のデータを使うのであれば自分のデータであったものをやっぱり選んでいく。なんかマッピング率が悪いなと思ったら違うものを使ってみるとか、そういった工夫が必要になってきます。もちろん今回、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 私がえと紹介したコマンドによって一連の解析はできるようになりました。ただそれが最善であるとは限らないです。まあ、なので自分のデータに適したツールとかをえっと自分で探してまあ常に最新の情報を手に入れてでより良い解析手順を確立していってくれると幸いです。今日のっ講義はこれで終わります。何か質問があれば最後に受け付けます。